にちは。こんにちは。なんかすごい資料作ってきましたね。そうなんですよ。8時間ぐらいかけてね。そんなに。はい。3日間ぐらいかけて、はい、すごい資料を作ってきたんですけど、はい、ちょっと予告してあったんですけど、はい、あの去年から、うん、あのやっとここに来て、はい、僕の重い腰が上がって、はい、調べ出したっていうあの面倒くさいんでなかなか取っかかりにくかったんですけど、はい、今回から、はい、超大型企画、お各球団のスカウト編成の能力チェックイエーイ。能力じゃないってことですか。はい、あの各チームの球団のスカウトと編成は12球団でどこのチームが一番能力高くて、はい、どこのチームがまあ能力が低いのかっていうのを大型企画でやります。だからちょっとあのまたね、あの味方によったら喧嘩を打っていくスタイルかもわかんないですけど、でもこれはね、はい、僕の主観で言うわけじゃないんですよ。事実に基づいて喋るだけだから、はい、これはもう誰にも否定されないことだと思うんですよ。だから仕方ないですもん。出てるんですから結果が。調べたら。あ、そうか。ちゃんと資料を作ったってことは、ちゃんとデータをまとめてるってことですよね。そうです。僕はだから事実に基づいて評価するだけなんで、主観で喋るわけじゃないんですよ。佐藤さんが、あ、この選手いい選手だったな、あ、この人全然活躍しなかったなとかではないんですか。なくて、もうあのランク別に、はい、やっぱそう定義がいるじゃないですか。定義いますね。その定義は僕が決め、はい、僕が決めました、はい、レベルの、うん、これぐらいは活躍しなきゃっていうのの、はい、あの定義は僕がラインを里崎指数を勝手に決めました、はい、同じルールで12球団を評価してるんで、ああ比べてるってことですね、はあ、だから別に差はないと思うんですよ、うんうんうん、調べる物差しは一緒なんで、はい、でこの物差しがハードルが高いか低いかは、うん、それは人によって変わるんですけど、はい、僕はこれぐらいは求めるっていう、うんうんうん、であの調査方法としては、はい、あのまずは94年からドラフト、はい、なんで94なんですか。あの、まあ、あの95年からにしようと思ったんですよ、はい、それは何でかっていうと、うん、2015年ぐらいから、はい、今年にかけてまでのドラフトの、うん、まあ、4年間か5年間ぐらいの評価って、はい、まだ早いですよね。まあまあまだ育ってる途中っていう選手は、ね、途中もあるんで、そこってまだ、はい、あのいわばドラフトうまかった、ちょっとヘボかったって、うん、なかなか評価しづらい、はい、もあるんで、うん、やっぱり5年以上は年数が欲しいんですよね、うん、はい、評価するにあたって、はい、で、まあ、20年ぐらいのデータが欲しいなと思ったんで、うん、まあ、95年から2015年までの20年間のデータがあって、はい、まあ、余白の5年間があって、はい、まあ、25年分でまあまあいいかなと思って調べようかなと思って、はい、ドラフト見てたらあれと、うん、94年って、はい、俺の高校の時のドラフトじゃんと思って、おー、同級生が初めてドラフトにかかる年ってことですか。そうそうそう、だから93年が僕、あ、94年が僕が高3の年だったんで、はい、あ、じゃあ、うん、同級生とか喋りやすいし、うん、じゃあ94年からしようってなったのがまあ94年なんですよ、はい、だから本当は95年からしようと思ったんですけど、うんうん、だから94年から、だから2018年までのドラフトです。はい、去年のドラフトは今シーズン戦ってないんで、ね、評価の対象にならないんで、はい、だから94年から2018年までのドラフト選手対象で、はい、ドラフト上位3位までの評価基準は、はい、でそれは何でかっていうと、うん、ドラフトは、うん、欲しい人から取っていくんですよね、うん、だから要は別にマー君が1位じゃなくてもよかったわけですよね、はい、でもマー君が欲しいから1位に行くんですよね、うん、で下位でも活躍した人はいると思うんですけど、はい、でも会っていうのはよくね掘り出し物とか、うん、こんなところで見つけてきてすごいスカウトっていう人もいるんですけど、はい、でも他に取られなかったから取ったんですよね、はい、もし上位で取られても仕方ない、余ってたら取ろうっていう精神ですよね、うんうん、だって他のチームに取りたくない、はい、もう上で取らなきゃ一人取られるっていうのは上位で取ってるわけですよ、はい、でも別に一人取られても困る、でも別に取られてもいいみたいな選手は別にいいわけじゃないですか、はい、だから上位で無理に取る必要ないんですよね、うんうん、でも他に取られるぐらいだったらうちが欲しいから取ってるっていうことは上位の優先順位だから、はい、やっぱ上に取っていく人が活躍しないと編成スカウトとしての評価としては僕はダメやと思うんです。まあそうですね、それは下位の人はラッキーですから、はい、残ってて、あとは現場が苦労して育て上げたっていう節もあるんで、はい、やっぱ上位3人っていうのはパンと活躍できるために
契約金1億円とか、はい、年俸1000何百万とかっていうのをいきなり払って取ってきてるわけですから、そうですね、期待感も込めて払ってるわけですだから1位、2位、3位がしっかり運ばれてない球団の編成っていうのは僕はヘボいと思うんですよ。おー、見る目がないというか、そう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 、うんうん、だから僕はこの1位から3位までを厳選して、はい、うん、調べました。あとは高卒ドラフト、はい、大卒社会人ドラフトが分かれてるところあるんですけど、そこは上位2名ずつをメインで、はい、調べましたけど、はい、じゃあ今日どっからやりましょうか。もうこれ1本1球団ずつってことですか。1本1球団ずつですね。そうだって25年分ぐらい調べるんで、確かに1回に2球団は多分無理だと思うんですよ。ロングになっちゃいますね、はいはい、どっから選ぶかはサイコロで決めます。どうやって決めるんですか、サイコロで。僕はもうどこの球団からでもいいんで、はい、じゃあこのサイコロが、このサイコロのアプリがあるんですけど、はい、この上下に2個振ると、はい、上下に2個振られるんですけど、はい、上のサイコロがリーグだ、奇数はセリーグ、はい、偶数はパリーグ、パリーグ OK です、はい、で下の数字は6個まであるんで、はい、去年の順位、あー、なるほど。だもし3が出て、はい、4が出れば、はい、セリーグの去年の4位のチームやるってことです、はい、でそれで12球団このサイコロで決めていきます。はい、わかりました。じゃあ、もうインチキなしですからね、はい、記念すべき第1回の評価は、はい、どこだ、球団だ、でれーじゃん、6の5。ってことはパリーグの去年5位、日本ハムですね。日ハムか、はい、はい、じゃあ日本ハムから、はい、ちょっと資料を見ながらちなみにですね、SAB 評価です、はい、S が一番いい、はい、でその次 A で、その次が B で、あとは無印です、はい、で要は B に最低来ないような選手は1、2、3位のドラフトとしてはふさわしくありませんよっていうのが僕の評価です。はい、で何が S か、何が A か、何が B かっていうのは事前にはお伝えしません。後で教えてくれるんですか。全チーム終わった後に評価基準 その数字を言いますけど、はい、最初に言っちゃうと、はい、自分たち調べれるんで。確かにそうですね。そしたら、はい、見なくてもよくなるんですよ、はい、確かにで、基準を教えちゃったら、じゃあもうあと自分で、そうそう、自分の好きなチーム、じゃあ今日ハムやるけど俺阪神ファンやから阪神のやつじゃあ自分で見たら、あ、こうなるんやと思ったら面白くもなんともないじゃないですか、はい、だからなんでその基準なのかは最後に言います。はい、だ一番ダメなのは無印、はい、B にも入ってない、はい、で、数字があって一番下なのは B、はい、BB、はい、A、AA、S、SS が、はい、一番この順番です。ほう、順位付けでいうと結構じゃあ分かれてますね、はいはい、でそれによっていろいろ複数の数字が入るんですけど、はい、まあ、それはもう終わってからのお年にいて、はい、皆さんでなんでそれが A でこれが B なんだよとか無印なんだよっていうのはまあ盛り上がってください、はい、で想像したら分かるかもしれないですね。そう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 、うん、分かるかもしれないんでね、はい、どんな基準で選んでるのかということで、じゃあ日本ハム、はい、94年のドラフトからいきましょう、はい、まあ、94年はですね、なんて言ってもドラフト1位が仙台育英から金村っていう僕の同級生で、はい、まあ、今阪神のコーチかな、はい、なってるんですけど、まあ、日本ハムのエースになってる選手、はい、これはもう評価、はい、S です。おー、 S、はい、いやー、いいピッチャーでしたよ、はい、その打ちづらかったしコントロールも良かったんで、なんか爆発的な球速があったわけじゃないんですけど、うん、コントロールもよく、長年ね、90だから5年に入団して2010年前だから15年ね、高卒で全うしてますよね。でも評価は S っす、はい、S だから上から2番目っすね。すごい、 SS ではないんですね。はい、SS ではないです、S、でも S です、S、はい、でも S をドラフト1で取ったっていうのは評価としては高いですよね。ちゃんと活躍してるってことですね。でそうです、そうです、はい、はい、で2位が厚澤さん、はい、国士舘大学から、はい、で3位が桜井さん、仙台工業から、はい、厚澤さんと桜井は無印です。へえ、評価としては、はい、だから要はこの94年のドラフトの1位、2位、3位は評価 S のみ、金村の。あ、なるほど、 S じゃあ1つってことですね。でちなみに厚澤さんのプチ情報で言えば、はい、僕がプロに入って初めてホームランを打ったのが厚澤さん、はい、へえ、2軍でね、はい、2軍の試合で、はい、ロッテ浦和球場だったんですけど、うん、厚澤さんのチェンジアップを、はい、左中間スタンドに、これはもうプロ初ホームランです。へー、でも2軍では主戦のピッチャーだったんですよ、はい、ローテーション入ってコントロールも良かったですし、はい、今はね、1軍の投手コーチかな、結構重要なポストついてる。そうなんです、はい、でもそれだって記憶残りますね、はい、でも評価としては無印です。無印、はい、何もつかないと、はい、へー、で次95年、はい、
95年は1位が中村豊さん、はい、明治大学から、まあ、日本ハム阪神とね、はい、結構UTT プレイヤーとして活躍しましたけど、はい、評価は BB です BB、はい、だから下から2つ目ですね、はい、B ではない、はい、BB この基準っていうのが何なのか分かんないですね。でも BB っていう、はい、そう私知らない選手多いんで、はい、でもそうやって言ってくださるとあどのぐらい活躍したんだってこう今ぼんやりと考えてます。すごい、はい、でもあのね、はい、BB は評価低いなって思うじゃないですか、はい、結構高いですから、うん、基準の中では。ってことはじゃあ B ってなった時点であ結構活躍したんだって思っちゃっていいってことですか。いや B は最低、はい、最低1位で B じゃちょっと寂しいよねみたいな。物足りないですか、はい、1位で BB でもちょっと物足りないですねみたいな。あそうなんだ。でも、BB なかったらダメだねみたいな1位で。ああそのぐらいの感覚だと思ったけど。そうそうそう、はい、A もうだから B ランクっていうのは、はい、まあ、チームでも光放ったかなみたいな。ああちゃんと人の記憶にこう残るような活躍、まあ、まあまあ頑張ったかなみたいな、はい、ちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、はい、A っていうのは球界の中でも、はい、まあ頑張ったかなっていう。おおなるほどなるほど。で S っていうのは頂点見たねっていう。おおなるほどああなるほどな、ね、はい、まあ、基準は、まあ、後日あそうそうそう、はい、そんな感じ教えてくれるんですよね。はい分かりました。で2位が新井さん、新井さん、アビコ高校から早稲田大学で、はい、アビコ高校では確か、はい、お父さん監督で甲子園出られてるはずなんですよ、はい、親子だかって言って、はい、今は多分候補がなんかされてるんですけど、はい、2位の新井さんで3位の沼津さんは評価無印です。無印なんだ、はい、だから要はこの95年ドラフトっていうのは若干寂しい評価ですね、はい、中村さんの BB がしかついてないんで、はい、ちょっとだから2年連続2位3位が、はい、まあ、うまく回ってないですね。で次、はい、96年、1位矢野、はい、で2位が今井さん、はい、で3位に小笠原さんがいます。おー本当 だよく3位残ってたねっていう。そうですね。逆に言ったら他のチームがここでもし他の球団で1位2位が全然大したことしかいなくて、はい、小笠原さん行けなかったのはもう失敗ですよね、うん、そうです。まあ、今となっては、はい、ね、そうですね。だから矢野今井さんは無印です。はい、で小笠原さんが 3SS です。 3SS なんかすごそうだなその3って何みたいな。それはまだね最後に 3SS です。まあ、だからだからもう最上位にいますよね。そうですよね、はい、だ SS が一番上のなんかプラス3までついちゃってる。そうそうそう、はい、3SS 3SS おおこれはすごいな、はい、はい、だからまあ、ちなみに矢野のプチ情報でいうと、はい、矢野は、ね、帝京第五出身なんですよ。帝京五高校愛媛のね、はい、だからプロに入れなかったら、うん、帝京大学に来るって言って、へで僕その時帝京大学だったん で、はい、でそうなんすごいやんって言って1位で指名されて、はい、何やこうでんやんっていう大学生活だった。へ今井さんのプチ情報からすると、はい、今井さんのスライダーがカーブを、はい、鎌ヶ谷の鎌ヶ谷球場2軍の施設の、はい、宇宙館の、うん、ネットを越えて駐車場にダイレクトでノーパンで打った場外ホームランを打ったんです。すごい記憶あります。へえ、2軍で対戦してた。そうそうそう、だからここら辺の選手っていうのは僕が2軍にいた時と被るんで、はい、よく対戦していたと思います、ね、そうなんです、ね、でもガッツさん 3SS です。 3SS すごい、ね、こうやって紹介していったら、はい、長いでしょ1球団。そうですねすごい10年以上これってあれかな、評価されるのかな。苦労かけた割に俺はやっててめっちゃ面白かったし勉強になったんですけど、はい、世間はあ、でも私も選手はこういう方いたんだと思うんで面白いですけどね。ちょっと早く行かなきゃいけないですね。テンポよくですか、はい、で97年、はい、1位清水さん、はい、2位小田、うん、3位原田、はい、で清水さんは近代のアマ五冠したんですよね。へ全部勝ったんですよ、はい、もうそれぐらい、まあ、二岡がね後輩で3年生でいたんで、はい、めちゃくちゃ強かった時ですけど、うん、まあ、清水さんが BBBB、はい、で小田は無印、ほで原田は徳島県の聖光学園っていう僕と同級生なんですけど、はい、まあ、社会人から入ったんですけど、うん、まあ、B ですね。 B 自動車、はい、B、 B、 はい、まあ、若干寂しい感じですね。まあ、でもまあ B が2人っていう感じですね。そうですね。じゃあ次98年、はい、98年は僕と同じドラフトです。おお、大学卒業して98年ドラフトです、ね、はい、僕98年ドラフトです、はい、で98年が1位実松、お無印、はい、2位立山さん、今のジャパンのコーチが、はい、わかります、が S、 お S 来た、はい、
で3位が立石さん、はい、B、 B、はい、まあまあぼちぼちですね。まあ、実松もね、うん、頑張ってはいましたけど、はい、僕の評価だと無印になっちゃうんですよ。まあでも 3人の中で2人ランクがついてますからね。そうそうそうですね、はい、でも今のところ3人ともランクついてるとしないですね。ないですね。ないですね。でもこれがついていかないとやっぱりドラフトとしてやっぱ、うん、しかも1位がここまで金村の S1 つなんで、はい、1位の成功率が薄いんですよ。うーん、そうですね、はい、これってどうなんやっていうね。うん、で次99年1位正田、はい、B プラス、B プラス、はい、2位お田中健介、田中健介 SS、 SS 来たで3位吉崎さん、まあ、あっち向いてほい東方のね、はい、吉崎さん B、 B、はい、お3人ともランクついた。そうですね、あ、つきました。この年いいじゃないですか。まあ、そうなんですけど B1 個って、まあ、って感じなんですよ僕は、はい、でもまあ球団には結果残してるってことですからね。うん、B1 個じゃちょっと物足りないと、ほうほう、上位3、うん、だから上位ドラフト3位までで、はい、B1 個は正直、うん、って感じです。へえ、いやもうその B の基準を教えてほしいどのぐらいなのっていう。で次、はい、2000年、2000年来た。1位伊庭、伊庭さん、はい、同級生です僕、はい、BB、 BB、 2位木本、龍谷大学から、はい、龍谷大 A、 お A 来た。で3位加藤、はい、これ僕同級生、徳島商店、無印、そうなんですか、無印、はい、だから大卒社会人ですね、はい、だから BBA 無印です。 BB と A 無印、はい、はい、で2001年、はい、江尻自由枠で、おー、 BB、 あー、江尻慎太郎さんか、はい、はい、で山口佐藤と無印です、はい、で若干寂しいですね。そうですね。んこれなんだ、自由枠っていう、自由枠っていうのは、まあ、逆指名と一緒で、まあ、逆指名制度っていうのが93年から始まって、はい、あの大卒社会人はチームと選手側が相思相愛だと、はい、行く球団選べたんですよね、うんうん、だもし3球団から来てほしいって言えば選手側から自分で行きたいとか決めれたんですよ、はい、まあ、1球団しかなかったらそこですね、うんうん、だからなんか球団が来てほしいって言っても選手が嫌だって言ったらいけないし、いけない、選手が行きたいって言っても球団がいらないって言ったらいけないんですよ、うんうん、で高卒はくじ引きですね、はい、でその自由枠の時はその自由枠を使うと高校生の一巡目が使えないとか、はい、あの自由枠を2つ使うと2巡目3巡目が使えないとか、あ、それ決まり方、はい、で自由枠を使わなかったら高校生のとかドラフト1位がいけるとかっていう、はい、なんか複雑なルールがあったんですけど、はい、じゃあ江尻さんは相思相愛で自由枠で入ったってことですね。そうですそうです、はい、で次じゃあ2002年、はい、1位が尾崎、2位鎌倉、あ、2位がなくて、で3位鎌倉、4位武田なんですけど、上位から尾崎、鎌倉、武田、久志、はい、でここは尾崎、鎌倉、無印の武田、久志は SS ですね。おお、 SS、 徳島県出身、ね、僕の後輩ですね。おお、まあ、もうすごかったです。中継ぎでもすごかったです。西武でも小柄は小さいんですけど、はい、コントロールとキレが良かったんで、うん、コントロール良すぎる分狙いやすかったんですけど、はい、持ってる球が一級品で、ミスが、だから力と力の勝負でミスは許されないですね、はい、まあ、このね、印象はに日本ハムが強かった時の、はい、あの後ろを支えた人ですね。うん、で2003年、はい、糸井、1SS、 あ、それ SS だけど1なんだ。あ、 1SS、 あ、小笠原さんよりちょっとなんか足りないんですかね。で2位砂が無印、はい、で3位押本が BB です。うん、押本も中継ぎでね、あとヤクルト行ったりしながら、はい、まあ頑張りましたよね、はい、まあ、糸井はね、もう、もうもう最初ピッチャーで入ったんですけどね、野手に転向して。あ、ピッチャーだったんですか。はい、あ、この間もなんかそれ聞いた気がするな。で糸井のプチ話のちょっと面白い話で言うと、はい、あのこれまあ聞いた話なんですけど、はい、京セラドームでセンター守ってて、はい、マジーって打ったらしいです相手が。で、あの外野のフェンスで上に、はい、なんかレストランみたいな空洞があって、もうそこからホームランなんですよね、はい、でその上にもう一つ広告のラバーがあって、あの観客席なんですけど、はい、要はそのもう上のバーのところはもうホームランなんですよね、はい、でそこに当たって跳ね返ってきたやつをノーバウンドのクッション取って大遠投セカンド投げたらしいんですよ。へー、で、はい、あのホームランってやってるからチームが、はい、フェンス当たってる、入ってない入ってないってめっちゃ抗議したっていうね。いやもうそこホームランですよっていうそうなんですね。へー、すごいプチ情報ですね。はい、まあ、分からなくもないっていうね、知らなかったら、はい、そうですね。で2004年、はい、とうとう来ます、ダルビッシュ。おお、 2SS、 あ、2、はい、2なんだ。
2SS の、はい、で橋本が無印の、はい、マイケル中山が S 中村がマイケル中村が S です S あすごい S が2人もいる。だ武田マイケルの後ろはすごかったっす、はい、本当。うーん、あ武田久志投手の後ってことですね、はい、マイケル守護神だったん で、はい、でジャイアンツに移籍しましたけど、うん、本当すごかったっす。もう変化球だけ持ってたんですよ、変化球投げるから。でそれで打ててたんですけど、変化球バッて投げるから、はい、変化球投げてこなくなって、はい、読みづらくなったっていう。カットばっかり投げるようになっていて、もうカーブとかスライダー早く投げろよみたいな、そればっかり打っててすごいいいです、思い出話が。じゃあ次、この年すごいな。で2005年、はい、で2005年から高校大学社会人が分かれるんですよ、はい、あのドラフトが。本当だ。で高校は陽、木下、はい、で大学社会人が八木、川島恵三、今はね、うん、ソウルバンクにいる、はい、だから要は SS、うん、で木下は無印、はい、で八木は A プラスで川島が BB っていう。あ結構ランクついてますね。もう結構いいドラフトしたんですね。いい年ですね。八木、はい、まあ、はね新人王も取りましたし、はい、あの出だし進化もあってね、いいピッチャーでしたよ。はい、で2006年、はい、高校1位、吉川投手だ。で2位が上村、吉川 SS、はい、で大学社会人が宮本糸数、はい、ここは両者無印。無印でも吉川はね、うん、クイックがめちゃくちゃ速いんですよ、はい、本当にランナーいない時の方が打ちやすかったんですね、タイミング合わせやすかったんで、はい、ランナーいる時は本当にタイミング合わせづらかったですね。クイックも速かったし、うん、あの1回 MVP 取った時とかもすごかったですよね。うん、1位で SS つくのはいいですね。あこれもう1要だからもう6 5年6年の2年連続の陽吉川で SS は、はい、今度もダウト、ね、すごいですね、はい、で2007年、おまた来た中田翔、はい、2SS、 おで津田無印、はい、で大学社会人がただの無印の宮西 SS っていう。おだここ1年で2人 SS いるのはドラフトとしてはもう上等ですよね。すここ数年めちゃくちゃいい流れじゃないですか。そうです。だからね、はい、この5、6、7の SS がいるから、はい、そこら近辺が強くなるんですよ。あ、そっから何年後かにすごいドーンって、ね、チームが強くなっていくんですよ、はい、この SS がどれだけいるかとどれだけ集まってるかによって、うん、チームが強いかどうかが、まあ、一つの目安として出てくるんですよ。あります、ね、絶対ではないんですけどね、はい、でこういうの見てると本当に面白いんですよ。面白いですね。で2008年が、はい、大野が 1S、うん、はい、で、坂木原が A プラス、はい、で矢抜が B っていう、これもまあまあいいですね。3位ぐらいで B だと僕はいいと思うんですよ、はい、1位で B は悲しいんですけど、はい、3位で B に入ってくるっていうのは、うん、まあ、僕はチームとしてはいいかなと思うんですけど、はい、でここだって1、2、3、4で前に比べたら5、6、7年連続 SS いるんですよ。すごい。これはもうドラフト戦略、おスカウト、スカウトいいですよね、うん、だからあの前半の S があんまりいなかったじゃないですか、はい、1位に、うん、B だからやっぱり弱かったんですよね。だそっから今この年代になってこうなってきた、ね、そうだから2000年過ぎたあたりからこの SS を毎年いけるようになってきて、うん、はい、それがまあ、あの評価としてはこれ選手の評価じゃないんで、はい、スカウトの評価だけなんで、うん、この S とか A とかで選手の能力を測るわけじゃないっていうことも覚えておいてほしいですね。はい、スカウトにどれだけ見る目があったかっていう、そうだけの指数っていうだけなんで、はい、選手の能力を測るわけじゃないっていう、はい、だからこのSS が名だたって、しかも球界屈指じゃないですか、はい、しかも 1SS、2SS ので、2SS、1S がいるわけです、はい、それは強くなるんですよねピッチャー、キャッチャー、野手も含めて、はい、こういったところがチームを強くするドラフト成功してますよね、日本ハムは。だからやっぱりあの2005年以降ぐらいからやっぱ強くなってきたっていうのはそこやと思うんですよ、はい、そうですね、ここのドラフトがあって、ダルビッシュがね、2004年に入って6年ぐらいだと、まあ、3年目とかじゃないですか、うん、ここが来る時だし、はい、で武田久志は社会人からだし、はい、で伊藤井は大学じゃないですか、うん、で陽が高卒の、吉川も高卒、中田とか、はい、ここは若い世代が活躍したことによって長く続くんですよね、うん、強さが、はい、なるほど、面白いでしょ。面白いですね。で2009年、はい、中村、大塚、加藤ってこう全員無印です、はい、ここに来てここまで良かったのに、その下の増井投手とかはね、あれですけど、はい、5位にいる。そうなんですよ。でも上位3つとしては見るんですよ、目がっていう。なるほど。で、10年が斉藤優ちゃん、来た、無印。あ、無印なのか。で西川、SS ですね。SS。今センター。おで、乾井が無印。はい。で、2011年、はい、菅野をドラフト1位したんですけど、はい、拒否。そうだ。
入団拒否。そうだった。でもくじ引きで取れてるんで、はい、入ってたら、はい、もう間違いなく SS なんですよ。でしたね、はい、選択としては良かったんですけど、はい、入ってくれなかったんですよね。そうですね。で2位松本が B、はい、で石川無印だ。ここは塚野が入ってくれなかったことによっての、まあ、マイナス面が大きかったですね。なかなか、はい。で12年、はい、大谷、お SS、 SS 森本無印の鍵谷 BB、BB なんだ。だから3位ぐらいで BB っていいんですよ。はい、そうですね、はい、いいドラフトできてるってことですね。そうそうそう。で13年、はい、渡辺 B、 浦野無印の岡 B、 岡、はい、選手でも B と、はいはい、で、14年有原 SS か？ S プラス、え、 S プラス SS じゃないんだ。 SS じゃないです、 S プラスです。プラスがついたんですね、はい、で清水無印の浅野無印、はい、で15年が上原加藤井口全員無印、うーん、で16年、はい、堀 B、はい、石井 B の宝無印、はい、で17年清宮西村田中無印、18年の吉田野村生田部が無印、はい、でもまあ14年ぐらいからどっていうのは、うん、まだ1,2,3,4、まあ、5年目とかなんで、はい、まあまだこっからのねとこもあるん で、 で、ね、この10、まあ、15年ぐらいからのドラフトっていうのは、はい、なかなか評価しづらいっていう、はい、なかなか SS は出てきにくいですね。 SS、まあ、出てくる人もいますけど、はい、まあ、なかなか難しい、まあ、今後に期待、はい、だここら辺の評価だから2015年以降の、4ドラフトっていうのは、うん、まあ、これからの期待のドラフトなんで、はい、まあ、正直評価の対象外ではありますね、はい、まあ、活躍した人たちはプラスですけどね、はい、いやなんか有原投手が SS じゃないっていうのがちょっと不思議で、 S プラスですね。だって最多勝も取ってるし、新人王も取ってるし、はい、それなのにみたいな。Sプラスです。Sプラスなんだ。ああ、基準が分かんないよ。ということで、はい、日本ハム、はい、ちょっとまとめますか。まとめますね。はい、ちょっと全部でだから16の19、19、26、35、76、76の1人拒否。はい。だから。76人で、まあ、11SS なんですよ。あ、でも意外といいんですかこれは。まあ他のチームとの、そうですね、どのぐらいかっていうのを、そうそう、どのぐらいかを見ていかないと、はい、これだけではいいか悪いか分かんないんですけど、はい、でもまあやっぱり強い時期っていうのは、はい、ハムがだから2005年からの時とかはやっぱいますね、やっぱ SS ギュッて固まってましたもんね。ギュッて固まってやっぱいるんですよね、うん、でそこの選手たちが若いんで、はい、うん、その後も引っ張ってきてる。だって今もまだねいる選手がほとんどなんで、はい、でそれとともに下位の選手でも SS とかいるはずなんで、はい、いますね。上位で SS がいると下位になった時に2倍になるじゃないですか、はい、それが強くなるんで上位には必ずいなきゃいけないんですよね、はい、で逆に言うと最近のちょっと低迷具合、ちょっと最近なかなか上位来ないなっていうのは、まあ、大谷が抜けてからの続いての上位のがあんまりいなかったっていう、まだ若いとはいえね、でも大学とか社会人で即戦力って言って取ってる選手はいると思うんで、はい、そこら辺の出没が薄いっていうところが若干最近のちょっと伸び悩みなのかなと。そうですね、また今年のでもルーキーの川野選手とかが一気に SS とかに上がってくる可能性もあるですね、はい、でしかもこの94年当初もやっぱり薄いですね、うん、その上位のなかなかいなかったですね。やっぱ B が多くて、はい、A もそんなにいないじゃないですか、うん、だからそういったところが、うん、まあたまにの A クラスはあるんですけど、はい、まあ、全体的に厳しかったところなのかなっていう評価ですね、うん、いやでもこうやって見てるとやっぱチームを強くするには編成スカウトって大事だなと思いますね。いやめちゃくちゃ大事だと思いますよ。だから宮本慎也さんの時に、はい、いや編成もスカウトも問題あるやろって強めに言いましたけど、はい、そういうのをちょっと調べていこうっていう、まあ、第1回かなり長くなりましたけど、はい、まあ、日本ハム、はい、まあ、他の球団ここからね11球団ありますけど、はい、他の球団見ながらちょっと対比していきたいと思います。はい、1-3、セリーグの3位、阪神。阪神だ。はい、じゃあ94年から1位はですね。あ、山村さんだ。はい、そうそう、楽天にいたね。はい、評価 B です。B。だ結構、だから、17年、現役。そうですね。はい、シュートがね、はい、ややこしかったですね、シュートが。だシュートする間の横の動きですね。はい。どっちかっていうとね、投球スタイルは。結構で対戦してますもんね、はい、うん、阪神、近鉄、楽天とね、はい、3球団行ってますから。2位が北川さん、はい、AA です。 AA 北川さんね、近鉄が優勝した時の代打サヨナラ逆転満塁ホームラン、はい、打った、はい、まあ、キャッチャーで入団して、うん、僕もだから最初1軍で出だした時はキャッチャーだったんですけど、はい、
まあ、キャッチャーのスキルは先輩ながら申し訳ないですけど、そんなうまいとは一ミリも思わなかったですね。やっぱりバッティングはすごかったん で、でしかもね、はい、渡辺俊介キラーだったんですよ。俊ちゃんを、はい、まあ簡単に打つんですよ、はい、右バッターも結構苦労してたんですけど、なぜかタイミング合うって言って、はい、いつも俊ちゃんで北川さんをどうやって抑えようかっていうのをすごい苦労したっていう記憶がありますね。やっぱピッチャーによって得意不得意あるんですね。そうですね、うん、もうバッティングは素晴らしかったですね、北川さん。でも AA と AA です、はい、AA いいんですもんね、はい、AA なんて球界の中でも上位ですか、はい、上位なんですね、はい、S は行ってないけど結構すごいわけですよね。そうそうそう、 S は頂点見た人ですから。頂点ですね、わ、はい、かりました、はい、そう思っとこう、はいはい、3位が田中修太、はい、あの BB です。 BB、はい、だからもう BAABB だから全部いい。まあまあいい、まあ、山村1位が B っていうのは正直寂しいんですけど、はい、まあ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 って感じですね。まあ、2位サイドになってる感じはありますね、はい、で95年、はい、船木さん、中野瀬さん、林さんっていう、はい、申し訳ないですけど、はい、船木さんがちょっと分かんないですね。イースタンだと戦ってるから分かるんですけど、はい、ウエスタンになると1軍にいないと対戦することもないんで、うん、あそっか、正直全く分かんないんですよね。2軍のリーグが違うと、はい、船木さんは1回ロッテに来たんで、はい、最後にね、だからそこで、うん、面識ありますけど、はい、あの全員無印です。ではそうなんだ、はい、96年、はい、今岡さん SS ですね、うん、はい、もうそれはねもう、はい、で関本、はい、BB、 BB、 お SSBB と、はい、で浜中、はい、おこのドラフトはね最高、すごいタイガース96年、はい、いいドラフトですね。めっちゃいいドラフトです。前回のハムの時も、はい、これはなかったと思うんです。ここまでいいのは、はい、そうですね。SS いてもその下が無印だったり、はい、全員がこの、はい、はすごいです。これはもう阪神96年のスカウト編成部長の人、さすがです。でも95年ダメです。まあでも挽回しましたね。いや変わってるかもわかんないけどね。そうですね。で97年。はい。97年が中谷、智弁和歌山からで、はい、多分今監督してると思うんですよね、智弁和歌山の、うんうんうん、中谷無印、はい、井川圭 SS、 SS 私にも20勝投手ですからね、はい、で橋本無印です。無印ちょっと分かんないですね、橋本さんはちょっと、はい、でちなみに4位に坪井さんがいるっていうね、その年。ああ本当だ、はい、でもあの3位までしか評価しないんで、はい、この佐々木指数の評価はそうですね、3位まで、はい、下にもいい選手はもちろんいっぱいいますからね、けどいわば上位で取るほど、だから橋本投手よりはいらなかったんですもんね。そういうことですね、はい、だから万が一取られてたらアウトじゃないですか、はい、だからやっぱり3位までのしか評価しない、うん、その目を評価する、はい、里崎指数評価としてはね、はい、次98年、はい、これは僕のドラフトです。お藤川球児、お 3SS、 おすごい、すごい、あの前回の動画と合わせて2人目、はい、3SS で金沢、はい、BB、 BB 福原、はい、SS、 SS、 ここもすごいですよ、だから SS2 人ですから、すごい上位3人で、やっぱ私あんまりその昔のドラフトの昔の選手って分かんないですけど、 SS まで来るとやっぱ名前知ってますもんね、はい、今はね福原はコーチしてますけど、球児、はい、はねまだレギュラー、はい、やってますからね、バリバリ現役ですけど、福原も球児の全盛期はストレート本当に速かったですね、はい、もうフォークとか張ってましたもんね、はい、真っすぐ打てへんと思って、うん、であれをパ・リーグで言えば交流戦で球児を対応するのは難しいですね、はい、何回も対戦して対策練ないとやっと慣れてくる、初見はドーンって感じだったんです、本当に速かったですよ。あそうなんですね、はあ、思ったところよりね、はい、高めに来るしね、うん、速いもん、さんの年なんですね。そうそうそう、そう、はいはい、僕は大卒ですけど、はい、福原と同級生なんですよ。あ福原は大卒なんで、高卒の方は年下ですね。そうそうそう、松坂世代ですね。すいません昔のドラフト昔の人とか言っちゃってます。福原も球速かったですからね、はい、中継ぎでね。へえ。で99年1位的場、はい、無印、無印で2位吉野 BB で3位岡本無印です。無印吉野もね、はい、日大なんですけど、僕のだから一つ下だったんですけど、日大の時めっちゃいいピッチすごかったですよ、力もあるし、はい、もっと活躍するかなと思ったんですけど、うん、まあ、それでも、BB なんで、はい、まあまあまあ、一軍の戦力にはなってるんで、そうですね、あれですけど、うん、B じゃなくて BB なわけですからね、はい、2000年、はい、1位藤田太陽、はい、B
2位、伊達さん。これ伊達さんってね、ロッテの寮長の息子なんですよ。へぇー、そうなん、僕が入った時の寮長が、はい、が BB、 BB で、3位加納、B っす。 B、お、B オンパレードでしたね、うん、でもこれでやっぱちょっと寂しいですよね。うん、まあ、無印ではいいんですけどね。なかなか A って出てこないですね。そうですね、はい、A ってレベルめっちゃ高いですからね。そうですよね、はい、でも SS… 球界の中でもトップクラスですから、うん、A はそうですよね、はい、だレギュラーでも球界の中でトップかって言われたら、はい、そ、チームの中でトップだけど、はい、球界の中でトップクラスかって言われると違うやつはいっぱいいるじゃないですか、はい、だから BB はチームでの頂点を、まあ、チーム内では出てますよっていう、はい、A は球界、球界、 S は頂点みたいなっていう、はい、まあ、基準はね、後々楽しみにしとくんで、そうそうそう、はい、ああでもない、こうでもないって言いながらね、見てください、はいはい、2001年、安藤選手、AA、来た、はい、コントロール良かったですもんね。だからなんか爆発的な球の威力があったわけじゃないですけど、すべてにおいての球種のクオリティ高かったですね。で、2、浅井、無印、はい、自由枠で、うん、桜井、B、これ PL からね、今井も同級生なんですよ。だこの自由枠で取って無印はきついですよね。そうですね、あ、まあ、でもそこに安藤がね AA になってるんで、まあまだいいですけどね、はい、で次2002年自由枠2人、うん、杉山無印、無印じゃないですか、エグサ BB、 BB、 これはあのエグサはね、あのバレーボールのセッターの、はい、が奥さんなんですよ。あ、そうなんですか、はい、へえ。で3位中村、この左ピッチャーも良かったんですけどね、無印です、はい、無印、はい、だここはちょっと2002年ちょっと悲しいですね、うん、で2003年、はい、鳥谷来た、これは SS か、 1SS、 1SS 来たで筒井さん BB、 BB で佐治木原さんが B です。 B で2004年、はい、ここもだから自由枠がっつり取っていきますね。いい、そうですね、毎回2人ずつね。いやでもそれほどやっぱ阪神っていう球団に魅力があるから来るわけですよね。ということはドラフト1巡目の高卒を行ってないってことなんですよ。常に大卒社会人を上位で取って、高卒をこの自由枠を2つ取ると、はい、高校ドラフトの下は4巡目からしか参加できないんで、あ、だからさっき、ね、日本ハムの第1回目やりましたけど、はい、自由枠使わないでダルビッシュ1位とかいけてるじゃないですか。そうですね、だから高校生の1位いけないんですよ、はい、自由枠使うと。そうか、だからそこが駆け引きがあるんですけど、でも即戦力系のいい選手をいっぱい取ってきてるっていうって言ってんのに、即戦力になってないところが厳しいですよね。ああ、そうですね、はい、1位岡崎、こうキャッチャーでね、はい、入ってきて無印、はい、で自由枠で能見、能見 1S、 あ、S なんだ、はい、で、4巡目に橋本健太郎、はい、BB です、 BB、うん、はい、だから、まああのまあ、2003年のとか2005年リーグ優勝、はい、タイガースしてますけど、うん、でもこのドラフトの結果見てたら、そんなリーグ優勝をするほどの上位ランクの強さってあんまり目に見えないですよね。その日本ハムみたいに毎年連続 SS がいるとか、一気に固まってる感じはないですね。ないじゃないですか。でも2003年2005年優勝できてるじゃないですか、はい、この理由はですね、はい、FA などの戦力補強ですよね。ああ、そういうことか。だからあの時は金本さんとか、はい、あと伊良部さんとか、はい、下柳さんとか、うんうん、で外国人とか、はい、そうか、そういうところで補いますもんね。そうそう、それとまあ会のね、はい、人たちの押し上げもあるんですけど、はい、だそういうのでも強くなるんで、一概にこの1位2位3位だけの指数だけでは強さ弱さは測れないんですけど、はい、でもそういう FA とか、うん、そういうのを積極してない、積極的に行わないチームっていうのは日本ハムみたいに、はい、やっぱあの絡んでくると強いですよね。うん、だそこがそう、ね、だから要はドラフト、はい、スカウト編成の見せ所があったっていうね、はい、そうですね、うん、だからこう正直ここまでですけど、うん、SS が今岡さん、井川、藤川球児で鳥谷と約10年ぐらいで5人いるんで悪くはないんですけど、はい、B もやたら多いんで、 B めちゃくちゃいますよ、 BB と B が多いですね、うんうん、チームでレギュラーとかチームで主力になるのはどのチームも当たり前なんで、はい、でも球界的に言えばトップクラスにはいないっていうところの、はい、ちょっと落ちるところはあるっすね、うんうんうん、そういう選手がまあ積み重なって押し上げてる感じはあるんですよね。そうですね。だから日本ハムもこの94年から2004年までってあんまりパッとしなかったと思うんですけど、はい、でそこで戦力補強してないんで、はい、このタイガースの違い、うん、強さの違いが出てくるんですよね、途中での FA などの。でもこうやってスカウトで
こう SS がたくさんギュッと集まって優勝とかにすると編成スカウトの方々ってものすごい嬉しいでしょうね。いやもうそれはもう編成スカウトの能力をさすがっていう、はい、そうですね、はい、逆にそこがうまくいってないと途中でお金使わなきゃいけないっていう、うん、はい、逆に言ったらそこの人たちもっと頑張りなさいってなりますよね、うんうん、でこれはね、あのまあ多分意見あると思うんですけど、はい、くじ引き負けとかも言うと思うんですよ、うんうん、で僕はそこ考慮しないんですよ、はい、くじ引き負けがあったから仕方ないって考慮しないんですよ、はい、それなんでかっていうと山田テストみたいに、はい、外れ外れ1位でトリプルスリーの選手もいるわけですよ、うんうん、そうですね、ということはくじ引きに外れたからこそ、はい、その選手が取れてスーパースターになったこともあると思うんで、うん、それはもうあのイーブンっていう考えなんですよね、はい、運も平等、そうそうそう、はい、だからそこも別にくじ引き、うん、じゃあ行かなきゃよかったじゃんっていう、まあ確かに他でも、はい、いい選手下位にもいたのに、うん、その選手行った方が良かったんじゃないのっていう選択のあれもあるんで、はい、だそこはくじ引き負けも考慮しないです、はい、行ったのが悪いっていう、まあでもどうもう何回外れても12人までは1巡目で取れるわけじゃないですか、そうそうそうです、はい、はい、よしじゃあ次は2005年、はい、ここから高校分かれますからね、はい、で高校は鶴、はい、B 若竹無印、はい、で大学社会人が岩田、はい、1A、 あやっといた A とかで1がつくの珍しいでしょ、そうですね、この1とか2とかがよくわからないで2位が、はい、金村無印、無印で2006年、1位野原、2位橋本、はい、無印、2人と無印、はい、で大学社会人が小島無印の上園 B プラス、 B プラスで2007年、はい、高浜森田両方無印、はい、社会人大学は白仁田 B 石川無印、この辺ちょっと無印ちょっとここら辺がね一気に失敗感がドラフトを漂ってくるんですよ、ですね、で2008年、はい、1位が翔、翔無印、柴田 B の上本 BB、 上本選手で BB だな、うん、はい、で2009年、はい、二上藤原、はい、海全員無印、おこのもね上位のこの2006年から2009年にかけての残念感はやばいっすね、はい、このドラフト戦略的には大きな失敗、はい、ドラフト1位が全員ほぼ活躍してないんです、無印っていうのが多いですね、はい、白仁田選手だけが B っていうだけで、はい、で B はちょっと1位じゃちょっと厳しいんで、うん、もうこの2006年から2009年までの編成スカウトの方々はもう全員大失敗ですね、はい、やっちゃったなっていう感じです言いますね、いやちょっと事実ですから、まあまあデータに基づいて、そうです、僕は別に主観とか好きとか嫌いとかじゃなくて、はい、だってこれを見てね、はい、この評価を見てその時誰が編成部長だったかとかスカウト部長だったかとかそれは知らないですよ、はい、誰が権限あったかは知らないですよ、うん、はい、でこれだけ見て言ってるだけですから、はい、逆にこれだけを見てうわドラフトうまかったねって言えるんかっていう、逆に、うん、そうですね、うん、でそれをあのチームの監督コーチに問われても、はい、それはちょっときついですよねで、はい、2010年、10年、1位榎田選手 A、 はい、でこれちょっとあの正味あの頑張ったのってここもまだ、はい、あの面白いんですけど、西武にも行っても活躍とかもあるんでそこがね、そうですね、はあ、でも僕はもう取ったところが目があったと思うんで、移籍して活躍でも、はい、取ったところ人たちが目があったというね評価なんで、はい、だから、A、そうか西武で11勝してるんですね、はあ、2位が一二三無印で中谷 B、うん、B で2011年、伊藤西内西田全員無印、おお2012年、藤浪慎太郎、なランク何なんだろう、 1S、 はい、北条、はい、B 花穂無印、無印ですね、すごい珍しい、見たことないし、2013年、はい、岩貞 A、 横田陽子は無印、はい、いやこの2005年からの13年は、はい、まあ結構やっちゃってますよね、そうですねだって S が多分 S 以上が藤浪投手しかいないのかな、そうですね、ぐらいですね、はい、で無印がだって19人もいますもん、そうですね、そこの間で、はい、1,2,3,4,5,6,7,18 の、あ今無印30人ですよ、多いですね、はい、明らかに、はい、だって前回の日本ハムが無印、あでも41か、
はい、んあれ私なんか変なところに印つけてる。あ、じゃあいいね、大丈夫、大丈夫。タイガースの T でしょ。タイガースの T タイガースの T と正の字間違えない。正の字間違えない。じゃあ次、はい、2014年から、はい、横山石崎英吾氏、無印、はい、3人、はい、で高山、はい、BB プラス、坂本武康、無印。16年、はい、大山、おう、 BB なんだ。小野彩儀、無印、はい、17年、馬場高橋、はい、熊谷かな、これ、はい、熊谷とかじゃない、熊谷とかもありますからね。あ、本当、熊谷だ、はい、無印。18年、はい、近本 S。 そらだってね、あの活躍。そうかも、それでも S に入るんですね、はい、A じゃなくて。1年で S ですからね。1年で S、 すごいでもこれでちょっと評価基準見えてくるかもしれないですよ。小畑無印、木浪 B、 これで阪神です。はい、ってことは今集計すると、うん、SS が5人、はい、で S が3人、 AA が0、いや AA が3人います、うん、で A も3人、 BB が11、 B が12、うん、で、無印が1、2、3、4、5、6、7、8、5、7、10、41。ってことは、はあ、ちょっと だから、全体的に見ると S 異常が少ないから、うん、だからまあ A 異常が少ないんで B と BB が多くなるんですよ。ですね、基本的にあの B と BB っていうのは一定数いるんで、はい、そのチームで主力になると、うん、B と BB には絶対になるんで、はい、だから要は頂点見てる人が少ないですよね。そうですね、 A 以上がどれだけいるかっていうのがまあ大事です、が勝負、 A 以上がどれだけいるかで、はい、そのドラフトの成功具合が分かるんですよ。で B は、はい、BBB はがそこが最低いないとやばいよっていうね。そうですね、まあ、上位が活躍、チームの、 その中心的になってないってことなんで、うんうん、でも日本ハムの SS って11人ぐらいいたんで、はあ、そう思うと半分ですね。そうなんですよ、だから全体的に言えばあのうまくないですね。そうですね逃げてきちゃいますね、はい、だってあのドラフト1位の SS が今岡さん、藤川、鳥谷だけなんですよ。あ、でも5人中3人がドラ1なんだ。1位っていう、はい、だ要はあの2位で、2位の井川が SS なんで、はい、まあ、SS が上位には来てるけれども少ない、ね、少ないって全体的に。やっぱそうなってくると補強しなきゃ強さを保てないですね、うん、はい、だいい年っていうのは補強頑張ってたっていうことかもしれないですね。そうです、そうです、とか外国人の活躍とかっていうところがかなりあったのかなっていう、うん、はあ、なるほど。だからやっぱだからこれからのチームをもっと支えていくためには、はい、14年以降に入団した選手たちがもうちょっと頑張っていかないと、はい、ちょっときつくなってきますね。そうですね、はい、もうだって10年ぐらいの入団の選手っていうのはもう30前後なんで、うん、もし大学社会人からだと30オーバーなんで、はい、まあ伸びしろ的にはまあ、まだあるかも分かんないですけど、うん、大きく、まあ、レギュラーじゃないと厳しいですねってなった時に、やっぱこの2006年から、はい、今は6年からがちょっと大きくへこんで、はい、へこみすぎっていう、ちょっと残念っていう。そうですね、はい、いやちょっとこうやってデータにすると面白いですね。いや面白いでしょ、面白い、見え方が、はい、球団と比べるのもすごい面白いです、これ。だからあの2000、うんね、だから94年から2004年までは比較的いい感じでドラフトできてたと思うんですよ、はい、だからそれが多分2003年とか2005年の強さ、はい、優勝タイガースの強さに、はい、でそこを補強もするで実を結んでると思うんですよ、うんうん、でその2005年以降からのこのドラフトの上位のそのまあ言いますけど失敗感がやっぱり、はい、あの抜け出せないっていうところに、うん、この2005年から2010年ぐらいの人たちが2015年ぐらいを支えるんで、はい、だこことかがもうちょっと頑張れたらっていうところはありますけど、うんうん、だから全体的にちょっとあの2004年までと2005年以降がちょっと大幅にドラフト の、はい、あの差がありすぎるっていうところが、はい、ちょっとうまくいけてない、ドラフトうまくいってないなっていうところありますよね、まあ、この近年のドラフトの選手たちにまた期待っていう感じですね。そうですね、だから2014年以降のドラフトで取った選手たちが、だから大山とかもそうだし、はい、まあ、あの高橋遥人、はい、17年の2位とか、うんうん、まあ、西木尾の
とかっていうところので、まあ、15年坂本キャッチャー、はい、江越とかがここからどこまでチームの中心的選手になって、最低でもでそこからリーグの代表する選手に慣れていかないとガッツ強くなるんですよね。はい、いや面白いですね。でしょ、はい、だまあ全体的に言えば今は現状は日本ハムのドラフト戦略の良さが今、はい、まあどっちか今日のタイガースと日本ハムで考えれば、まあ、日本ハムの方が SS が圧倒的に A 以上が多いですね、はい、っていうところは、はい、まあ、感じますよね。はい、はい、またちょっと比べていきましょう。そうですね、はい、4の4偶数のパリーグの4位ロッテ。ロッテ、お、ちょっと楽しみですね。そうですか、そうですね、はい、まあ俺は選手で言ったけど別に編成とドラフトに関わってるわけじゃないんで。そうですねいやでも佐藤さんのそのまあでもはっきり言っちゃいますよ、仕方ないですよ。いやそうです、ね、下手くそは失敗してるっていうし、すごいのはすごいっていうね、はい、事実に基づいて言うだけですから。でもこう知ってる選手っていうのが多いじゃないですか。あ、そうですね、じゃあ喋りやすいですね、うん、いや94年、はい、でもほとんど佐藤さんは一緒にやってきた。そうです、だから1位サブローっすから。ああ、サブローさんなんだ。はい、ガドラフト1位なんですよ。あ、本当だ、大村サブローって書いてある、ね、そう大村岩尾さんっていう方が一先輩にいたんで、はい、サブローにしたらしいですよね。そうなんだ、はい、サブローは SS です。お、SS、うん、もう最初から来ましたね、はい、で2位黒木さん、ジョニー、ジョニーさん 1SS。 お、これはすごいっすよ。すごい、はい、1位、2位でSS2 人来てますか、1位、はい、2位で。これはもう、まあ、ロッテにいたから言うわけじゃないですけど、はい、事実に基づいても、はい、このドラフトはすごいです、はい、すごい。で、3位が橋本佑、はい、僕同級生、はい、キャッチャー無印です、無印です、はい、95年、はい、1位沢井亮介、銚子商業、はい、うん、だから甲子園のスーパースターですからね、はい、準優勝かな、確か、はい、東の沢井、西の福留って言われてたんですよ、はい、PL の、うん、で、無印です、こんなに説明して、はい、でも2002年一緒に開幕スタメンだったんですよ、オープン戦打ちまくって。そうなんですか、はい、でも開幕11連敗して、はい、2人ともすぐに行きましたけどそういう思い出もある。そういう思い出もあるです、はい、凌介ね、はい、今もなんかたまにね野球教室とかで会ったりして。あ、そうなんですか。1回凌介の職場の公園とかも行ったりして、はい、今宇都宮でね保険屋さんで結構偉くなってるらしくて、はい、すごい頑張ってるんですよ。だからそういうの嬉しいですね。同じ時期ね、その野球離れても頑張ってて、うん、なんか尊敬しますね。はい。2位、薮田さん。薮田さんは 1S。 1S か。はい。はい、で3位が飯田。はい。無印です。無印です、ね。よく2軍の時よく遊んだですね。あ、鶴が劇から入ってる。へえ。飲みに行ったり。で96年。はい。1位清水正信さん。はい。こう青学からキャッチャーで入って。あ、そうなんだ。僕が1軍で出るまでのキャッチャーがレギュラーですね。BB です。BB。はい。竹清さん。はい。B です。B。川又さん。無印です。はい。今川又さん高校野球の監督されてるんですよ。神奈川で。あ、神奈川の。はい。甲子園目指して。へえ、そうなんだ。はい。その下に小林弘之さんとかね、小坂さんがいるんですね。そう。小坂さんとかね、もう SS じゃん多分ね。そうですよね。多分ですけど、でも3位までしか評価しない。はい。97年。1位。渡辺正人、はい、BB です。BB。で2位、寺村さん、無印。3位、藤田さん、S です。S。寺村さん、球速かったんですけど、はい、コントロール悪かったんで、それはちょっと難しかったですね。へぇ。で、途中で横手投げにしても、はい、まあ難しかったですね。受けてますもんね、そうです、そうです。こういう方々みんな。鍋とか多分、ダルビッシュからランニングホームラン打ってますもんね。へぇ。ランニングホームランってっていう。へぇ。あと日本シリーズでも多分ね、鍋ホームラン打ってるんですよね。ああ、そうなんですか。ああ、確か勝負強いですよね。へえ。今はね、オリックスかなんかのスカウトスコアラーからやってますね。98年、はい、小林正秀さん、はい、1S、 1S、 ああ、おで、2位僕です。お、 2SS です。おお、すごいランク来ましたね。しかし、ね、全員一緒の基準でやってるんですから。そうですよね、はあ、別に僕に甘くしたわけでもないんで。いや、もちろんそうです。佐藤さんはスターでしたからね、はい、2位。3位可愛い、はい、BB です。 BB、 あ、でもこの年いいんじゃないですか。そうです、同級生なんですよ。はい、大学も首都大学リーグで、はい、母ちゃんは城西大学で、はい、で、まあ楽天に行きましたけど、はい、だから一軍に出足は母ちゃんの先でしたからね。中継ぎで、あ、そう、1年目から活躍してました。僕なんて結構後多いですからね。そうです、正山も1年目から行って、うん、かなり2軍で修行しました、ね、あ、そっ か、 まあ競馬で言って追い込みますね。最後に頑張れたんですけどね。あ、そうなんだ、うん、はい。いや、河合さん楽天でなんか、あ、ニックネームあったね、今すごい。ボブでしょ。あ、ボブだ、はい、いや、思い出した
いのに全然出てこなくてボブだ、そうだそうだ、はい、99年1位高橋薫、はい、無印、無印今候補かな、薫も同級生なんですよ、シドニーオリンピック確か選ばれていってますからね、はい、そのアマチュアの時に、へあの一番最初の新人の時に都城で広島とオープン戦やって、初回に前田智則さんにいきなりデッドボール当ててぶち切れられるだって、はい、うわーオープン戦やぞらーって、めっちゃぶち切れられてたっていう、すごい覚えてますね、そういう細かいとこ。でも怪我とかもあってね、はい、だから投げた瞬間骨折れて肘の、まあ、もともと故障持ちで、はい、風呂分かった上で取って入ってきたんですけど、あ、そうなんだ。で、2位清水直之さん、はい、2AA、 2AA また新しいのが出てきた。3位戸部さん、無印です。戸部さんは今ね、ソフトバンクのバッティングピッチャーやってるんですけど、あ、そうなんですか。戸部さんがコールされた戸部、戸部ってコールして全員が飛んでるっていう、何でその応援と思いましたけどいいじゃないですか、いいですか、田舎ジャンプみたいな感じですでも飛べ飛べ、ちょっとなんかおちょくられてるじゃん半分いや名前と飛ぶをかけてますよね2000年、2000年、1位田中亮平、はい、無印、球速かったんですけどコントロールクソ悪かったですよ言いますね、はい。で2位加藤浩介、はい、A、 いや加藤すごかったですよ、うーっていう、ね、まあ勢いあったですけど続かなかったですね、はい。で3位長崎真一、無印です。2001年北隆、はい、慶応から最高打率、うん、当時5割南部だったかな、はい、リーグ戦の入ってきて2試合連続新人でサヨナラヒット打ったんですよ、2試合連続ですよ、すごいですね、無印です、無印ですね今、朝かもなんかちょっとぐらいいきそうな勢いで言っときながら無印です、はい、はい、お、今井さんだ、あ、今井、はい、1SF、 おお、田中隆さん、はい、無印です、無印で、2002年、はい、西岡、お、2SF、結構 SS 続きますね。でここが続くとやっぱこの伸びてきて、やっぱ強、ちょっとね戦力として上がっていくじゃないですか。あるんですね。浅間慶太、神田、無印。無印、はい、でやっぱ一人とかじゃ厚みが増さないんですよ。うーん、で2003年うち、はい、BB、 BB、 杉原、田中将彦は無印、はい、で2004年が久保が1位、はいはい、AA プラス、 AA プラス、はい、手島、竹原が無印、はい、でこの2094年から2004年見たときにパーッと見て、うん、はい、それは強くないですよね。まあそうですね、全体的に、うん、ドラフトとしてはね、そうですね、ちょこちょこいますけど、ちょこちょこ SS いるけども、もう全体的に見たらパッとしないところが弱いんですよ、はい、結局は。でも佐藤さんの年の近辺がまあ一番やっぱりちょっと固まってました。そうです、だからここの固まった人たちと、あとはボビーが来て、でボビーが連れてきたセラフィニー、ベニー、うんうん、フランコ、イースンヨプが活躍でなんとか頑張れたっていうのはあるんですけど、やっぱ薄い分、うん、その長く続かないんですよ、はい、ポンポン浮き沈みが激しくなるっていうのがこのドラフトで見えますよね、うん、あ、そうですね、はい、だからまあ全体的に言ったらまあうまくはないですよね、うん、はい、ドラフト1位のS 率が少ないですもんね今ドラフト1位です。だって三郎の SS で沢井、無印、清水正臣さん BB、 渡辺雅人 BB で、マサヤンが 1S の、はい、高橋薫、田中亮平来た3年連続無印、あで西岡で、うちで、ここもですね、一人だけが印ついてるだけで、はい、複数人がついてないんですよ、うんうん、複数人がついてるっていうのは98年だけなんですよ。佐藤さんの年、はい、マサヤン、僕、河合っていう、はい、で全体的に無印が多いのと、うん、あっても一人とか、はい、それはなかなかきついですよね、うん、そうですね、そういったところが、だからドラフト戦略で言うと、全体的に言うと、まあうまくはやってるんですよね、うん、ちょっと薄いかなっていう感じ、はい、じゃあ続いて、はい、ここから高校、大学、社会人に分かれるんですけど、高校が柳田、林で両方無印、はいはい、でここに来て新たな情報としては、柳田に至ってはドラフト1位なのに1試合も1軍出てない。ああそうなんですか。ドラフト1位でやっぱ1試合も1軍に出てないっていうのは、はい、もうドラフト戦略で言ったらもう失敗、お、うん、大失敗、はい、少なくても1試合は出てたら、うん、僕はこれ印つけないんですけど、はい、1試合も出てないんですよ。へえ、これまあ過去に阪神、日本ハムではなかったですね。なかったですね、はい、ここからちょこちょこ他の球団でも出てくるかもあるんですね、はい、で大学社会人で根本選手だ、はい、BB、 BB か、で川崎、はい、S、 S、まず社会人、大学の方はね、川崎はね、中継ぎで
チェンジアップが良かったんで、はい、特に右バッターは抑えやすかったですね。なんかスライダーが良かったんですよ、はい、だからなんか右左より右バッターの方が抑えやすかったんで、はい、なんか左のとこなんか左が代打で右出てくれたらラッキーって言って、へで今はね、あのロッテでバッティングピッチャーやってますけど、はい、まあ、コントロールも良かったし、うん、本当にまあ、リードはしやすかった、組み立てやすかったですね、はい、このあれですね、ロッテだけあって皆さんが今何してるかに詳しいですね。あ、まあさすがにね、はい、で2006年、はい、高校は大峰雄太、佐藤健二両方無印、そっか、大学社会人は神戸無印の荻野忠弘が A、 一人か、はい、薮田、藤田、小林正秀さんがいる時はこの川崎荻野がその前勤めてたんですよね。でそこがいなくなって、はい、荻野が抑えやって川崎が後ろに行きたいってメイン張り出したんですね、はい、で荻野ももうカットボールで、カットボールもう真っ直ぐとかほぼないカットボール、カーブ、フォークみたいな、はい、もう変化球ばっかりで、はい、でも体が小さい割にね、うん、よく頑張ったなと思いますけどね、へえ、で、はい、2007年唐川投手、唐川が A、 A で植松無印、はい、これ中田翔を抑えたっていう触れ込みで入ってきたんですけどね。おお、そうなんですか、高校時代に、はい、で大学社会人が服部 B、で根本が無印、ハットリも入ってきたとき、いいピッチャーやなと思ったんですけど、やっぱ球に力なかったですね、まあ、変化球もコントロールもそこそこ良かったんですけど、はい、ストレート力がないんで、うん、変化球が生きないですよね。へ、だから小さくまとまりすぎたんですね、はい、社会人だったら良かったのかも分かんないですけど、はい、やっぱプロに入るとストレートスピードをしっかり持っておかないと相手が嫌がらないんで、やっぱその変化球が生きないですよね。へ、ストレートってそんなに大事なんですね、うん、だから多分その同時期だった長谷部とかね、はい、楽天とかそういうタイプですよね。あ、なるほど、うん、2008年、はい、木村、はい、無印、長野、はい、拒否、出た拒否拒否あるすからね、ありますね、うん、菅野投手に続いて、うん、長野も来てくれな、ね、まあ、ジャイアンツ行ったSS ちゃうだろう、ジャイアンツで2位でも拒否っていうのがあるんですね。だからジャイアンツ行きたいですね、行きたいですね、うん、ジャイアンツです。上野 B、 2009年、はい、荻野、はい、SS、 お、 SS、 大谷 A、はい、大峰翔太、翔太無印、でも荻野選手も規定打席に行ったのが去年の初じゃないですか、はあ、でも SS に入るんですね。 SS です。はあ、基準が分かんないこれは僕も真剣に調べたんで、ひょっとしたらこの基準で間違ってるかもわかんないですけど、どっかでね、はいはい、それはまだその都度訂正します、はいはい、8時間もかけて作ったから、そうですね、どっかありそうですもんね、はい、で2010年、1位石峰、はい、A で南、うん、B で小林篤史無印、はい、やっぱ石峰はそういうスローイングがやっぱりちょっとね、一歩過ぎ味だったのが、あ、まあ、一歩過ぎ味っていうか、まあ、一歩過ぎなんですけど、はい、がやっぱり言いたかったですね。走力もあるし、バッティングもセンス良かったですけど、はい、やっぱり守備が投げれないっていうところが大きく選手としては損しましたね、はい、いい選手でしたけどね。そうなんですね、はい、あ、今コーチだったんでしたっけ。はい、なんか走塁コーチね。走塁コーチか、はい、11年、はい、藤岡、中後ろ、無印、鈴木大地、お、 SS です。 SS、はい、ここもね、藤岡、中後ろ、鈴木大地、しかも4位の増田だから上位上2人が活躍してないんですよ。下2人が活躍してます、ね。でね、これね、よくみんな覚えておいてほしいのが、はい、ドラフトの時に、うん、いやー、こいつ入ってきた、9時行きた、なんとかこいつは思うや、即戦力になるって、はい、取る時ばっかり言いますけど、はい、後の答え合わせしないじゃないですか。確かに。それを今やってるんですよ、答え合わせ。はい、面白いですね、答え合わせ。取った時だけ言うんですけど、はい、ね、そんなもんだよっていうね、うん、全部が全部活躍しないよっていう、はい。でもやっぱ9時当てると、よっしゃーってなりますからね。いや、活躍してよっしゃっすよ。まあそうですねよっしゃまだ早いと。12年、はい、松永、はい、BB、 川光無印、田村 S、 S、はい、で13年、はい、石川、お、 1S プラス、 S ってことですね。 1S プラス、はい、で2位吉田、3位三木、無印、無印2人とも、はい、で14年中村翔吾、 S、で田中、兄弟の、兄弟ので岩下、無印、無印です。はい、でもいい。でこれね、よく言うんですけど、なんとかのって最初に固有名詞がつく選手っていうのは、はい、そんなに能力高くないんですよ。兄弟のってことですか。はい、あ、帝京の里崎って言われないでしょ。そうですね、確かに。だから
PL のとか、なんかその時は活躍してたよってことになっちゃうってことですか。要は、強大なのにすごいってことなんですよ。あ、なるほど、うんうんうん、だって言われないでしょ。はい、うんうん、あの城西大学の可愛いって言われないでしょ。はい、可愛いじゃないですか。はい、僕は里崎じゃないですか。はい、うんうん、それを固有名詞がなんか東大のとかも言うでしょ。はい、っていうのは東大なのにすごいっていうことなんですよ。あ、なるほど、そうですね。だから僕はそこを一つの目安にして選手見ますね。でもそれってこうあれですよね、もともとそんなにチームとしては強くないところにいたっていう感じですよね。だからそこのチームなのにすごいってことなんですよ。はい、そうですね。そこのチームがじゃあどのレベルやねんって話なんですよ。うんうん、確かに確かに。だから僕はそう、だから別に田中選手だけじゃなくても他の全部のドラフトの時でもそうですけど、はい、なんとかのなんとかっていうやつは、はい、あの下駄吐かしてんちゃうかなってちょっと疑った目で見ます。あ、なるほど。でもやっぱ田中投手って言ったら、あ、もう兄弟って一瞬で出てきますもんね。そうなんですよ、うん、でも佐々木って言ったら帝京って出てこないでしょ。え、これ出てこないです。はい、則本って言ったらどこそこって出てこないでしょ、はい、田中マー君って言って苫小牧って言わないでしょ。言わないですね、うん、島って言って、はい、甲学院って言わないでしょ、はい、そこなんですよ。そうですね、あ、結構出身校知ってますね。いやいや、そこは有名どころじゃないですか。確かにだからこの2004年から2014年にかけての10年も、はい、まあまあうまくないですよね。そうですね、ドラフトが SS が2人しか増えてないのかな、はい、しかも無印も多いでしょ。結構いますよ、はい、BB とかもいないじゃないですか。うん、でも S に限ってはここまでタイガースよりは断然多いですね、 S 以上が。まあまあそうですね、はい、じゃあ2015年ですね、はい、次2015年平沢 B、 関谷成田無印、16年、はい、佐々木千早無印、酒井 B、島無印、17年、はい、安田無印、藤岡 B、 で山本無印、はい、で18年藤原東小島全員無印。全員無印か、はい、まあまあまだね。そうそう、ここら辺はまあこの15年以降っていうのはまだまだこれからなんで、はい、まあ、ついてたらいいよねっていうね。そうですね、はい、で終了っす。はい、では SS が7人、はい、S も7人、はい、AA が2人、 A が5人、 BB6 人、 B7 人、43の拒否1人。でもね、 SS ついてる選手って、はい、もう今ロッテにいるの荻野1人なんですよ。あー、本当だ。ってことはだから今がの状況が分かるんですよ。そうですね、今のチームで、うん、要は SS とか S が多かったのって、はい、2000年前半多かったでしょ、うんうん、だからそこの5年とか7年とかに来るんですよ、はい、あ、だからその人たちがそこに来るんで、はい、2005年前後にね、うん、でその人たちが終わりを迎える頃に、はい、うまく入れ替わりできてないんですよ。そこの新しく SSS 級が出てきてないってことですね。そうです、そうです、はい、でこれもう最後に説明しますけど、はい、SSS、A、AA、B、BB あるじゃないですか、うん、この1個と2個の差ってすごい差があるんですよ。あ、そんなにあるんですか、はあ、で下手したら、はい、チームとしたら、うん、S1 個より AA の方が良かったりするんですよ。へー、まあ、それ基準聞いてないから分かんない、ね、A1 個より BB の方がチームとしては高かったりもするんですよ、はい、そこがうまくちょっと複雑に難しいんですけど、はい、あとはやっぱ他のチームに比べるとやっぱり無印もちょっと多いですね。多いですね、はあ、B 以下も少ないじゃないですか、うん、これを意味するところがねあるんですけどまだ説明できないんで、はい、それじゃあもう最後の動画を見ていただくしかないですね。そうですね、この評価基準はね、うんうん、まあ、いいところもあるし悪いところもあるみたいな。はい、いや、なんかこうやって見ると上昇軍団だった巨人がどんな感じで出るんだろうとか、うん、そうそうそう、すごい楽しみですね。だからまあ、あのはっきりとしたあれなんか続けてミスとかはないですね、ロッテに関しては、うん、散らばってる感じ。そう、散らばってる、なんかポン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 ってあって、いや、こっからここ全然おらへんなっていうのはないんですよ。阪神はちょっと違う感じですね。そうそう、だから比較的全体的に大きなミスもないですね、うん、はい、でも大きな当たりもないうわ、ここ固まってるみたいなのもない。ない、だからそこがこの、うん、このこうなんかこの、うん、こうもないけどこうもこうなんかこうなんかな、うんうん、感じ3位、4位とかその辺が面
が多い。でそこで外国人補強とかがうまくいってればガンっていけるんですけど、はい、選手たちもそこそこポテンシャルがあるんで、はい、そこの外国人補強がうまくいってないところが一気にいけないところなんですよ、うん、それこの、このドラフトプラスアルファが少ないところなんですよ、うんうん、真ん中ら辺でこう、こうなる感じなんですね、うん、ああ傾向出ますね。ねえ、うん、まあこんな感じですね。はい、ロッテはだからまあ他と、まあでも今のところやっぱ SS が多いハムのあそこの時代強かった理由は分かりましたけど。分かりましたね。はい。じゃが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 。6の2。あ、またパ・リーグだ。パ・リーグの2、ソフトバンク。ソフトバンクだ。ソフトバンクいっちゃいますもう。どうなんだろうソフトバンク。ソフトバンク気になります。はい。ドラフト。いやなんか強そうじゃないですか。うまいのかどうか。うまそう。やっぱこんだけ強いチームだったらドラフト相当いいのかなみたいな。ドラフトいいから強いのか気になりますよね。はい。ドラフトはそもそもチームの強さに関係ないのかみたいな。もう補強が大事なのかみたいな、うん、でもこれは別にチームの強さっていうよりもスカウトと編成がうまいのかどうかっていうのをそうですね見るっていうね。補強とかも編成ですか。そうですね。あ、でも補強はチーム方針にもよるしお金もあるんでマネーゲームになったら勝てないじゃないですか。あ、そうですね。あ、それはもう資金力にもよるんで それを編成の評価にするのはちょっとかわいそうですね。ドラフトだけが平等なんで、うんうんうん、確かにそうですね、うん、はい。さあホークス94年1位、城島。おー、これはもう、はい、2位 SS です。2位 SS、はい、あ、佐藤さんと一緒じゃないですか。だからこれはスカウトの評価であって、はい、選手個人を測る評価ではないっていう。いやでもそう思っちゃうんですよね。そう思っちゃダメなんですよ。これ選手の能力を測る基準じゃないんで。はい、でもまあ活躍してるって指針ではありますよね、はい、であんまり大きく個人個人やりすぎると、はい、もう面倒くさいんで、はい、こいつとこいつとどれぐらい違うんやみたいな、うん、そうですね、はい、もうだからその必要以上には大きくしないっていう、はい、で、2位斉藤瑞夢さん、はい、無印、はい、で3位本間さん BB ですね。 BB、 はい、まあ、本間さんもねバイプレイヤーでもういろんなところなんですからチームとしては必要な選手だったんですよね。はい、で95年、はい、1位斉藤和美、お SS、はい、2位松本土井無印両方とも無印。でも2年連続ね、SS、高卒で、はい、まあ大卒社会人っていうのは逆指名始まると、うん、そうなんかねいろんななんか昔裏金やとかどこまでが事実か分かんないですけど、うん、があったりしながら囲い込みとかあったかも分かんないですけど、はい、この高卒は純粋に指名なんで、はい、これはもうねすごいですよね。大成功感ありますね。そうそうそう、2年連続で SS です。96年、はい、井口さん、松中さん、柴原さんと、はい、井口さん SS、松中さん 2SS、柴原さん SS。 わーすごい初の連続 SS。 ああ初のトリプル S。 トリプル SS。 だからここ3年な、まあ、だからここの根口さん松永さんは逆指名なんで、はい、まあ、いろんな力が発生してると思いますけど、はい、3年連続で SS5 人ですよ、うん、すごいですね。そりゃ強くなるよ。なりますねそりゃ強くなる。しかもだってピッチャー、キャッチャー、ファースト、セカンド、外野だもん。もうクリーンアップもうできた。なんかで外国人来るじゃないですか、はい、それは強いっすよね。いやだって考えてみたらタイガースって今までの20年間で SS5 人だったんですよ、はい、もう5人早いすごい。いやいやさすがですねホークス。で97年、はい、1位永井さん A、 で2位篠原 S、 で3位金村さん無印。はい、篠原は本当、うん、なんか中継ぎだけで14勝して最高勝率、はい、多分タイトル取ったんですけど、当時僕まだその時2軍、98年2軍だったんで、はい、当時はもうストレート待ってても打てなかったらしいです。速くてめちゃくちゃ速く感じたらしいです。そんなに。で僕が対戦すると、まあ、あとはね怪我とかもあって、はい、本人苦労したと思いますけど、はい、もう僕らのもうストレート速いから変化球とか待ってたもんね。でそれで打ったりとかしてましたけど、ま、はい、っすぐ本当速かったです全盛期は。やばいぐらい。一回怪我から復活したりして、はい、本人すごい努力したと思いますけど、うん、めちゃくちゃいいピッチャーだったと思います、ね、あそうなんですね。98年、はい、1位吉本、はい、無印、2位松 B、 3位小倉から、これ小倉です、うん、無印、はい、ここに来て、はい、ちょっと沈みましたね、はい、98年、はい、ドラフト上位失敗してるチームって、はい、やばいっすかって。だって黄金世代みたいな感じだったよね。そうですそうです、はい、うん、これはね1位新垣って抽選に外れたんですよね、はい、で吉本行ったんですよ。あそうなんですか。99年、はい、1位田中壮志、2位広津さん、3位的場、
全員無印。ここに来てちょっとここに来て意外ですね。でもその前に SS がいるからカバーしきれてるんですよ、はい、結局は、うん、まあまあそうですね。でも田中総司もね、立命館であの大学ジャパン日米野球一緒に行ったんですよ、はい、めっちゃ良かったですけどね。ストレートも良かったしチェンジアップもキレキレだったし、いや絶対活躍すると思ったんですけど、はい、パッとしなかったですね。だから多分ストレートの力がなかったんだろうなと思いますけど、で2位の広瀬さんも立正、はい、大学かな、はい、でめちゃくちゃ大学時は有名だったんですよ、うん、あの左で、はい、でもうねパッとしなかったです。なんで大学の時にそんだけすごいのに何がこうあれなんですかね。大学とプロ、もし大学生のドラフト候補が地球上で住んでたら、はい、プロは月で住んでますから、はい、そもそものそんなもう天と地の差なんですね。そうですそうです、はい、まあ、たまにね地球人でも、うん、ああ私宇宙でも生活するレベルありますよっていう人いますけど、はい、そんな簡単じゃない。あ、なるほど。で宇宙でも生活できる地球人がプロに行ってめちゃ活躍するけど、そう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 、地球でまあ今は良くても活躍できない可能性がある、うん、そうそうそう、なるほどね。で2000年、はい、山村山田加藤全員無印。おお、なんかちょっとだから98年から3年連続で大失敗です。そうですね、はい、基本的には最初があんだけ良かったのに。でもカバーしきれますから。そうですね、こんだけ出てますからね。はい、でもちょっと次いいんじゃないですか。2001年、はい、寺原 AA 杉内 4SS 今までで最高じゃないですか。そうです、すごい。で上内 B、はい、あ、でもこの年いいですね。上内もね、一個なんか急にムキムキになって、はいはい、球めっちゃ速い時あったんですよ。それまでひょろっとしてたのに、はい、あ、なんだったんやなってムキムキになったあれで球一気に速くなったんですね。へ、杉内はね、もうそれはもう説明、はい、もうする必要なしみたいな、はい、この3人でこの98から2000年の大失敗をカバーしましたね、はい、この最初のいいのとここのいいので、はい、もう完全にカバーしましたね。2002年、はい、和田、はい、3SS プラス、めちゃくちゃいいじゃないですか。で荒垣 S、はい、で溝口無印。だってここですよ、もう斉藤和美、寺原杉内、はい、和田荒垣で5人ローテーションできてますからね。いきますねどんだけ SS がいるんだっていう、はい、でその次2003年にね、はい、マハラ S 守護神が現れちゃうんだよね。本当すごい守護神現れちゃうの、すごい。で木所 B の明石 BB、はい、もうここでもう先発バシッと決まって、はい、守護神来て、はい、外国人入るじゃないですか、はい、もう最強完璧ですね。でその前からいるね、はい、で小久保さんとかは、うん、多分93年前の話なんで、はい、っていうところの前からのも入るじゃないですか、はい、ちょっと強いよね。強いですね。だって私他の球団結構知らない選手いっぱいいたんですけど、うん、ほとんど知ってる。すごい。ホークス、それはね強い。強いですね。自分もねどれだけ分かるかでもね、うん、強いのが分かります。で2004年、江川、高橋、中西全員無印。あ、まあここでもね他のチームと違うのは、はい、当てたらでかいんですけど、うん、当てなかったのダメさもすごいんですよ。差がありますね、うん、だからロッテとか阪神とか日本ハムもやりましたけど、はい、無印がそんな連発ってなかったでしょ3人、はい、そのたまにはありますけど、もうこの94年から2004年までで3回無印なんですよ、はい、なんか前は散らばってましたもんね、はい、他の球団は1人とかいたり、まあ、B でもいたりしたじゃないですか、はい、そのいないのが3つもあるけど、はい、いた時の破壊力がすごい、すごいです。差が激しい、何なんでしょうね、これね。何なんですか、見る目があるのかないのか分かんないですよ。分かんないですね、本当に。でも逆にこの99、2000、2004がうまくはまってたら、はい、すごかったと思うんですよ、逆に。そうですね。だって、まあ、今までやったチームの他で言えば、はい、ロッテだと99で言えば、まあ、清水直さんとか、はい、まあ、いたわけじゃないですか、はい、ロッテもそんな、その年そんなっすね。日本ハムは99で言えば田中健介いたんで、はい、もうそれもしね、うん、行ってたら行けてたわけじゃないですか、はい、2位なんで。あと2000年、2000年って99年と2000年ってなんかそんな、なんか全体的にいなかったってことですか。そうです、阪神も99、2000ってそんななんですよ、ここまでは。まあでも年によってその豊作か、あ、それもあると思うんですよね。ね、ありますもんね。でもそういうのもまた見えて、それも全部やったら面白いかもしれない。そうですね、はいはい、だ今88世代とかもすごいじゃないですか。そうですね、そこなんか山あり谷ありって感じですね。はい、面白い。でもなんか、まあ、強いなっていうの分かりますね。はい、もう完全に強いです。はい、それはもうあの2000年だからミレニアムもね、王さんと長嶋さん日本シリーズありましたけど、はい、そっからのそのホークスの強さ、はい、物語ってますよね。はい、分かります。
で次2005年から、はい、高校ドラフト荒川大西、はい、無印です。しかも荒川に至っては1軍に1試合も登録。ああ、またここで出てきました。この失敗は大きいですよね。そうですね大学社会人が来ます、マッチ。ああ、来たー小久保さんの後が向きます。はい、2SS、 2SS で、藤岡が B、はい、で2006年、はい、福田、ロッテに上杉田、BB、はい、BB で、稲が無印、はい、で大学社会人大隣が AA で、高谷が無印、はい、ね、ホークスファン、高谷無印なのって言うんですけど、うん、まあ、このルール、佐々木指数のルールだと無印になっちゃうんですよ。ないんですね。ああ、でその次、2007年、はい、岩崎 F の中村晃です、はい。いや、なんか私なんか全員知ってるなと思うこれ最初から。で大学社会人が大場、はい、強豪で行って、はい、まあ、うまく無印、うん、で久米が B、はい、で2008年辰巳、立岡、近田、うん、無印、うん、で無印、全員無印も結構いるんですよ。ですね。あ、でもいた時の破壊力だ、中途半端にいいやつがいないんですよ。そうですね。すごいかダメかみたいな。いや、全員無印かめっちゃ S かみたいな。うん、そうそうそう。で2009年、今宮 SS、 おほほほ、川原下沖無印、無印もうだってもうレギュラーできましたもん。ほんと毎年レギュラー出てきますね出てくる、全員無印以外は。しかも頂点見てるからね、 S っていうこと。そうですね2010年すごいな、山下、はい、ね、楽天に行きましたよね、はい、で柳田 SS、 山下選手は無印、無印で柳田 SS、 もちろんですね。で南無印、はい、で多分この年の育成に千賀と海外いるはずなんですよ。あ、同じ年の育成だったんですね。そう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 、だから言ってるんですよ。あのドラフト1位取った山下が、はい、あの、まあ、トレードで楽天行って、はい、全く活躍しないで、うん、あの育成の一番最下位、はい、プロ野球界の一番最後に指名した回が、はい、日本代表のレギュラーのキャッチャーじゃないですか、うん、そうですね。あ、すごい。でも普通に考えるとね、1位が活躍しなかったらいけないんですよ。そうですね。だからドラフト編成としてはもう大失敗ですよね。そうですね、まあ、ラッキーがすごく。で育成っていうのは、はい、チームの資金力によって変わるんで、はい、モテるチームもあればモテないチームもあるじゃないですか。だから育成から出てきたっていうのをスカウトとか編成の評価やっていうのは僕はちょっと違うと思うんですよ。うん、それだってお金もいっぱい使えて、はい、育成何人も取ってもいいですよって言ったら数打ち当たるじゃないですか、はい、でも片やこっちはそこまで資金出せないから取れない。それは球団の勝利であって、うん、編成スカウトの勝利じゃないと思ってるんですよね、はい、だからそこは平等にするためにはもう育成とかの評価はそこに評価しないっていうのがね。いや、この年すごいですよ。育成6人取ってるんですけど、4位千賀投手、5位牧原選手、6位甲斐選手ですから。でも育成取れないですからね、そんな普通は、はあ、そうですね、はあ、だからそれはソフトバンクっていう資金力がある球団の勝利であって、はい、編成スカウトの勝利じゃないっていうことは僕は思ってるんですよ、うん、そうですね、だって同じやり方が、はい、もしじゃあ育成取らないチームのところで発揮できるかっていうと、そのチームとはそれとは取ってないわけですよ。そうですね、はあ、だから平等ではないですよね、はい、まあ、資金力の差っていうのがありますからね。はい、じゃあ2011年、はい、2011年はまた来た、武田、はい、AA、 あ、武田投手 AA なんだ、はいはい、吉本、塚田は無印、はい、で12年が東浜、おお、 S、 S もうすごいのが毎回出るんだね、毎回いますね。伊藤、高田が無印、はい、で13年梶谷が AA、で森 S、 今守護神ですからね、はい、でも SS じゃないんだ。で岡本が無印、すごいですよね、毎年 A とか S とかが必ずいますね。だから毎年リーグを代表する選手になって、はい、で頂点見たやつがいるんですよね、はい、すごいなぁ。で14年、はい、で松本、栗原、古澤は無印、無印で15年高橋、小沢、谷川、高橋が B、 高橋純平と B、はい、で小沢、谷川が無印、無印で16年田中、古谷、久喜は無印、うん、17年吉住、無印、はい、高橋 A プラス、これ高橋です、ね、アンダースパーで増田、無印、無印で18年甲斐の B で杉山、野村が無印、まあ14年ぐらいからの選手はこれからの選手なんで、はい、まあ、古谷とかね、あのこれからすごい今年栗原とかね、はい、伸びていく可能性もちろんあるんで。でもこの近いドラフトでも結構ランクついてますね。そうなんですよ、うん、やっぱりあとはね、やっぱりドラフト1位で取った選手の頑張り度がやっぱりホークスすごいと思うんですよね、全体的に。結局 SS が10人、はい、S が
7人、はい、AA3 人、A3 人、BB5 人の B5 人。いや、なんかだからもうね、ホークスでレギュラーになったら球界を代表する選手なんです。なるんですね。いや、そうなんで、SS と S のもう率が半端ない、はい、しかも比較的固まってないんですよ、はい、ばらけているんですよ。いますね。だからずっと強いんですよ、うん、多分。だって普通にレギュラーやってたら B ぐらいって言ってたじゃないですか、はあ、B が少ないんですよ、はあ、だからレギュラーになったらもう A 以上みたいな。そうなんですよ、はあ、だから B が多いってところはだって普通にレギュラーってだけで、はい、それは全チームに同じぐらいの平等さがあるんで、はい、それは一定数いるんで、はい、で B が少ないっていうのがすごいわけですね。逆にすごい、 B がすごいのはすごいんですよ。すごいですね、 B が少ないのすごい、はあ、だから逆に言うと B が多いところっていうのはダメなんですよ。そういうことですね、はあ、見えてきますね。見えてくるっすね。見えてきます。あとやっぱり本当にあの、うん、だいたいうまくばらけてるところがすごいですね、はい、そうですね。だ多分高橋も多分 S いくらだろうし、はい、あのまあ、この古谷とかも、うん、多分栗原とか B 以上に絶対になってくると思うんですよ。海野投手とかも。あ、そうですね。そうですね、うん、だからすごいっすね。いや、すごいですよ、うん、もっとこの A… あの梶谷とかもひょっとしたら A、S になる可能性もあるし、はい、野手だってまだこれからの人いっぱいいますしね、はい、上位がこれですからね。ほんで下位が押し上げるじゃないですか、はい、それはすごいっすよね。すごい。これもう90年から2000年、2004年までのドラフトとしたんやっていうぐらい逆すごいですけど、ね、うん、そうですね。だってこの中に甲斐選手、千賀投手とかが入ってないわけですからね。そうです、そうです、で、補強もするじゃないですか、はい、FA で、で、外国人もすごいじゃないですか、はい、それは強い、強いですね。ドラフトは成功して、はい、FA でも金使って取って、はい、外国人補強して、それは強い、はい、いや、でもだから、その補強してるから強いんだって言えないですよね、こうやって見ると。だから自前でもちゃんと育ててるんですよ、うん、ホークスは、はい、で、自前で育てながら、うん、足りないところを FA とか外国人で補強してるだけであって、うんうん、すごい。いや、これはすごいですね。でもね、ちょっと圧巻でしたね、うん、いや、でも面白かったですね。面白いですね、見てると、はい、でもね、あの1位から3位まで全滅の年も多分一番多いかもわかんないよ。1、2、まあ2014年までは、2013年までとして考えても1、2、3、4、5個あるからね。いや、確かに無印の数は他の球団とほぼほぼ一緒なんですよ、うん、なんですけど多分散らばってるし S ランクが多いっていう、うん、いや面白かったですね。面白かったですね。いや、圧巻のホークスの編成でした。1-4。お、セリーグだ。セリーグの4位。4位、広島。広島だ。広島、はい。あ、広島面白そうだな。広島ってなんか FA で取ったりするイメージないですからね。自前っていうね、生え抜き感が強い、うん、3連覇した時の、はい、前後がどうなってるのかっていうね、はい、これも毎年振り返ってきますから。ゲスが増えましたっつってどこもやってないですもん。いや、しかも主観で言ってる人が多いから。まあ確かにそうですね、うん、この年は良かったですねとか、うん、とかね。僕はもうちゃんとした、うん、はい、データに基づいて指数に。じゃあ94年から見ていきましょう。94年、はい、山内さん、はい、日本体育大学でエースで入って、はい、頑張った、はい、AA プラス、AA プラス、はい、怪我もあってね。でも円盤投げすごかったすごかった。 UFO 投げって言われてたんですよ。 UFO みたいな、こういう投げ方だったんですか。そうへー。ちょっと後で画像見てみます。ああ、でもすごいですよ。今も解説者としてね、仲良くさせてもらってるんですけど。あ、そうなんですね。大学の時からもうすごかったって言ってました。へー。僕と入れ替わりなんですよ、大学が。あ、僕、はあ、僕が1年に入った時はもう卒業してたんで、はい、はあ、4歳上なんで。え、同じ大学ってことですか。いや、日本体育大学、同じリーグなんですよ。日本体育大学、はあはあ、はい、2位が島、はい、同級生、赤ゴジラ、はい、SS です。SS、はい、しょっぱなきましたね、はい、3位、浅山さん、日印、はい、95年、長谷川、はい、A、超一律調子から、だから調子から沢井と長谷川、東田と2人出てるんですよ。あ、そうなんですね、はあ、で、次が吉俊さん、無印、無印で、玉木さんが BB、 BB、はい、で次96年、はい、沢崎さん、はい、A プラス、 A プラス。沢崎さんは、だから沢崎さん、清水正臣さん、井口さん、はい、時の多分青学が五冠した時の選手なんですよ。青学めちゃくちゃ強かったんですよ。で、その一つ下に高須さんがいるんですよ。ああ、そうなんです。楽天にいた、はい、なるほど。で、あの倉野さんっていう、はい、あの大英にドラフト4位ぐらいで行ったピッチャーと、はい、いた時のエースです。へー、あ、
そこは安楽なんだ。で2位黒田さん、お、来ました。 1SS、はい。で3位川野さん、 B です。97年、はい、遠藤さん、兵藤さん、無印、林さん、 BB、 BB で98年、はい、佐々木ドラゴトス、お、東出、はい、SS、 お、井上の無印、99年、はい、川内無印、木村 B の栗原 1SS、 あー、栗原健太選手か。2000年、はい、横松無印、広瀬 S、 天山さん無印。でもあんまりドラフト1位にランク高い方がいない気がしますね。で2001年、はい、大竹 AA、 大島 B、 B、 石原 1SS、でも SS も比較的いるでしょ。いや、いるんです。もうこれで5人いるんですよ、ね、ただあんまりドラ1ではない感じですね。そうなんですね。2002年、はい、長川 AA、 吉田 K さん、あとこれなんて読むんや、多分なんか親族がモーニング娘。なんですよ。さやし、はい、うん、無印です。2003年、白浜、比嘉、尾形、無印です。全員、はい。2004年、佐藤、森、丸木、無印です。おー、ちょっと続きますね。だここまで94年から2004年までで考えると、うん、黒田さんとか山内さん、島、はい、東出、栗原、まあ、広瀬、石原とか S 以上もいるんですけど、はい、なんかこう散らばってる。あとはね、はい、山内さんとか澤崎さんが怪我してるんですよね。あー、そこで戦力として、はい、うん、だから長く居続けれなかったっていうところがチームの弱さっていうかを物語ってるのかなっていうところと、石原の場合は株を上げてるのこの2010年ぐらいからだと思うんですよね、はい、うん、他のチームってあんまり A っていうその、まあ、上位だけど中間 S までいかない方っていうのがあんまりいないんですけど、だからで、FA で補強しないんで、もうちょっと頑張んないと強くなんないんです。そういう選手が多いってことですね。はい、外国人だけでしか補強ができないんで、はい、FA で取れないんで、もっと自前で多分この上位に来る選手のランクを上げていかないと、うん、多分強くならなかったのかなっていう、はい、ちなみに98年のドラフト開始名に新井貴弘がいるんですよ、はい、あー、開始名だった、どんどん6位だ、SS がね、はい、あとはですね、まあ、僕の想像なんですけど、はい、その前にショートだと野村さんとか、はい、前田さんとか、うん、尾形さんだったりとか、はい、キャッチャー西山さん、瀬戸さんだったりとか、一時代を築いたスーパースターたちがいて、はい、そこが頭打ちになって次出れなくて、ちょっと世代交代うまくいかなかったのかなっていう、その人たちが活躍しすぎちゃってるっていう、そう、うん、うまくこの世代交代がしきれなかったのかなっていうところと、ちょっとまばらすぎるんで、はい、うん、そこがグッてこなくてまばらに入ったところがちょっと強さを維持できなかったのかなっていう ね、 そうですね、ここまでの評価としては、はい、まばらですね、はい、では 次、2005年から、はい、高校ドラフト鈴木今井無印無印、うん、で大学社会人はそよぎ SS、お、そよぎ、だここでそよぎ東の二遊間完成するんですよね。そうですね、はい、で梅原無印、はい、2006年、はい、マエケン来ます。あー、来たー、うん、マエケン相沢 1SS、 マエケンで、はい、アイザーブ SS です。 SS、 あー、ここはすごい。だからこことかの頑張りが3連覇の時に来てるわけですよ。 いい時期にこう育ってくるんですね。だからこの10年目ぐらいでね、はい、だから18ぐらいで入って、うんうん、30前後の油乗った時に来て、はい、うまく来たっすね。あー、なるほど。で大学社会人宮崎選手が無印の、上野選手が B です。 B、 はい、即戦力で何とかしたいっていうところが頑張れてないんで、はい、多分今その時が強くないんですよ。なんですね。で2007年、阿部 A、 丸 SS、 だここの、はい、このね、広島らしい高卒の地道に取った上位の選手が確実にトップに立って育てたのが、はい、あの3連覇の時の人ですね。いや、だからこう見ると高校ドラフト成功してるじゃないですか。ああ、だ育ててるってことですね、地道。そうなんですよ。でもすぐ活躍してほしい、はい、目先の利益としてのダイソー社会人の即戦力は篠田、はい、国保で両方無印なんですよそうなんです。だからそこがそのね、長期的なビジョンのもとは成功したんですけど、はいはい、目先が成功しないところがうまく回ってなかったところですね、はい、他の球団に比べると。いや、見えますね、うん、で2008年、はい、岩本無印の中田 BB、 小松無印です、はい、2009年、今村 BB、 堂林 BB、 竹内無印です。
これ見ていくと前回のソフトバンクに比べると B 多くないですか、はい、多いです。ここっすよね多分、うん、そうですね、はあ、うん、B が多すぎると多分強くないんですよ。はい。で2010年、うん、福井 B、 これ早稲田からですね。はい。斉藤優ちゃん世代ですね。はい。優ちゃん大石福井のサンバガラスですね。楽天にいますから、はあ、はい。で中村 B、 岩見無印で2011年来ます。ここで野村、明治から野村来ます。ドラフト1、はい、SS プラス、SS プラス、菊池来ます。 1SS、 おお。で戸田無印、いやでもここでまたちょっと底上げしましたね。でここですよ、はい、野村の即戦が活躍したことによって3連覇の来てるんですよ、はい、うん、そうですね、久しぶりに即戦が SS 来てるんですよ。はい。ドラ1の SS あんまりいなかったですからね。はい。大学社会人総勢、そよぎ以来、2005年以来ですからね。あ、6年ぶりに、うん、で、12年、はい、高橋無印の鈴木誠也、鈴木誠也 1SS。 でも高橋大輝も今無印なんですけど、はい、こっから A とか BB 来る可能性十分あるんで、今育ってきてるんで、はい、面白い存在ではありますね、はい、鈴木誠也が 1SS の上本無印なんですよ。ほら、もう完成 してきてるじゃないですか。そうですね、そのチームが、はい、なんかの強い時のメンバーがどんどん来ましたね。で次マークル、はい、13年大瀬良 SS プラス、ここに来て、はい、栗無印の田中 1SS、 田中康介ですね、はい、でこれで菊池田中の二遊間コンビが完成するんですよ。いや SS めっちゃ多いですよ、ここに来て。だからここがね、はい、だからそこがだからもうこの2006年7年の高卒の SS と、はい、この2011年から13年にかけての即戦プラス早めの育ちの SS が合体してのあの3連覇なんですよ、はい、一気にいったんですね、うん、でやっぱりね、やっぱ傾向を見ていくと、はい、SS が固まった時が強いです。そうですね。でその SS の中でもレベルで言えば上中下あるじゃないですか、うん、SS でも下の人もいれば中の人もいる、上の人もいるんで、うん、こう上位ランクの SS が固まった時の破壊力すごいですね、はい、そうですね、うん、しかもちょっと年は離れてても高卒と大卒みたいなところでこう落ちてるんですね。しかもですよ、うん、エースマイケンいて、はい、で野村大瀬良でしょ、うんうん、で外野に丸と鈴木誠也がいて二遊間固まってるんですよ。それは強いですよね、はい、強いですね。でしかもねその会の人とか、うん、その時だとベテランの、はい、黒田さんとか、はい、新井貴弘が帰ってきたりとかしたり、うんうん、であの石原とか、はい、ベテラン中堅、はい、若手のバランスが、はい、2006年から2013年のこの成功が、はい、あの3連覇させてね、ドラフトの。そうですね。逆に言うとやっぱりその94年から2004年はまあ失敗ではないんですけど、うん、こうなんかあの歯抜け状態のまとまらなかったドラフトがうまく、それと多分そのレギュラー、その時のレギュラーと その入れ替えがうまくできなかったところが低迷招いたんですけど、その種まきのした、はい、じゃあ黒田さんとか石原とかっていう東江とか、そういうところがまあ、うまくこういったところのバトンパスができたっすね。できても、いやー面白い、こう流れが見えるんですね、うん、ドラフト評価すごいですよね、はい、で14年の野間が BB の薮田 S で蟹江無印で、はい、15年岡田 A の横山高橋両方無印、16年加藤高橋床田は無印、17も3人全員無印、中村山口健も、はい、18年の小園島内林も全員無印、まあ、でもここら辺の選手はこれからだって。そうです、ね、全然でところもね、はい、去年いい活躍していたんで、はい、全然 A になる選手だと思うんで、はい、いやこれちょっとまた特徴が出てますよ。そうだからここでこの14年から18年までの選手に SS が生まれてくれば、はい、まだカープは再上昇するんですよ。そうですね、だから心にかかってますね、ここの選手が SS が出るかどうかが。うん、これまでの SS の中では最14人 SS がいる。ホークスより多いですね。多いです、うん、でもホークスは S と SS 合わせたら17人だったんですよ。でもカープは S が2人しかいないんで、もう S 行っちゃうと SS 行っちゃうんだね。そうなんですよS じゃなくてもうすごい人は頂点に行っちゃうんですよ。でやっぱり見てください、 B が少ないでしょ。少ない、ホークスとほぼ一緒ぐらい、はあ、だから B、 あのいい感じなんですよ。そうですね、はあ、いやなんかこう見るとタイガースと真逆な感じが。そうですね、 B がめちゃめちゃ多くて S が5人しかいないじゃないですか、うん、真逆ですね。だからやっぱ補強しないで強くするためにはこのカーブみたいなこの序列の幅が欲しいですね、
そうですね。だからこう見ると阪神とロッテはまとまってますよね。はい、そうですね。このなんかこの、うん、おーっていうのがないですね。なんか普通みたいな、ね、なんかちょこちょこっていう感じですよね。うん、やっぱ強いチームってこうガーンってまとまって、うん、ハムもねそこにガーンまとまってたし、はい、あのホークスはずっと、うん、ずっとでカーブもやっぱりそのまとまってて、はい、でそのちょこちょこいたのがそのまとまってるところのバックアップに回ったから強くなったんですね、はい、うん、流れが見えるっすね、見えますね。だやっぱりねドラフト戦略スカウト編成のやっぱ力はかなり大きいですよ、はい、うん、いや、うん、なんかスカウトってそこまで、まあ、選手次第なんじゃないかなっていう気ももちろんしてたんですけど、だからこの前誰かに聞いて忘れちゃったんですけど、はい、なんで日本ってスカウトっていい人いるんだったらもっと引き抜いたりしないのっていう、はい、あ、スカウトを引き抜くってことです、球団が、はあ、あ、もし有能スカウトだったらその球団にずっと居続ける必要もないじゃないですか、ヘッドハンティングして、はいはい、うちもっとこんだけ払うからうちのスカウトになってくれとか、はい、言ってもよくないですか。あ、確かにそうですね。なんでスコアラーとかだと結構行き来するんですよ、はい、要はヤクルトでシダっていうスコアラーがいて、うん、巨人にヘッドハンディングされたりとか、はい、あとは、橋上さん、はい、とかも作戦コースでジャイアンツ行ったりとか、うん、西武も行ったりとか、はい、ね、楽天行ったりとかもしたり、はい、そういうスコアラーとか作戦面って結構ヘッドハンディングされていくんですけど、はい、スカウトとか編成ってヘッドハンディングされないじゃないですか、うん、あ、スカウトのスカウトってあんまないんですか。聞いたことないですよね。へー、そう、クビになって他に行く人いますよ、はい、もしくはあの楽天になった時に、うん、そこが薄いからって行く人いましたけど、あ、いい条件だからみたいな、はい、もしくは地元だからみたいな人で行く人はいましたけど、うん、基本動かないですよね。そうですね、そこってやっぱドラフトやからそこまで必要ないと思ってんのかな、はい、いやもっとね、うん、そこの行き来も大事なんちゃうかっていう、なんかスカウトでこの選手担当とかいるじゃないですか、はあ、その一人が全員を見るんじゃなくて、うん、何人もいて一人を担当したりするじゃないですか、うん、だからその優秀スカウトの実績とか、なんか見たいですね、うん、だこれで誰が担当かもっと詳しくやっていったらもっと細かいのが出るかもわかんないですけど、いや、そうでしょうね、まあ、そこまでは面倒くさいんでやらないですけど、わ、はい、かるもんなんですか、それ誰が担当だったかな、うん、まあ、多分わかると思いますけどね、もうちゃんと調べればね、はい、でもそれがちょっと難しいですね、僕じゃ、ね、僕の能力じゃ、はい、もっと面倒くさいことになります。そうですね、はい、まあ、じゃあ次回はねどの球団なのか、いや、カープも面白かったですね。面白かったです、はい、いや、いいなこの企画。セ・リーグの最下位ヤクルト、ヤクルトやってない。じゃあヤクルトいきましょう。94年、はい、ドラフト1位北川さんっていう日産自動車からドラフト1位で入ってきたんですけど、はい、通算4勝ということで、はい、あの無印です。無印ですね。2位3位が宮本慎也さん、稲葉さんなんですよ。おー、宮本さんは 3SS。 うわー、すごい。で、稲葉さんも 3SS なんですよ。はい、お、すごい。2位3位で1位分も補ってますね、完全に補ってるんですけど、はい、結果論としてね、はい、でもドラフトとしてはダメですよね。まあそうですね、1位に活躍してほしいですもんね。そうそうそう、だから1位 の選択はだってもし宮本慎也さんどっかに1位で行かれてたら、はい、いや、そうですね、終わってたっすよね。で、稲葉さんどっかで2位で行かれてたら終わってたわけです。はい、で1位をね、はい、先に取るべきだったっていうね、はいはいはい、でも良かったですね。すごいですね、慎也さん、はい、稲葉さんが3位に余ってるもんなんですね。そうです、だから他のチームもねやらかしちゃったですよね。そうですね。そういうことですよね、はい、でもなんかあれですよね、稲葉さんはあの野村監督が勝野、はい、さんの試合を見に行ってて、うん、こんないい選手がいるって言って、はい、稲葉さん多分野村さんの一声で取ったんですよね。スカウトの方っていうより野村さんの一声で多分稲葉さん取ったんですよね。あ、そうなんですか、はあ、あ、そんな裏話が。で95年、1位三木、今だから全楽天の監督です。あ、今のね、はい、楽天の監督ですよね。監督です。三木無印です。無印なんだ。宮で BB、野村克則さんは無印です、はい、で宮でなんてピッチャーで入って野手転向でそっから頑張ってるからね。あ、そうか、じゃあ野手としてっていうことだ、ね、うん、ピッチャーとしてはもう無印だよね。そりゃそうだよね、ピッチャーとして印があるんだったら多分野手になってない、なってない。そうですよね。これ結構ランクがつくっていうのは結構活躍してるってことなんですもんね。活躍してるっていうか、そのチームでは戦力になったねっていう、はい、レギュラーには入ってるって、うん、活躍してるかどうかがね、戦力、チームとして戦力にはなったねっていう、はい、96年1位、伊藤さん、伊藤明さんですかね、うん、無印です。はい、しかも1軍に1試合も出場せず。そうなんだ。ドラフト1位で1軍に試合も出場しないのはもう責任問題ですよね。
編成の、はい、これはもうあのヤクルトだけじゃなくてどの球団もそうですけど、はい、1試合もはねさすがに1回でも出てたら、うん、この、 あの赤丸はつかないんですけど、はい、2位岩村氏メジャーリーガー、はい、2位SS、 3位、はい、山崎貴大無印です、はい、ロッテに来ましたねこいつも、はい、あそうなんですね、はい、で97年、はい、1位三上無印、無印、2位五十嵐亮太、はい、S、 どのぐらい S か、はい、で3位大脇無印、98年、はい、佐々木ドラフトス一緒の松坂世代です同期、1位石戸、2位牧谷、3位柏渕、はい、全員無印。おー、1、2、3、へー、98年ドラフトってすごいんですけど、はい、3人無印です。だって豊富だって言ってましたもんね、はい、そんな中で、はい、わーホークスとヤクルトだけはやばいです、はい、ホークスもそうでしたっけちょっと日またぐとね忘れてきちゃいますけどそっか、99年、はい、1位野口、はい、無印、2位藤井秀吾 SS、 今治西早稲田、ね、お、うちの母の高校だ、はい、3位米野、はい、B です。 B、 米野も入ってきた時2軍でいてめっちゃうまかったですけどね、へ、あこいつ古田さんの次レギュラーになるのこいつちゃうかって思ったんですけど、はい、なんか聞いた話によるとちょっと早急難になってキャッチャー辞めたっていう話聞きましたけど、へ、めっちゃ入ってきた時はめっちゃうまかったですよ。2000年、はい、1位平本、2位鎌田、3位松谷、はい、全員無印です。無印、はい、続きますね。無印平本も立命館だったかな、ちょっとサイドスロー気味で、はい、球だけはめっちゃ速かったんですけど、めちゃくちゃコントロール悪かったですそうなんですね、うん、失礼ですね。こう大学時代もそんなコントロール悪かったのっていうぐらいコントロール悪かったです。球だけは速かったです。でここまで4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7年連続ドラフト1位失敗です。あ、そっか、 SS は4年ここまでいますけど、はい、みんなドラ1じゃないんだ、はい、ドラ1はここまで軒並み失敗です。そうですね、はい、これもちょっとやばいです。はい、はい、でもここから来るんじゃないですか。来なきゃやばいですよね、はいこっからドラフト1位来るんじゃないですかね。次じゃあ2001年、はい、1位石川、はい、S プラス、 S プラスか、はい、プラスも何なのか気になりますもうでも見てる人は分かってるかも分かんないですよ、プラスで、はい、梶本、内田、無印です、はい、2002年、はい、1位高井雄平、お、 S です。 S 高井雄平ピッチャーの時にホームラン打ってますからね。あ、そうなんですか交流戦でマリンで、へえ、でも野手としてね大活躍ですからね。球も速かったですけどね、でも野手になってからね、あ、そう、素晴らしい活躍で、はい、だから二刀流ですよね。そうですね、はい、え、ピッチャーの時は私あんまり見てないんですけど、球速かったんですけど、はい、これっていう球がなかったですね。あー、ピッチャーだとじゃあそこやっぱりそこまでだったって、そうだから多分バッティングの方がと思って、だからその転向させた人の目は確かすごいですね。あー、そうですね、はい、野手の方がいいと、で2位立山、はい、S ですね。S、立山も本当手も長いし球持ちいいし変化球も叩いたから絞りづらかったですね、うん、なかなか交流戦一発だけじゃなかなか絞りづらいですね、うん、なんかどらりくらり投げるけどいいキレあったですね。次が泉、はい、無印です。立山はもう順位で言ったら3巡目だから残ってたね、よくね。そうですね、うん、どっかに取られてもおかしくなかったのに、はい、こういう場合自由枠取ってなくて1巡目が、自由枠を取らないと1巡目狙い取れるんですよ。取れるじゃないですか、はい、で2巡目取ってないってこれどういうことになるんだ。自由枠をが1人の場合は1巡目には参加できないけど2巡目からなんですよ、はい、で自由枠を2つ使った場合は4巡目か、だから1、2、3って取れないんですよ。取れない、はい、で自由枠を2個使わなかった場合は1巡目いけるんだけど2巡目取れないんですよ。あ、そっか、自由枠使わなかったら1巡目いけるのに2巡目は取れないんですか。そっか、でそういうところにして自由枠を使わない1人使う2人使うのその後のバランスを担保されてたんですよ、ね、なるほど。2003年、はい、自由枠で川島亮、はい、A プラスです。 A プラスで2巡目に山田選手、はい、無印、そしてドラフト上は4巡目で青木です。おー、 3SS プラスです。すごい、すごい、3SS
スになんかプラスもついてる、はい、だから青木が4巡目までよく残ってたね、本当ね。そうですね、今思ったらね、はい、逆に言うともっと上で取らなきゃいけないかったんじゃないのみたいなね、結果的にね、まあ、でも伸び率がすごかったっていう可能性もありますね、そうですね、入ってからの、うん、2004年、はい、自由枠で田中宏康、はい、SS です。 SS 松岡投手 A で川本無印です。無印何気に SS いるんですけどね。今いますね、はい、今のところ6人います、はい、何気にね、はい、だから多分94年からの SS とかの人たちが若松さんの時かなを支えたんじゃないですか。ああ、この最初の方で SS の人たちが、はいはい、で次、はい、2005年高校生ドラフトで、はい、村中 AA 川端 SS です。 SS 大学社会人竹内 BB松井康介 B です。 B 初めて全員にマークが そうですね、うん、2006年、はい、増渕高校生ドラフト1 B、はい、上田 BB です。大学社会人高市西崎両方とも無印です。これ大体この名前を呼ぶときにちょっと読みづらそうにしたら佐藤さんが知らないからそこでなんとなくやばい、あの一軍に来てくれないと分かんないもんね。あ、そうですね。だからあの2000年前後の人たちは、はい、俺も二軍にいたから、うん、よく知ってるけど、はい、もう2003年超えたら、うん、二軍にほぼいないから、はい、もう一軍来てくれないと分かんない、まあ、でしかも、うん、あのリーグが違うかって余計分かんないね。そうですよね、戦わなくなるから。セリーグだと2007年、はい、高校生ドラフト1位吉典です。お A です。あ、 A になるんだ。山本無印、大学社会人1位加藤、こう慶応からですね、はい、無印お兄崎、木崎か、お兄崎かなあ、鬼崎っす、うん、なんか西武のイメージある、あとはそうですね、はい、西武の方、鬼崎ですよね。ああ多分トレードされたんですよね。で、B です。はい、だ大学社会人ドラフトが上手くないですね確かに全然そうですね、全く即戦力になってないんで、高校生の方がちゃんと育ってるっていうことですね。いや、あのこのここの2005、2006、2007年に関しては大学社会人ドラフトがあんまりですね、はい、そうですね。それまでは田中宏康とか、うんうんうん、青木とかも大学だし、はい、石川とかね、藤井秀吾とか、はい、2000年前後ぐらいは高校生がうまく取れてなかったですけど、うんうん、あの2005年になってから大学社会人の上位が全くうまくなってで2008年、はい、赤川 B、で八木無印、無印で中村 SS ですね。 SS、はい、まあ、今レギュラーキャッチャーですからね。そうですね、はい、S と SS の方は私もちょっと2008年に入って今だから12年間頑張ってるんですよね。わ、すごい。そうですね、はい、まあ、1年目からはね出てたわけじゃないと思いますけど、うん、古田さんが引退してからねなかなか苦労しましたけど、はい、中村に落ち着きましたね。高卒ですもんね、はい、でその後、まあ相川も来たりしてね、はい、あ、そうなんですね、はい、2009年、はい、1位中澤、はい、無印、出だし良かったんですけどね。うーん、山本 BB、 荒木無印です。無印、はい、2010年、山田哲人、お 1SS です。お、これもだってハズレハズレ1位ですから ねゆうちゃん、塩見の山田ですから、はい、それでもこの SS になるんですから。そうですね、いやでも大成功でしたね、うん、だからくじ外れて良かったですよね今となってはっていう。そうそうそう、だからこういうくじ外したおかげでラッキーもあれば、はい、くじ外したおかげでダメだったパターンもあるんで、ここはもうなんかこぼこぼっすよね、はい、くじ外したからとかっていうのが言い訳にならないのがこの山田っすよね。そうですね、うん、で2位が七条、はい、無印の西田無印です。はい、で11年、はい、川上北に日谷、全員無印です。わー、しかも1位の川上に至っては1軍出場なし。あ、そうなんだ、はい、12年、はい、石山、はい、A、 小川、はい、SS プラスです。あ、小川投手 SS プラス、うん、田川無印、はい、ここに来て12年に来て大学2人がチームの主力になってんの久しぶりじゃないですか。1位2位で2004年以来じゃないですか。田中宏康、松岡さんが、はい、だから 大学社会人卒で。そっか、その他大体高卒の方とかですもんね、うんうん、13年、はい、杉浦無印、今日本ハムですね。はい、そうですね。で西浦 B の秋吉 BB、 でこれ13年の1位と3位両方日本ハムやな今。ああ、本当だ
結構行きますね。ねえ、14年から、はい、竹下無印の風張り B 山川無印で、15年が原、広岡、高橋全員無印。わまあでもまだこれからですから。そうですね、2014年以降はこれからですから、はい。で16年、寺島星が無印の梅の B、はい、で17年が村上、おどんくらいくるの A プラス、 A プラス、大下倉本が無印、無印で18年の清水中山市川が無印です。うん、まあこの辺しょうがないですね。はい、ここら辺はまあこれからですから、はい。でも大学社会人ドラフト1位で取って無印ばっかりだときついっすね。はい、即戦力にもなってないんで。結構いましたね。そうっすね、そういう人が。だから2人1試合も出てないっていう人もね、はい、いらっしゃいましたしね。まあ、ヤクルトでいうと全体的に見て1位があんまりうまくいってないっすね。いやそうなんですよねドラフト1位が、うん、まあでもちょっと山田哲人選手でドカーン来た感じはありますけどね。そうだから S がついてるのが1位だと山田哲人、田中裕康、高井雄平、石川しかいないんですよ。ああとやっぱりその固まってるところは強いと思うんですよ、はい。その宮本慎也さんとか稲葉さんとか岩村とか五十嵐とか上位に、はい、ところっていうのは一気に強くなってると思うんですけど、なんかここ最近はちょっとばらけてますよね。うん、あとやっぱドラフト1位が活躍しきれてないところがそうな、でピッチャーも結構取りにいってるんですけど、そのドラフト1位で取ってるピッチャーが全くっていうほど活躍してないんですよね。うん、だそこが今の投手陣の苦しさを物語ってるかなっていう。なるほど、ああ投手陣が。だって全体的に言ったら SS もね、10人いるから。だってホークスと一緒ですもんね。そうなんです。でタイガースとかロッタより多いわけですよ、SS の数は。で S も4人、うん、で A1 人、 A が5人、 BB も5人、B が、8人ですね。うん、でも無印がちょっと多いですね。今までで一番多いんじゃないですか。46でしょ。45を超えたの初めてですもんね。あ確かに一番多いです。一番無印が多いんで、はい、BBB が少ないんですよね。うん、で BBB がここまで見てきて BBB が少ないチームっていうのは比較的 S とか AA とかがいたんですけど、うん、ヤクルト B とか BB 少ないのに S とか AA も少ないんですよ。そうなんですよね。だから AA が1人しかいない。そこだからそこが多分、うん、厚みが増していかないから、うん、長く続かないです多分強さが。そうですね。だからもちろん1位から3位に選ばれてなかった畠山とか、はい、そういった選手も多分畠山も入ってたら多分 SS になってると思うんですけど、うん、だそういったところの下の上積み、上がちゃんとしてて下からの突き上げがあったらすごい長期的にいくんですけど、1位、2位、3位がやっぱりついて上と差が激しいですね。そうですね。はい、SS がいるけど無印っていう人がこうで固まっちゃってて、うん、だ強かったホークスとかって SS も S もたくさんいれば、うん、AA とか ABB とかも結構均等にちゃんといるんですよね。そうですね。であとやっぱりその SS1、うん、2、3、4、5、6っていう2004年までにもう6年半分以上いるんですよ、はい、2004年って16年前じゃないですか、はい、だかそこでもし20歳、平均20歳で入ってきたらもう36じゃないですか。はい、そうですね。だってもうその SS の人、この SS の人で引退してるの慎也さん、稲葉さん、はい、岩村で藤井でしょ、うん、で田中ひろやすでしょ。あ、だから今引退してる人が多いから、うん、今がの強さでないところはこの引退した人たちの SS が多いんですよね。そうですね。この SS も、うん、今の人たちでいるのか昔の人たちでいるのかっていうところで、はい、この2000年前ぐらいまでのスカウトはいいの引いてたっすね、編成と。そうですね。2005年から山田哲人引くまでがちょっと苦労してるっすね。うん、でも本当残ってる SS の方、現役の SS の方がほとんど川端、山田哲人、小川、中村ですから。あ、で川端ももう怪我故障がちですし、はい、S でだってまだ現役なの、雄平と石川、まあ五十嵐もそうだけど、うん、まあ、もうだいぶ超ベテランだもんね。なっちゃいましたしね、うん、最近の人たちの S 以上が少なすぎますね、うん、そうですね。だそこが多分チームとして上っていかないところですね。うん、2-1
西武、じゃあ西武行きましょうか。行っちゃいますか西武。はい、西武はですね、とんでもないですこいつらは。西武のスカウトと編成誘導すぎるんだよ。もう最初から言っちゃうんですねそれ。じゃ行きましょうか。はい、94年ドラフト1位、はい、富岡さんっていう東京ガスから入って、はい、でまあ一勝で終わったんで無印です。最初は無印スタートですね。2位尾関、はい、SS プラスです。 SS プラス。3位西口さんです。はい、SS です。 SS、 おお2人 SS が。しかも西口さん余ってんだな本当。立正大学でも西口さんも1年目は2勝、2年目から16勝っていう、すごい。尾関なんて3年目までほぼ 1軍出てないけど、98年からもういきなりレギュラーだもんね。本当ですね、104試合で。じゃあ95年、はい、1位高木大成さん、はい、SS です。はい、2位大友さん SS です。すごい。3位小石沢さん無印です。もう2年で SS4 人です。すごい。しかも全員もうレギュラーバリバリの。しかも1位2位で SS って最高じゃないですか。最高。すごい。今までなかったですねほとんど1位2位が SS。 ソフトバンクとかですね。ソフトバンクは3人あったんで、井口さん、あの松中さん、はい、柴原さんとか、うん、ありましたね。そうだそうだ、すごい年が96年、はい、1位玉野無印です。はい、玉野にね、僕が初出場の時ね、ピッチャーヤブダさんで、はい、こう9番かなんかだって舐めていったらホームラン打たれてもうそれから全員ホームラン打つんちゃうかって思っちゃって。あ、でもいい心がけになりましたね。いやいや、もうきついから全員ホームラン打つって思ってんねんで、はい、だから言ったら今の楽天だったら堀内とかでもホームラン打つって思ってんねんで、はい、打てへんやんそんな。そうですね。でもそうやってこいつも打っちゃうともう全員打つんちゃうかって、もう全員もう常に全部勝負気よみたいな。もうそれはうまくいかへんでっていう、慎重になりすぎちゃったんで。へ、何でも打つんちゃうかみたいな、そういうトラウマあるわ。タバドさんの、はい、あれで、はい、2位森進二さん、はい、SS です。はい、で谷中さん B、はい、これ楽天行きましたよ B、はい、97年安藤さん佐藤さん鳥籔さん全員無印です。へ、しかも安藤さんは1試合も1軍出てないです。ああ、そうなんですね。専修大学、こういう年もあるんですね。そうなんです。ここに来てね、ここに、今までうまくいったのにここに来て全部失敗って。はあ、この安藤さんという人もなんか変則的なタイプで、専修大学だったんですけど、はい、よかったんですけどね、結構大学の時は。で98年お松坂お大輔、くじ引きで勝ってね、はい、3SS プラスです。で赤田翔吾、はい、BB で星野 BB です。 BB 中継ぎ変則3、3人ついてるからいいですね、うんうん、で99年、はい、高山 B、前山、大島、無印です。はい、無印もいるんですよ。はい、比較的でもやっぱ SS 率が高い、うん、出だしがね。はい、で2000年、はい、大沼 BB、うん、三井さん AA、 ホアシ AA、 大沼も散らばっていいですね。左腕王国やもん、ここだって。これ大沼、三井さん、ホアシってピッチャー全員だって1軍入ってるもんね。はい、普通に。うん、で2001年、お細川、はい、SS、 SS 中村、お SS、 いやこの年も結構すごいな。栗山、うん、SS、 全員レギュラー、全バリバリで、ゴリゴリのレギュラーですね。ここまででも、はい、だってエース松坂西口さんの日本柱に、はい、抑え森慎二さんとか、はい、大沼三井さんとかが中継ぎ入っちゃったりなんかして、うん、で外野が赤田尾関大友さんとか栗山、はい、これでチーム作っても強いもんね、上位だけで。でまた主砲中村選手、主砲が入って、うん、キャッチャーも安定して入ってきてっていう、全員 SS だよここも。すごいですね。だってまだ 1,2,3,4,5,6,7,8 年しかやってないのに SS9 人ですよ。もうすごい、 100% 超えてるやん。そうですね、カープが SS が14人いたんですよ、うん、でそれを超えられるかっていう。おお、本当だね、はい、カープも結構だ、ハイデキ選手が SS が14人いたんですよね。はい、この勢いだったら抜けますけどね、うん、次2002年、はい、どうなるか。1位後藤、はい、B、 B、 長田 BB、 小野寺 A、 でここら辺も長田小野寺もね、中継ぎで一役になってましたし、まあ、後藤はね代打の切り札的に
西武、あ、横浜行ってね、はい、ゴメスっていうね、よくわかんない、なんでそうなったのかあの、まあ、いろいろな事情あるんだけど、はい、よくそれを登録名にしようとしたなっていうねところはありますけど、はい、で2003年山崎 B、 黒瀬松川無印です。はい、だからあれですね、いい時はいい、ダメな時ダメみたいな中途半端がないですね。いや、そうですねで2004年涌井、お、 3SS です。うわ、すごい。はい、で片岡、お、 1SS、 山岸、無印です。だってもうここでまた SS が、しかも球界を代表する、はい、こう1年で2人入ってるっていう年がやっぱ結構あるので、うん、それがすごいですね。次2005年、はい、高校生ドラフト、はい、1位住谷、うん、2SS、 確実に SS、 キャッチャーのドラフト1位で2人取ってて両方 SS 鳴らしてるからで、すごいですね。すごい、それはすごい。で田沢、無印、はい、で大学社会人で松永 B の吉見、無印です。無印、はい。で2006年、1木村 BB、はい、ピッチャーにとって野手転向してね、はい、去年あともうちょっとで規定打席到達だったのに、うん、だって木村規定打席到達してたら、はい、9人規定打席だった。やばいっしょ9人規定打席ってベンチのメンバーが能力発揮できひんだみたいな。いや、そうですしかも打順とかも全然変わらずに固定でしたもんね。あんなチームだったら采配、あの、ピッチャーのことばっかり考えときゃいいで、はい、打線はなんか楽勝ですね。あと頑張ってくれみたいな、はい、ちょっと並びだけ変えようかみたいなシュ無印です。シュですよね。シュ、はい、大学社会人、岸、お、 SS です。はい、毎年いんな SS みたいな。いや、すごいな。もう SS はもう、はい、プロ野球界の頂点見てるってことですから、ね、うん、山本、無印です。はい、で2007年がですね、スカウトの、はい、金銭授受問題が発生しましてですね、あ、だからまあいわば、まあ、裏金問題ってやつですよね、はい、うん、あの高校生ドラフトの上位2位までが剥奪されています。うん、ああ、そういうことなんですね。だからそれ以降でしかないんですけど、はい、だからそれ以降の2人で、うん、やってると竹熊、はい、BB です。それでもランクついてますからね。そこから引いても BB 引いてくるっていう、はい、で梅田が無印、無印で大学社会人は平野、藤原が両方無印です。はい、まあ、ここはもうこれ金銭授受問題があって、うん、ちょっと動揺してますね、ドラフトに、はい、動揺が見られる。俺も裏金欲しかったな俺なんて、いきなりここでぶっ込むけど、はい、逆指名でドラフト2位だから、はい、俺もなんか聞いてたのね、はい、都市伝説は、うんうん、で、俺のかって、はい、俺の裏金ね、これっす。これ、え、300万 ?3000 万 ?3 万円っすえ、どういうこと3万円って。なんかあのね、契約の下交渉みたいなんで、はいはい、厚木かどっかのホテルでレストラン的な食事するところで、はい、その下交渉みたいなのだったんですよ、うん、で僕の時の監督さんが厚木に住んでたんで、はい、でそこでやって帰りにこれ交通費切ってもらったんですよ。あ、交通費代として、はい、でもあの野球部の車で行ってたから、はい、まんまもらえたから、はい、でも大学生に3万ってでかいじゃん。いや、大きい、ラッキーと思って、はい、それだけいいじゃないですか。いやいや、だって噂に聞くとえぐいもん、奥行っちゃってるもん。え、そんなに行くんですか。なんか契約金がもっとね、はい、なんか推定は1億円だけど、みたいな。でもそれって実際はだからダメなんですよね。うん、そうだね。だからそれバレちゃったんだよね。バレちゃったんですよね。あとはなんか栄養費とかね、よくなんか言って。あ、そういう言い方で強化費的なね。はい、絶対くれんかった俺、3万円あの交通費って書いてた、うどん入れて、裏金でも何でもない、表、そうですね、表がない全員の前でくれたもん。さて、これあの交通費少ないけど、ちょっと誠実いいじゃないですか、それもね。いや、俺も欲しかったなそんなの、腐れへんで、お金は。まあまあそうですよ、うん、もう全部使っちゃってるでしょうけどね、もらってても。そっこ使ったよ、多分。じゃあ裏金じゃ1億もらったとするじゃないですか、うん、一番最初何買います。大学の時だったら、はい、裏金もらっちゃったら、その時だったらブランドモンとか買いに行ってたんちゃう。それこそビトンとか。でも1億円なんて余りまくりますよ、ブランドも買っても。だとりあえず好きな顔でね。そうですね、うん、まあ、あとは貯金みたいな。うん、そうだね。でまただから車とか買ってんじゃない。ああ、あれ佐藤さん契約金は使ったよ。あの、何使った。車買った、俺はね、車買ったけど。へえ、だからそういうの買っちゃうんじゃない。まあ、買っちゃうでしょうね、うん、私もブランドもガンガン買っちゃいそうなのもらったら本当さ、こんだけしかくれなかったよ。いいじゃないですか、3万円。都市伝説もっとすごかった。
期待はしちゃいますよね、うん、噂信じるじゃん、そういう、はい、幸せな噂って信じるじゃん、はい、しかもそれがまかり通ってる時代だったわけですもんね、うん、でも分かんない、事実かどうか分かんないよ、うん、聞いたわけじゃないって伝説なんだ、はい、次、はい、2008年、はい、中崎無印、はい、野上英英の浅村 SS、うん、すごい1位で取っても SS 引くけど3位でも SS 引いちゃうよみたいなね、はい、じゃこれいいですかね、言っちゃって、うん、もうカープの SS14 人とここで並びましたさあこっからまた出てくるか、はい、2009年、はい、菊池雄星 SS です、抜いた、すごい、三沢岩尾が無印です、はい、岩尾装置ね、ちょっとトルネード式な投げ方してましたけど、はい、うーん、で2010年1位大石、はい、無印、牧田 2A プラスです、 2A プラス、秋山1SS です、秋山、うん、なんで飛んに行かなかったんだろうね、他の球団のスカウトね、もう待ってたのに、本当に、しかも2010年であのうまいところを取ってない人たち、はい、あの前回やったヤクルトだった山田哲人が 1SS ですけど、はい、その下ね、無印ですけど、確かにそういうのもね、うん、そういうのところの判断も大事ですよね、はい、2位3でいい選手を取れるっていう、で11年、はい、トガメ BB、 小石 B、小松木無印、12年、はい、松田 S、 守護神使って今、はい、相内無印の金子 SS、 SS 多いな、この10年以降の SS って難しいんですよ、めっちゃ僕のルールで言うと、はい、それを簡単にクリアしてきてる西武はね、すごい、いやだってその次の年もまた来るじゃないですか、うん、13年森友哉 SS、はい、山川SS 豊田無印っていう、すごい、毎年 S ばっかりやないかみたいな、 SS2 人ずついるみたいな、うん、すごい、14年、はい、高橋コーナー A、はい、佐野 B、はい、殿崎 AA、 わあ、でも全部ついてる、で15年すごい田和田、はい、S 川越無印のこれからって言ってますよね、そうです、野田 B、はい、16年、今井無印、はい、無印、中塚無印の源田 SS プラス、 SS プラス、うわーすごい、で17年、斉藤西川伊藤無印の3人、はい、で18年が松本渡辺山野辺が無印、はい、まあ、ここら辺は本当仕方ないです、 ないですね、いやちょっとすごいですよこれです西武、え SS なんと20人、ライオンズのスカウトと編成、やばいんだよ、すごいですね、すごすぎるんだよ、いやその目はどうしたんや、ね、え、本当ですね、え、だってタイガース、まあ、2チーム目にやったんですけど、うん、SS5 人ですからね、うん、でそこはロッテですもんね、ロッテも7人とか、うんうんうん、まあ、カープが一番多くて14人だったんで、うんうん、20人ですよ、すごい、そらずっと、それはまあたまにね A クラス入れなかった時もあったかもわかんないですけど、うん、それはずっと、はい、あの A クラスいるよ、いますね、いやすごいなこれは、でしかもここ去年の投手の2連覇、はい、だってこれ FA とメジャーなかったらもうエンドレス連覇してるかもわかんない、いや最強ですよ、だって西武って今結構放出させちゃってるじゃないですか選手、うん、だってこういうと涌井片岡もいなくなってるでしょ、岸投手もいないし、岸もいないでしょ、で、まあ、フォアシもいなくなったでしょ、はい、これ何 SS の中で何人チームいなくなったやろうな、尾関いなくなったでしょ、うん、で森さんメジャー行ったでしょ、うん、で松坂もメジャー行ったでしょ、細川ソフトバンクでしょ、涌井片岡いなくなったでしょ、はい、隅田いなくなったでしょ、はい、岸いなくなったでしょ、浅村いなくなったでしょ、はい、菊池もいなくなったでしょ、はい、で秋山いなくなったでしょ、うん、11人いなくなってるすごい、まあ、あのメジャーもあるし、はい、FA とか FA もあるし、うん、20人 SS 出て11人いなくなったけど、はい、9人いるんでしょ、それが、ね、強さの秘訣だね、そうですねいやでももうこの SS 私3人ぐらい楽天いただいてるっていう、うん、またこれがだから SS いすぎて S が少ないもんね、逆にね、はい、でもいいことですよね、そう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 、だって2つ出しても22位だから、はい、全部チームの中で1位だもんね、はい、で AA も多いし、だって AA も一番多いし、多いですね、4人いて、無印が少なすぎる、1,2,3,4,5,6,33だね、33、これ圧倒的に少ない、もう圧倒
望的です。だって他の球団全部40人以上いるんで、うん、うわー、だからもうそれは無印が出るのは仕方ないの、はい、だから俺は別にここ一定数いても、うん、そこのラインが俺は40から45が平均なのかなって今まで大体そうだから思ったのが33、これだからドラフト上位が本当に活躍してるってことですね。そうだからもう、うん、かちゃんと取ってるってことですね。取ってる、だから1位2位3位にちゃんと目星をつけて、はい、ちゃんとやっていいところをちゃんと抑えながらやってるっていう、はい、そのスカウトの目も素晴らしいし、編成的にどういう順番で取っていこうっていうドラフトの順位付けも素晴らしいです、はい、いやすごいな、キングオブキングだね編成、はい、だから、まあ、もちろんね現場のコーチとか監督とか、ね、もちろん選手の頑張りもそれは一番だけど、こういったところがいいよね、はい、監督としてやるんだったら。そうですね、だからそのね、うん、あのまあ、もちろん監督の要望も聞いてくれるだろうけど、そういう編成とかスカウトのしっかりした力と眼力の中でいい選手をどんどん取ってきてくれて、はい、でそれでチームの中で成長させていって作り上げて戦わしていって、その選手たちが日本球界代表する選手になっていって、はい、これです。いやこれスカウトの方たちもすごいやりがい感じてるでしょう ね、 ねこんだけいい、もっと給料上げてもいいんちゃう、本当。いや、そうかも。それが引き抜いたらいいんちゃう。あ、他の球団もう倍ぐらい払って西武のスカウトを、うん、とか編成を。そうですね、だってもう、うん、いいもん、はい、明らかに。いや、なんかスカウトの人とかに何を見てこう選んでるのかっていうのが、うん、やっぱりスカウト大事だから、はい、いやもう倍払って、はい、取ってきた方がいいんちゃう。いや、そうですね、ね、でも一生契約とかって言って、うん、スカウトってこう何が違うんでしょ、やっぱ見る 目ですよね。そうだね、あとはもうそのドラフトのね順番 の、 この駆け引きもあるけど、はい、うん、だってすごいよ、すごいですね。ドラフト1位も SS ちゃんと作ってるし、はい、多分ドラフト1位の無印率一番低いと思う。かなり1位活躍してましたね、うん、だ全員が無印なのは、まあ、17、18年は仕方ないじゃん、うん、去年、ね、まだ1年目、2年目だからそんなのは全然仕方ないけど、はい、うん、1個だもん、97年だけだもん、あ、全部無印。これを続けられるかどうか、この17、18だから16の今井とか、うん、川越で、まあ、高橋コーナーとか、はい、と、まあ、外崎もこの先 S になっていくと思うので、うん、でなっていった時にこの14年から18年までがどんだけ頑張れるかでまたかかってるんだよ。そうですね、うん、続けていけるかっていう、うん、そうだね、うん、出ていっちゃうからね、はい、いやでももう本当明らかに西武の強さがもう分かりました、はい、そうですね、うん、西武ライオンズのスカウト編成の皆さん、さすがです。5-5、お、中日セリーグの中日はね、この2005年からあの落合さん政権になって黄金期迎えて最近は低迷してますけど、はい、いや今年は1位予想してますからいけるんちゃうかなっていうね。そうでしたね。そういうのがドラフトからどう見えるのかっていうところで、はい、じゃあ94年から1位、はい、金森さん、山田さん、はい、全員無印です、はい、っのっけから全員無印、テンション下がりますね、うん、そうですね。あじゃあなんで94年からしたんやって話になるんですか。95年、はい、荒木、うん、1SS、はい、門倉さん S で、藤井さん無印です。無印の方に3つけますよね。いや、ここら辺は高卒だと年下だけど、はい、大卒社会人だと年上だから。なるほど、そうだから分かんないんだよね、はい、一応つけとくと問題ないからつけてるだけ、はいはい、あ、その上下が分かんないってことはあんまりこう知らないんだろうなっていう。そう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 、荒木もだから95年、俺の一つ下だから、はい、2001年からでね、正味ずっと一軍に居始めたのは、うん、中日一筋で長いですね。だって名球が2000本打ってるからね。うん、名球界だもん。22年やってるのか。うん、96年、はい、小山、はい、新一郎、はい、楽天で投げてたの。BB、うん、でも楽天行ってからの話だけどね。あ、まあそうなりますよね。はい、森の 1SS、 はい、マクタさん、はい、無印です。はい、でもう森のもう内野手がどんどん来てるからね。はい、97年、川上健信さん、はい、1SS プラスです。 1SS プラスで、次が森、はい、無印、ショーツさん BB です。はい、で98年、福留 3SS、 3SS、 岩瀬さん
1SS、 おー、で小笠原無印、まあ、一軍でもそこそこ小笠原で投げてたんですけど、明治大学からね、はい、もうここら辺もう3年連続荒木森の川上健信福留岩瀬ってもうレギュラー固まりつつある、続いてますね、うん、で99年、はい、朝倉 A、 福沢無印、山北 BB、 左ピッチャーででかいのって全員なんか和製ランディ・ジョンソンって言われるけど、はい、そうやって言われてすっごくなったやつあんま見たことないそうなんですか和製ランディ・ジョンソンってあの左ででかいだけで言わないでほしいよね、もう剛速球で言ってほしいよね、もうそっちで、そういうのってもう大きいだけなんで言ってるんですか、そうそう、でかいからね、ランディ・ジョンソンが、だからあの右ピッチャーで最近でかいの、一時下町のダルビッシュとかよく言われてなんとかのダルビッシュとか、はい、2000年中里、荒井平で妹、全員無印です。中里もね、この、うん、怪我しなきゃ日本代表の動画でやりましたけど、はい、本当にいいピッチャーだったんですけど、あ、怪我でね、不運ですね、うん、ドラゴンズファンの皆さん、まだ見てない人はこのここにある動画見てください、中里のことで喋ってるんで、はい2001年、はい、前田無印、はい、キャッチャーね、ドラフト1位で行って、うん、田之上 S、 この田之上もキャッチャーですよ、ソフトバンク行ってから頑張ったんですけどね、ああそうなんですね、守備はあのお世辞にもうまいとは一切思わなかったですけど、はい、打つのはパンチ力あったし、うん、本当にホームラン持つし思いっきり良かったし、はい、一瞬ブワー光ったっすね、あ、久本、はい、BB、久本からね、マリンでホームラン打って、ロッテ以外の全球団、うん、ホームラン達成したんですよ。ああ、そうなんですね。12球団。へえ。ロッテ打ってないのに12球団じゃないやろっていうね、ファンの人いるんですけど、はい、近鉄と楽天で打ってるって。なるほど。一応12球団なんですね。そう、はい、だから僕、球場でも、名古屋ドームだけホームラン打ったことないんですよ。あとの、まあ、松田、広島市民で打ったんで、まあ、松田はね、やった回数が少ないから打ってないですけど、あの本拠地でホームラン打ってないのは名古屋ドームだけなんですよ。へー、あと全球場でホームラン打ちました。で球団もこの久本投手をマリンで打って、はい、あのカウントが有利になったんで、もう1位の3が思いっきり振って弾丸ライナーでドーンって打ったんです。で全球団と思いました。あー、やっぱり気にしてるんですね、そういうところ。まあそういうのはあった方がいいですよね。はい、へー、しかも交流戦しかやらないからチャンスが少ないからね。そうですよね。次2002年、はい、1位森岡 BB、これもヤクルト行ってから頑張りましたね、明徳から。で桜井上無印で、2003年中川石川佐藤無印です。で2004年、樋口無印の一軍未出場。ああ、そういう、はい、これはもう大失敗ですよね。はい。で中田 AA の河合 A です、ピッチャー。でここら辺で言うと、あの97年の健信さんとが AA ですけど、はい、5位に井橋さんいて、まあ、これも SS じゃないですか。うん、そうですね。でもあの内野完成してますよね。うん、だってあの森の井端、荒木、はい、もう内野完成してますもん。そうですね。出来上がってきてる感じ。でエース川上健信、抑え岩瀬みたいな、うん。完成されてますもんね。それは強いですよね。はい、でファーストに大論を作るんですもんね。はい、であのキャッチャーでね、キャッチャー前田とか田上取って、キャッチャーなんとかって、うん、キャッチャーいねえなみたいな。はい、じゃあ田中さん取ろうみたいな。取ってね、はい、強くなりますね。あ、外野あ福留みたいな、はい、でセンターあアレックス外国人、うん、であなんか守備固めいんな、あ98年回に倉本いんなみたいな、うん、守備だけゴールデングラブ賞とかね、はい、で取ったりして、うん、あれもちょっと1枚誰いんな外野、え和田さんかもーってセールからいないとこもう埋めてっていう。だからもう一球員揃えていないとこカモンっつって埋めてんの。それは強いよ。いやでもこのいないところ以外は上位で取ってるってことですごいです。そう、もう上位でだからすごいですよ。だからちゃんと取って、うん、ドラフトで、はい、上位で取って、しかも足りないところもこの2001年前田とか田上とかキャッチャーカバーしようとしてるんですけど、はい、まあ見る目がなかったんですよね、うん、まあそこは、はい、カバーしきれてないってね、はいはい、でもこれミスや、取ってくる目もなかったけど、うん、現場も育てきれてないと、うん、どうするこのままじゃキャッチャー危ないぞ、うん、取ってこよう。イサニーですね。ガイア、お福留いるよ、これでもう埋まった、はい、お外国人来た、はい、あと1枚なんとかなれへんかな、まあ、取ってはいるんやけどな、うん、和田さんみたいな。いや、いい、すごいですね、ちゃんといないところはもう、そうだからもう編成としては、はい、うん、いいよね。
ね。いいですね、うん、でもあの外野も外国人頼ってばっかりいないし若手も育てなきゃっつって、うん、2005年ドラフト1位で高校、はい、平田取ってきます。はい、 1SS です。はい、平田選手で次春田無印、はい、大学社会人に川上健信さんももう13年経つし、うん、次のエース探してこなきゃっつって1位吉見、うん、吉見と SS、 はい、で藤井 BB です。はい、平田と藤井で外野競わすかっつってで2006年、はい、そろそろ今働きの後釜も考えておかなきゃいけないなっつって1位堂の上、はい、BB 福田 BB です。はい、大学社会人田中無印の中継ぎも負担集めていこう浅尾 SS。 おー、ここで浅尾選手来るのか。ここもしっかりその自由枠とかで取ってる人たちをしっかり活躍させてるところがいいですよ。すごいですよね。そうですね。でもまあこ次2007年に高卒赤坂樋口無印の大学社会人山内 A の谷無印、はい、まあ、谷はね僕の後輩なんですけどね、はい、鳴門工業から確か日立だったかな行って、はい、そうなんですか。で2008年、はい、野本 B、うん、伊藤岩崎無印です。2009年、はい、岡田、はい、BB、うん、小川 BB の中田無印、はい、で10年、大野 S。 もうここでまた一人、はいはい、で吉川武藤無印無印です。11年、はい、高橋周平 SS。 おお、いいじゃないですか。いる西川無印の田島 AA です。高橋周平もこのだから今ですね、うん、この人たちは今育ったんですよ。そうですね、でこっから行く人たちです、はい、大野もね去年ノーヒットノーランして、はい、ちょっとあの1回上がって1回沈んでましたけどここから上がってきて、うん、っていうね。で12年、福谷 BB 浜口古本無印です。浜田ですね。浜田か、はい、俺浜口ってなった浜田、浜田です、ね、あ左のね、はい、で13年が鈴木無印の又吉 A の桂無印です。14年、はい、野村浜田友永全員無印です。あーこの辺が、うん、はい、で15年、小笠原佐藤木下全員無印です、はい、もうこっからしょうがないんですもんね。はい、で16年、柳 A、 京田 BB プラスBB か、はい、石垣無印、はい、17年が、うん、鈴木宏、はい、投手 B です。 B、はい、石川高松無印で18年の根尾梅津勝の無印です。はい、ちょっと終盤あれでしょ。そうですね、はい、あの前半に続けに無印を買ったって、はい、一気に、はい、だから S が10人ですか。10人いますね、それでも、うん、で S が2人、AA が3人、A が4人、BB が12人、B が2人、1、2、3、4、5、7、8、9、9、45人無印ですね、うんうん、ちょっと1個前にライオンズやったんで、うん、そうですね、ちょっとこう、あとはですね、やっぱりね、この2010年までの強さはと、2010年以降の弱さ、はい、ドラフトですね。完全に確かに SS の数がやっぱり圧倒的に後半の方が少なかった。でも前半だってもうこの95年のドラフト1位荒木からスタートして2006年まではもう完全戦力になってますもんね、うん、はい、もうゴリゴリの、うん、でそれで足りないところはさっきも言ったの FA とか外国人と補強しながら、はい、でまあもちろん下位のね岩瀬さんとか、はい、倉本とか、うん、下位の選手たちもそれで押し上げて、はい、上位がダメだと下位押し上げても数が足りないじゃん、うん、はい、上位よくて下位押し上げていかなきゃいけないから下位の選手も頑張っていかなきゃいけない、はい、それが95年からその10年間、うん、約はすごいですよね。しっかりいい感じにで足りないところは FA 取ってきて、うん、でそれが2007年以降からの約10年ぐらいが、はい、まあそれ高橋とかね、大野とかそのいい選手はもちろん出てきてますけど、はい、その単発すぎて、うん、そのやっぱでその SS の人たちが全員辞めていってるから、うん、どんどん、はい、でこの SS の人がすごすぎてその世代交代がうまく同世代すぎてうまくいかなかったっていうところもあるんですけど、で一気に総崩れしながらそれを挽回する人たちの力もなくて、うん、今の感じになってきてるんですけど、はい、で今年の魅力としてはそので大野とかね、うん、高橋周平とかっていう、はい、ところだ鈴木宏もね今年もうちょっと良くなると思うし、
あと梅津とか、うん、あと岡沢らとかもそうだし、はい、この上位にいる人たちが、まあ、少なくても BB 以上を取っていくとね、で岡田とかもひょっとしたら A になるかもわかんないし、はい、あのそういった選手たちがもうちょっと底上げしてくると、うん、面白いんじゃないのかなっていうね。まあね、今年ね1位予想ですからね。そうそうそうです。ドラフトの成功例と失敗例でチームの浮き沈みがよく分かるドラフト戦略でしたね。でもそうですね、分かりやすいっていうね。分かりやすいですね。ははうんうん、いや面白かった。4-3ほら来た、楽天。おーおーい、楽天の場合はですね、はい、ちょっと難しくてですね、そうですよね、近鉄と分けてあります。分けますか。はい、僕は一緒でもいいんですけど、はい、違うっていう人がいるじゃないですか。まあでも現に違うじゃないですか。まあまあそうです、ね、だから近鉄と楽天は分けます。はい、でもやっぱり一緒にしようかな、はい、その後もだって楽天で試合出てる人たちもいるし。いやそうなんですよね。一緒に投資でやりますけど、分けない人は分けて考えてください。はい、近鉄と楽天とか、ね、まあ、流れとしてはまあまあそう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 、さあ、はい、はい、だから近鉄は近鉄、楽天は楽天で話しますから、はい、一つの動画として、まあ、評価としてはまあちょっと一緒に、一緒にしながら、はい、オープン参加的な、はい、分かりました。いいところは取って悪いところは省いていくっていうスタイルにしましょう。了解です、はい、近鉄、はい、94年、田中、中川、南さん全員、はい、全員無印です。しかも1位の田中選手にあたっては1軍無出場っす。あーそうなんだ。95年、はい、1位福留、はい、拒否。そういうことか。これ福留って書いてあって、あそういうことか。拒否、はい、よっしゃーっつって佐々木監督が引いたんですけど、はい、近鉄無理っすっつって日本戦で行きました。ちょっと過去何回かありましたもんね、拒否、はい、次、岡本さん、武藤さん、はい、両方 BB です。岡本さんはサイドスローでね、はい、近鉄の時、僕が出始めた時、中継ぎで結構投げてて、はい、いつもスライダーばっかり待ってたんですね。うーん、他の球はえげつないんで打てないから、こうスライダーだけチャンスボールちゃうかっていう。スライダーでも打てたんですか。うーん、忘れたっすね。打っただろうし、抑えられた。あと武藤さんね、創価大学で、大学の時めっちゃ有名だったっすね。へー、そうなんですね。で、96年、はい、前川無印、はい、で大塚さんが 1S、 磯部さん、はい、S です。 S だって楽天のね、はい、初代の。そうですね、磯部さんもね、キャッチャーで入ってね、キャッチャーとしたらね、そんなじゃなかったですけど、あ、キャッチャーになったんですか、はい、あ、知らなかった。打つのはえげつなかったっすね。本当なんかのヘッド返さない、インコース打つのも上手かったですし、柔らかかったですし、はい、体がね、そんな大きいわけじゃないのにね、はい、パンチ力もあって、そうです、結構小柄ですよね。磯部さんも本当なんか柔らかくてすごかったっすね、はい、で97年、牧さん、無印、めっちゃいいピッチャーだったんですけど、法政でね、左で。高須さん A、職人で。高須さんで A なんですね、うん、で森谷無印です。え、森谷無印です。無印、高須さんも三振しないですよね、なんか仕事にいいって言われてたんですよね。言われてました、はい、もっとめっちゃ丁寧だし、クロード好みするね、はい、三振もしないし、コンパクトで堅実だったんですよね。派手さはなかったんですけどね、堅実、本当堅実だったんですよ。98年、はい、1位宇高無印、2位藤井、はい、BB、 山崎無印です。宇田が藤井なんて近代五冠バッテ、五冠ですからね。あ、そうなんですか。宇田が藤井がバッテリーで、二岡がショートにいて、はい、その後に山下っていうのがファーストにいて、はい、めちゃくちゃ強かった。その前もだって清水さんね、日本ドラフト1位で入ったピッチャーがいてっていう、うん、はい、宇田が全く通用しないって予想外だったんです、ね、へー、あ、近代でバッテリーを1位にで取ってきたんですね。そう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 。へえ、本当だ。無双状態なんですよ、その大学の時は。へー、まあ、大学とプロは天と地の差ってね。そうですね、地球と宇宙のね、地球と宇宙、地球と月の差ですね。違うんですもんね。で99年、はい、宮本無印、はい、高木 BB の前田 BB、 はい、これ高木静岡高校じゃないですか。後輩ですよね。後輩です、うん、巨人に、そうそう、行きました、はい、で2000年、はい、山本翔吾 A で、愛嬌無印、はい、近沢無印。愛嬌、僕、はい、大学の時バッテリーです、エースです。ああ、そうなんですか。で、松下、大学の時もプロ行けたんですよ、はい、行けたんですけど、うん、松下電機、今パナソニックが決まってて、はい、上位指名じゃなかったんですよね、はい、大学で上位指名じゃないんだったら、うん、もう社会人行った方がいいんちゃうかって、地元が大阪だし、はい、地元も近いんで、うんう
あのその住んでるところからもう会えて、で、あのパナソニック行って、はい、で都市対抗で若獅子賞とかなんか取って、はい、でドラフト2位で近鉄入って、一時今は多分抜かれてるんですけど、一時なんか登板無敗記録みたいな、なんか負けがつかないみたいなんで、はい、あの記録持ってましたよね。今多分変わってるんですけど。あ、そうなんですね。一回マリンでホームラン打ったってね。めっちゃ嬉しかったです。いいですね。大学時代のバッテリーから。愛嬌で大学1年入った時の時、いきなり春のリーグ戦6勝したんですよ。1年で。すごい。で、なんか最優秀投手をもらってて、こいつすごいなと思ったんですよ。はい。へー。めちゃくちゃすごかったですよ。そうですね。2人で遊びすぎたんですね、大学で。好き勝手やって。仲良かったんですね。はい。今楽天でスカウトですよね。だから結構え、そうなんですか。はい、結構なんかスカウトなんだ。上の立場になってるらしいです。へー、あ、知らなかった。ちょっと見てみようと。なんかあった、あいきょう、うちの息子ちょっと入れだてやって言うから。楽天に。まだでも5歳。何年後だっていう。十何年後。2001年、はい、浅井無印、有部 BB、谷口無印。ちょっとここまで SS がないのって不思議なぐらいですね。はい、それなんでか知ってます？知らないです。ドラフトがえ、だって他のチームと平等にやってますよね。やってますよ、もちろん同じルールですよ。だからなんでかわかります？わかるんですよ、ドラフトが。え、ちょっと今びっくりしてるぐらい。だから見る目もなければあれですよ、はい、そうですね。2002年、はい、坂口、はい、SS です。あ、やっと来ましたね。ああ、今ヤクルトにね、はい、やってますけど。で、池裕次郎、阿部、無印です。はい。で、2003年、勝木、はい、BB、 BB、 キラ、無印、はい、サカ、B です。 B 以上です、近鉄。 SS が一人でした。はい。まあ、ひどいですね。BB と無印ばかりっていう、はい、はい。で、BB とかB っていうのは、はい、あの出るんですよ、普通に。そのチームのレギュラーだと。レギュラーで出てれば。レギュラーで出てれば B とか BB になるんで、はい。だからまあね、うん、まあ、ひどいですね。テンションひどいですね。なんか今までやってたような、おーっていうのはない。全くないです。でもあの2001年か、はい、優勝してるんですよね、はい。だからその前の93年とかだと、はい、大村さんとか的山さんとかがいたりとか。その前が良かったってことですね。で、あとは中村のりさんとか、はい、うんうんうん、高村さんとか水口さんとか、はい、野茂さんとか石井郎さんとか、はい、その前はね、うん、比較的その方々がじゃあ押し上げてそこは優勝っていう形で。あの時だと、そうそう、あの時も投手陣はダメだったんですよね、はい、苦しかったんですよね、うん。で、あと伊手前打線って吉岡さんジャイアンツから来たりとか、はい、で中村のりさんで、うん、ローズ、うん、でクラークとかいたりとか、はい、で磯部さんとか、うーん、じゃあだからダメでしたね。あっさり。はい、次じゃあ楽天。楽天になってからの、はい、楽天になってから。楽天ファンの皆さん、ここからですよ。はい、はい、そうですね、はいはい、ここからです。楽天最初もう激弱でしたからね、最初の年。いや、それは仕方、それはだって弱いですもん、はい、やっててもそうですけど、楽天に負けたらやばいと思ってやってたんですから。そうなんですね。打率の上げ時やって言って、はい、こんな言い方したらあれですけど、うん、オリックスにですよ、うん、近鉄とオリックスのいいところを全部取られるんですよね、はい、とりあえず何十人か、はい、でそれで次同じ数取るんですよね、はい、でまた今度取られるんですよね、はい、それはきついですよね。そうですね。で、磯部さんとか、はい、岩隈とか、はい、藤井とかは、うん、オリックス行きたくないって言って、はい、楽天の方選べたんですよね、うん、はい。だってその藤井とか、もしオリックス行っても、うん、ひょっとしたら試合出れてないかもわかんないし、日高とかいたしね。あ、そうなんですね。そういうのもあるんですよね、はい、行ってもいいけど出れなかったら意味ないからね。あ、バランス見て楽天にっていう、そうのもあるかもわかんないし、うん、そこはやっぱり冷静なね、はい、自分を見る目が必要ですよね。そうですね、うん、でもですよ、はい、楽天ファンの皆さん、はい、言い方は悪いですけど、要はいらないって言われた人たち、まあ、自分で楽天に行きたいっていう人たちもいたんですけど、基本的にいらないって言われた人たちでチームを作って、はい、で10年後には日本一になってるんですよ。いや、そうですよ。しかも逆にね、はい、いるって言った人たちだけ取って、オリックスはまだ優勝してないんですから。
そうですね、うん、そうですね、うん、だからそこがね、うん、ドラフトにあんのかって話ですよ。確かにヒントは答えは10年かかってないですからね、うんそうですね、9年後だったのかな、うん、はい、っていうところで、はい、2004年楽しみだ、はい、市場、はい、無印、渡辺 B、 西谷無印です、はいはい、2005年高校ドラフト1位片山、はい、BB で次銀次、あ、宇部銀次になってるんですSS、はい、で大学社会人松崎、はい、無印、青山 A、前の投手で A なんだ。2006年、はい、マークきます。ここで、はい、2SS プラスです。そっか、2SS プラスなんだ、はい、で次が山本無印です、はい、大学社会人長井 AA、 島 SS です。 SS ちょっとここに来てね、一気にここら辺の選手たちがまあまあ支えていったっすよね、はい、で2007年寺田無印、石田無印、はい、しかも寺田に至っては1試合も1軍で、ああそうなんだ、で大学社会人長谷部無印の石峰無印、だからここ全滅この年、はい、もう責任問題。でも長谷部投手とか5球団競合のくじ引きとかでしたよね。競合したからって言って、はい、あの別にね、だからそれさっきも言ったじゃん、外れた当たったからって言ってもう山田テストみたいなのもあるし、まあ、そうですね、はい、だからそこは全員平等だからダメなものはダメ、ダメ、そうです、はい、わ、はい、かりました。で2008年、はい、藤原、中川、伊坂全員無印、はい、2年連続大失敗あ、ちょっとこれプチ情報なんですけど、はい、この長谷部投手って今楽天で、あの楽天の中にいるんですけど、うん、営業職やってるんですよ、うんうん、営業成績めっちゃいいらしいですよ。ロッテでもやってるよ、上野とか古谷とか。そうなんですか、うん、そうそう、ヤクルトとかでも、はい、青柳さんかな、本社の方の営業やってるもん、ヤクルト。あ、そう、でもやっぱ顔とかが知れてると営業とかもやりやすいですよね。まあやりやすいですね、しかも地元とかだと、はい、もっと知ってくれてるから、うん、いいですよ、営業成績いいらしいですよ、うん、ちょっとあとソフトバンクとかだとね、エジリとかがやってるんですよね。あ、エジリさんやってるんですか。そうそうそう、やってる。出役とかもやりつつ、じゃあそう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 、そうなんですね、うん、2009年、戸村無印、西田 B、 B、 尾関無印です。戸関ですね。あ、戸関、はい、無印で2010年、塩見 B、はい、三馬 A、 三馬投手 A なの、うん、逆に何言う、10勝してるじゃんって言って言う、はい、だから A よ、はいそう、 S に入らないのか、10勝でもはい、わかります。だって頂点見てへんやん。まあそう、でも SS じゃない、 S にも入らないのかS は頂点見てるから、 S も S でも頂点見てるから。そっか、わかりました。 A でプロ野球界のトップクラス、なるほど、で S は頂点見てるから、はい、基準はね、最後にしか教えてくれないんで分かんないんですよ。で、阿部、はい、無印です。無印、はい、で、11年、武藤 B、 B、 鎌田無印、そうなんだ、無印なの、三好無印です、はい、12年、はい、森無印、はい、お、ここね、森本 1SS プラス、イエー、来た、SS、 大塚無印、はい、13年、松井1S、 あ、SS じゃないの、はい、内田浜谷両方無印、はい、で14年、はい、安楽小野福田全員無印、みんなか、はい、で15年、オコエ吉持無印、2人、あ、オコエ選手も無印か、で茂木が BB、 茂木選手で BB なのそうだよ、え普通に B っていうのはチームでレギュラーってことだから、うん、戦力ってことですね、うん、だからチームでレギュラー、茂木が12球団でもトップクラスかって言われたらトップクラスじゃないよ。まあそうですね、そっかそっか。16年、はい、藤平、池田両方無印、はい、俺池田なんて創刊の時見たけどいいピッチャーやと思ったけどね。うん、で田中 B プラス、 B プラス、で17年、はい、近藤、岩見、山崎全員無印、はい、で18年、辰巳 B、 B、 太田引き地、はい、両方無印です。無印、はい、だからまあ楽天になっても特にっていうのはないね。うん、そうですね、あのドラフトの感じで見てると、まあ、ただ近鉄の時よりは、まあ、SS の選手がまあ増えた分ここで優勝メンバーが頑張ってたなっていう感じはありますよね、うん、まあやっぱりね、あとはもうマー君の24勝がでかいからって、はい、あれマー君がもし18勝6敗だったら優勝してないもんね。
まあそうですね、だから多分あのマー君の貯金分がチームの貯金分だったんだよね確か、はい、そうですね、あと、まあ、則本投手が15勝してるっていうのもまあ大きかったんですけど、だって礼拝だもん、そうですね、やっぱでかいね、マー君が貯金が24ですからね一人で24って、はい、えげつないもん、そうですね、あとやっぱりあの AJ と、うん、マギーね、マギーの力がすごく大きかったですね、あと外国人投手ね、アウザーだったっけ、はい、あそうですね、ラズナラズナとか、うん、でもなんか、はい、ドラフトはそんでもなかったね、そうですねなんかあの日本一をみたいな感じだったんですね、だからやっぱり長続きしないところなんだよね、そうです、ね、だからマー君いなくなったら、うん、ドドーと落ちていくじゃん、結局は、ね、うん、だからそこはやっぱマー君一人の力っていうのはまあ大きかったね、はい、あとマギーもいなくなっちゃいましたし、うん、そういうとこですね、で今年ね、うん、その補強をして、はい、まあ、どうなるかっていうところだね、うん、そうですね、うん、まあ、今結構 A クラスには入ってきてますけど、結構他球団からね戦力補強っていうのも多いですし、うん、まあでも勝ちはこっちのもんだからね、そうです、別に勝てばいいんですよね、自前で育てられなかったら取ってくれいいんだもん、はい、別に勝ちゃいいからね、ただこれは、はい、あのスカウトと編成の能力があるかどうかだけ見てるだけだから、そうですね、選手がどうとかじゃないんでしたもんねそうそう、選手の評価をしてるわけじゃなくて、はい、スカウトと編成の能力とドラフト戦略の能力があるかどうか見てるだけだから、そうですね、だからまあ一つ言えるのは、うん、94年からだけ見てると、まあ、近鉄はだったなっていうね、はい、っていうところと、うん、楽天はその優勝2013年の日本一に向けて何、うん、はい、かあんのかなと思ったけど、まあ、特になかったねいやまあでもあの島選手とか、いや他にだってヤクルトも中村悠平とかいたからね、 SS で言うと、まあそうですね確かに、まあ、だからこういるけど、はい、なんか、はい、西武とか、はい、あなんか広島の3連覇の時に、あここ密集してるねみたいな、はい、これがこうなったねみたいなのが見えたけど、うん、はい、ないね、まあ、そのなんか密集してる感じもないし、はい、そんなめちゃくちゃじゃあ SS が多いかって言われるとそんな多くもないし、はい、まあ、この SS メンバーが日本一の時にすごい頑張ったっていうのはありますけど、うん、マー君ね、はい、あとドラフト1位が比較的活躍してないね、全然、そうなんですよ、あの楽天の左 サウスポーのドラフト1位はなかなか活躍しないっていう、まあ、ちょっと伝説があって、伝説じゃ多分見る目がないんだよね、で松井裕樹投手でそれでもあの払拭されたんですけど、そう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 、だからこのね、安楽、大越、藤平、近藤、うん、辰巳がこれからどれだけ頑張れるかね、ちょっと今辰巳選手はすごい出てきてるので頑張ってほしいですね、だからこう球界のトップクラスいかないと A に行かないからね、はい、だ A に行くのも相当ハードル高いよ、ね、A はハードル高いよ、もう皆さんはね、あれだけど、はい、A はハードル高いからね、ですね、結構 B は、うん、そのチームのレギュラーになっておけば、はい、B にはピッチャーも野手も含めて、はい、まあ、なれるんだけど、 B から A はすごいハードル高い、で A から S はさらに高いから、そうですね、だもう1回突き抜けちゃえば S いけるってことですね、そうそう、で1回もそのランク取ったらそのランクだから、はい、そうですね、1回でも取ればね、はい、だそこの基準が知りたいんですよまだ分かんない、はい、最後までご覧ください、はい、3横浜、横浜、横浜ベイスターズ、あれ勝利のタラーネー、あれそんな歌だったっけみたいなはい、ということで94年です、はい、はい、1位木田、無印です、はい、この木田、この、 あの94年下位に田村とか、はい、同級生いるんですけど、相川とか、はい、いるんですけど、この横浜高校の木田、田村、斎藤、巨人に入るんですけど、はい、もうすごかったです、あの時の横浜、矢野英二、ピッチャー、ね、大学から入りますけど、はい、そのドラフト1位が活躍できなかったです、で2位が米さん、はい、無印です、くもり、はい、BB、 BB なんだ、で95年、細見さん、無印、関口さん、 BB、 で横山、 S です、 S、 これ日本ハム行ってね頑張りましたよね、あそうなんですね、まあ、俺も横浜高校でね、うーん、一つ下ので、96年、はい、川村さん、 A、 A、 森中さん、 BB、 大野さん、無印、はい、森永さん、僕大学入っ、あ、大学入った時に、僕の2つ上なんですけど、はい、東海大学でエースだって、はい、めちゃくちゃ速かった、初めて見た、あんな速い球初めて見たっていうぐらい速かったです、球、へえ、
それって実際何キロぐらい出てるんでしょうね。いや、わかんない、150キロぐらい出てんちゃうかっていうぐらい、めちゃくちゃ速かったですね、はい。その森永さんから太田スタジアムで場外ホームラン打ったのはいい思い出です。よかったですね。でもめちゃくちゃすごかったですね。へえ、あの人生で一番速い球見たんですね、その時はね、はい、はい、うわーって衝撃があったんですね。こんなすごいプロ中すごいなと思いました。へえ。97年、はい、谷口新沼関谷さん全員無印。もうちょっとここまで無印多いですね。横浜もね、98年に日本一になりますけど、はい、結構低迷していくんで、うん、やっぱうまくいってないのはね、如実に分かりますよ。そうですね、はい、うんうん。で98年、はい、古木 BB、 BB で矢野英二、これも大学球界ナンバーワンワンって言われてたんですよ。150キロオーバーストレート投げて、はい、でここまで活躍できんと思わなかったですね。無印です。無印、はい、金川、はい、無印。うわー、ちょっとこの辺低迷してますね、はい、だから多分98年日本一っていうのは、はい、その前のドラフトの時の数年前だから、要は93年の川原さんとか春さんとか、あ、91年に斎藤隆さんとか、ね、そうそうそう、ね、92年の小檜山さんとか佐伯さんとか、はい、うんうん、91年の斎藤隆さんとか、長井さん、有働さんとか、で三浦大輔さん買いに行ったり、はい、で90年に鈴木さん、うんうん、横 DeNA ベストラインに入れた首位打者の、はい、で89年大魔神佐々木さんとか、88年谷重さんとか、はい、でその前に87年森田さんとか岡本さん、野村ひろきさんとか、はい、88、89、91とかこの辺ってドラフト1位がものすごい活躍してるから、ね、そうそうそう、だからその前の人たちの頑張りがこの98年をね、はい、支えてますよね。わー、なるほど。だからその直近のドラフトっていうのはその後に出てくるんですね。そう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 、だから多分高卒とかも多かったりするんですよ。あ、今いるから、はい、先に向けての戦力アップのためにみたいな。で即戦力で取ったら川村さんとかね、はい、森永さんとか頑張ったりとか、うんうんうん、で宿とかもね、即戦力って考えてうまくいかなかったですよね、はい、で99年が田中、松坂世代ね、はい、松坂世代一つ下か、うん、で B、 B で木塚、はい、S、 S 村西、無印。2000年、はい、内川ドラフト1位、お、 3SS、 おー、はい、で吉見、はい、A、 ちょっとこの辺はで、後藤、はい、無印です。でこのね、後藤めっちゃ良かったんですよ、うん、2軍で結構戦いましたけど、はい、まとまってるしコントロールもいいし、うん、でまあ、全体的にバージョンアップできなかったのが多分1軍で活躍できなかったのかなっていう、はい、だからバランスよくていい選手だったんですけど、はい、そこのままで終わっちゃったのがダメだったんですよね。一個突き抜けないといけないんですね。そうそうそう、でも、ね、いいもん持ってたんですけどね。へー。2001年、はい、畑、小田島、岡本、無印です。うわー、3人連続で。2002年、村田、はい、2SS です。はい、で土井、無印、よしで加藤、S で2003年、森、無印の一軍と一軍出場なし。なし。で吉川 B の牛田 BB です。で2004年、はい、那須の B、B、染田無印の藤田和也 SS です。おお、藤田の SS。あ、でも楽天行ってからだけどね。はい。絶対そうです。このあのままね、横浜にいたら B か BB 止まりだね。A に行くことなかったね。多分。なんかこうやって考えていくと、藤田選手が SS、 茂木選手が BB、うん、ってなると違いは何なのかっていうところで考えたら、なんとなくこうちょっと分かってきますね。分かってきたんですか。はい。でね、残念なお知らせがあるんです。はい。ここで94年から2004年まで見て、はい、何でしょう。 SS 取った人全員いません。途中から横浜にも。あ、確かに。内川、村田は FA 出て、はい、藤田はトレード。あ、そうだ。 S 取った横山も日本ハム。はい。だから要はここの、ここまでで言うと S 取って残ってるのは木塚と、木塚だけなんですよ。はい。加藤も多分出たと思うんですよ。でも最後だけか、だいたい横浜で活躍して日本ハム、最後日本ハムにちょろっていっただけか。みんな結構出てますね。そこがね、苦しいところですよね。そうですね、うん、吉見も出ましたしね、はい、A の、うんうん、そこら辺がちょっと低迷していきますよね。そうなってくるといい選手がどんどん放出しちゃって、はい、で94年のね、甲斐に田村、相川って言いますけど、はい、この両選手も SS
相川は SS じゃなかったな、多分 A だと思うんですよ、相川やってたら。で田村は S、 S なんですか。ああ田村は S、 へー 1S かな、へーなんですけど、はい、まあ、その選手たちもいないじゃないですか、はい、でそこが苦しいですよね。そうですね、育っても放出してしまうっていう、はい、うん、2005年、はい、高校ドラフト山口 SS です。お山口俊投手、はい、でまたこれもいなくなっちゃいますね、はい、いなくなります。黒羽 B、 黒羽さん B で大学社会人が高宮 B の内藤無印です。はい、で2006年北無印、はい、梶谷 S、 で大学社会人の高崎 B で木村は入団せずっていう、あ、しなかったの。これはですね、はい、あの西武の時にやりましたけど、はい、あのスカウトの金銭授受で当事者です、はい、そんなことがここだったんですね、はい、で後にねロッテにドラフト1位で入りますけど、あ、よかったです、はい、無印です、はい、無印かな、 B ぐらい行ったのかな、もう忘れましたけど、はい、で2007年、はい、田中、はい、BB、 BB か、はい、太田、無印です、小林、無印、桑原、S、 まあ、これもあの阪神ってからのね活躍がすごい、はい、あのすごいですけどね、はい、2008年、はい、松本、無印、藤江、BB、山崎、BB です。あれ藤江選手って楽天来たのかな、うん、最後ちょろっと言ったね。いや、そうですよね、うん、で2009年、筒香、1SS、 SS、 加賀、B、 安西、無印。で2010年、須田、 B、 加賀、無印、荒波、 SS、 SS。 11年、北方、高城、渡辺、全員無印。わあ、しかも北方に至っては一軍出場なし。へえー、そうなんだ。で12年、はい、白崎、 B、 はい、三島、 BB、 BB、 井上、 A、 あ、まあまあみんな、まあ、一軍の戦力にはなってますね、はい。で13年、柿田、平田、峰井、全員無印。うーん、しかも柿田に至っては一軍出場なし。はあ。14年、はい、山崎康明、はい、SS プラス、 SS プラス、石田、 BB、 BB、 倉本、 BB。 15年、今永、 AA、 ほう、なんかこれいいですね。熊原、無印、はい、柴田、 BB。 16年、はい、浜口、 A、はい、水野、松尾、無印。17年、はい、東、 A プラス、上里、 B、 坂口、無印。で18年の上茶谷、伊藤抜きは全員無印です。はい、123、はい、あー、でもねこれもすごい分かりやすかった。うん、なんかあのドラフトの中では SS が7人、 S5 人、 AA1 人、 A5 人、BB と B がまあ固まってますね。12人に12、うん、多い BB が。無印が1、2、3、4、5、6、7、5、7、35、37人だ、うんうん、B は多いのは上が少ないのに B がいなかったら終わってるんですよ。はい、だ B はそのチームのレギュラーになれば B なんで、はい、いわばそのチームのレギュラー止まりなんですよ。うん、要はそのチームではレギュラーになってるけど、はい、リーグでいうとトップクラスに位置してない選手が多いっていうところが弱さなんだよね。なるほど、一つ突き抜けるものがなく、そうだから B が少なくて A が多いとこっていうのは、はい、うん、まあ、A っていうのはそもそもレギュラーじゃないと A に行けないんで、はい、レギュラープラス12球団でもトップっていうことなの、うんうん、だから B が多いっていうことは、まあ、B は絶対いるから、はい、試合出場してるけどそのリーグのトップにはいない、うん、っていうところがそのチームの、その強さにつながってない、つながらないところです。B が多いっていうのはそういうことなんですね。そうです。で A が多いっていうことは、はい、あの出てる選手が12球団でもトップクラスにいる選手たちがチームを回してるっていう、はい、で S が多いっていうチームは頂点見た人がいっぱいいるんだなそういうことですね。しかもですよ、はい、その SS 取った人でチームに残ってる人が、うん、山崎康明と荒波、そうですね、だけじゃない。うん、あれ最初の方に言ったかった、だからあの SS で言うと村田、はい、内川、藤田、うん、で山口、はい、いないもんな。
だから7人中、だから7人中4人がもうチーム去ってるから。いないですね。だって山崎康晃選手だってまだ若いですからね。そうそう。だから最近ね、なんで DeNA が A クラスに来てるかっていうと、はい、これ14年からの人たちが他のチームに比べると頑張ってる。このチーム何、はい、いつも大体14年以降って、はい、まあここは無印良いんだけど、うん、これからだから、はい、ここは別に関係ないんですよって言い続けた、はい、今まで、うん、でも14年からその18年にかけての活躍具合が DeNA は一番すごいスタート。そうですね。だってドラフト1位がみんな活躍してますもんね。そうそうそう。で去年の上茶谷も10勝には届かなかったけど、うん、いい形で回ってるから、はい、今後多分 A とかには普通になってくる選手だと思うんですよね、うん、1位の見る目が17年以降すごいあるんですね。いやそう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 。13年まではなんかこうだったんですけど表現、はい、間違えました。あ、過剰な表現をしてしまいどうもすいませんでした。本当に思ってますテレビでそんなツッコミする人聞いたことないです、はい、テレビとかでもラジオとかでもあるじゃないですか、はい、ただいま不適切な表現があって、はい、心よりお詫び申し上げますとかって言うじゃないですか。それを横の人が、はい、本当に思ってますってそんなのありますだって今謝ったけど前の動画でもっとクサクサって言ってましたもん。言ってましたっけ、はい、長きにわたり不適切な言葉を使ってしまいまして本当に申し訳ありませんでした。今べだけですねいやそんなのありますツッコミそんな見たこと、そんな、それもしきついですよね、テレビだったら。はい、テレビだったら、あの、こっち側もう大変お前もできついつやろって、はい、言われます。生放送で、はい、ちゃんと思ってますよ、はい。だって、あの、DeNA が多分1位で取って、はい、1軍出場が1回もないの多分一番多いと思う。3人だもん。うわ結構いますね。今まで1人とかはいたチームあったけど、はい、3人は多分最多だと思う、はい。そうですね。あとやっぱりその SS の人たちがチームを離れていくっていうところが、うん、やっぱそのチームを強く維持するために難しいところだと思うんだよね、はい。だから今年も筒香がねメジャー移籍で抜けて、ああそうですね。でまた SS がいなくなって、うん、いやでもそう考えるとライオンズって SS めちゃくちゃ抜けたじゃないですか。そうだから SS 抜けても、はい、ライオンズみたいに常に SS を、はい、投入していってたらいいけど、はい、だからそれを長きにわたってできなかったら、うん、こういう DeNA みたいな感じになるね。そうですね。出ていかれ出ていってで、うん、次につなげる人たちがあの上位で取り切れてないっていうところと、うん、活躍できてないっていうところで、そうですね、苦しいですよね、うん。でも2014年からはだから流出させないようにしなきゃいけないね、まあ、今だってドラフトに関してはいい状態できてるから、はい、この上位でしかもこの会議で集めましていければ、はい、いいチーム作りできてくるだろうし、うん、で今後もねこの18年の選手とかあとはあの、まあ、伊藤とかもね、はい、あのパンチ力があって頑張ればいいし、うん、他の選手たちもね頑張っていければだってもう浜口も今中なんてもう SS すぐ行けるんちゃうかっていうぐらいの感じだし、はい、いや、そうなればだからで外国人も補強して、うん、いい形でチーム作り上げてこれてるから、はい、流出させないようにしなきゃいけない。そうですね。いやでもこっからやっぱ14年間のドラフト見てると今後のチームっていうのがもっと楽しみだ、ね、楽しみ楽しみ、ね、あの今まで見てきた中で14年以降のドラフトが一番成功してるから、はい、だから変わったのかなやる人がそこはちょっと分かんないですけど変わったのかな、うん、それもだってね、うん、そう以前がちょっとねはいまた言った変わったのかな、うん、でもまあここ最近本当にいいですね。はい、そうですね、うん、ガラッと変わりましたね、うんうん、だからあの今後だから2020年以降、はい、チームとしては、うん、面白い存在ではあるんですね、はい、ひょっとしたらひょっとするその98年から22年ぶり以降に日本優勝っていうのも狙えてくれるチームなのかなっていうのは14年以降のドラフト見てると、はい、まあ楽しみが増えるっすね。いやそうですね、うん、これだって昔はどんどん評価だから、はい、もういないから、うん、昔の人たちはねこれからは14年ぐらいから行こうですね。そうそうそう未来ただね最初の2000年前後ぐらいはただ答え合わせで通信簿で見てるだけであって、はいはい、今後未来見るのは14年以降ぐらいがメインになってくるからそう面白いですね。14年以降のスカウトの方すごいですねって話ですよね。そうだね、はい、あ変わってなかったらね変わってなかったらどうなんでしょう。5巨人です。巨人どうなんでしょうね。あの上昇軍団ってね言われた時の、うん、
どういう感じなのかっていう。そうですね、はい、こちなみに93年から逆指名が始まって、はい、まあ、その後自由獲得選手とかいろいろ名前変わりますけど、はい、2006年まであの自由、まあ、いわば相思相愛だったら好きな球団選ばれるようなシステムなんですよね、はいはい、まあ、そこを考えてもらって見ていくとジャイアンツは特に面白いかなじゃあ94年、はい、1位川原さんです、はい、BB です。織田さん福井が無印です。はい、川原さんね2010年の日本シリーズ、はい、満塁から同点タイムリー、はい、打っちゃったっす。あー、そうなんですか。でも全盛期はめちゃくちゃコントロールも良くて球切れあるし、はいはい、変化球ブリ切れしてたらしいですけどね。へー。95年、はい、原俊介無印、はい、西さん SS プラス、はい、清水さん SS、はい、おー、ここに来て。で96年、はい、入木さん S。 入木さんは社会人が金属バットの時に、はい、金属バットの社会人って10点差リードが全敗って言われてなかったらしいんですよ。へー。10点差ぐらいだったらワンチャンでひっくり返せるっていう、はい、金属の時は、はい、その時に社会人で完封したんですよ。はい、もうあの時の時代の金属で完封はもう怪物です。へー。それぐらいめちゃくちゃすごかったらしいです。あ、そうなんです。僕は直接対戦したことないんですけど、はい、テレビで見ててね、はい、あのアリアスとかの背中にブチ切れて通すとかっていうのをね、はい、あの武闘派みたいなイメージだけはすごいあるんですけど。そうなんですか。この無印です。これもね、秋田芸法大から実績入って左手めちゃくちゃいいって言われたんですけど、はい、うん、パッとしなかったですね。うん、三沢さんが BB。BB。で97年、はい、高橋由伸さんです。 1SS です。1なんだ、はい、で川中さんが無印の山田無印です。98年、はい、上原さん何 SS だろう。 3SS プラスです。おー、あれ、これ今のところ 3SS プラスが一番最高ですか。4もいたでしょ。 4SS もいたでしょ。いたっけ、はい、今だけ誰だっけな、はい、で新岡 S、 S、 加藤無印。99年高橋久則さんです、はい、SS です。谷佐藤無印。2000年安倍晋之助いきます。おー、 3SS です。おー、 3SS で上野三浦無印です、はい、これでも三浦はね、なんか多分アスリートナンバーワン決定戦みたいな年末でなんかよくやってたじゃないですか、はい、あれで多分チャンピオンがなんかなって身体能力バリバリ高いんですよ。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ。へー。で2001年、はい、真田 BB、うん、鴨志田石川無印です。はい、この真田もね、どこまで本当か分かんないんですけど、はい、真田幸村の直系じゃないかも分かんないですけど、はい、真田家の末裔っていう、うん、へーって聞いたことあるんですよ。あ、そうなんですか、はい、どこまで本当か分かんないんで、はい、あれですけど、まあ、見よければね、皆さん調べてみてください。はい、そうなんだ。2002年、はい、久抜 AA+、はい、AA プラス、AA プラスで久保 A、はい、永田、はい、内内、はい、2003年、はい、内海2SS、 2SS、これはね、はい、あの駿河義秀でオリックスに入団拒否して、うん、はい、東京ガス行って、はい、逆指名、うん、自由獲得枠でね入るっていうパターンです、はい、で西村、はい、S、 平岡無印。2004年野間口三木無印の亀井 1S、 1S か、はい、でここまで約10年見てきましたけど、はい、あ、結構いますよ SS とか。だから逆指名で、ね、あ、そうか、そっか。だからここがやっぱりね、ジャイアンツの人気っぷりと、うん、が目につきますよね。ここら辺の1位はもう逆指名のとか自由獲得枠の能力の高さですよね、うん、そう、チームとしての。やっぱり選手にとって巨人っていうのは憧れっていう。あとやっぱお金いっぱいくれますもんね。あ、まあ、その入団してからも年俸の上がり率っていうのもやっぱり、はい、まあ、最近だとね、ソフトバンクとかもう対抗してくれる、できるチームも増えましたけど、うん、なかなか対抗できるチームはできてなかったんで、やっぱり、ね、好評と全然違うらしいですもんね。あ、そうなんですか。噂によると、あの選手もあの選手も好評6億円か5億円だったけど10億円もらってたっていう噂もあるし。そんなに、すごいですね。だ、推定だから一応ね。そうなんですよ、あれって推定なんですよね。そうそうそう、嘘だから、うん、逆に言うとっすよ、うん、1位とかの方だけが活躍しないですか。あー、なるほど。でまあね、清水さんとか三沢さんとかね、亀井とかいますけど、これがうまいっていうかどうかはね、はい、ちょっとあれだね。うーん、そうですね。ちょっとうんってなるね。はい、まあでも、まあ選手から来たいって思われてる球団だったっていう。巨人だからね。はい。
え、佐藤さんも巨人行きたいなとかなかったんですか？強いところに出れるところ、この巨人に1位に選ばれてる人っていうのは、はい、アマチュア球界のエリートばっかりだった。あ、まあそうなります、ね、上原さん、高橋久野さん、吉野さん、新之助もそうだし、はい、秀樹さんもそうだし、うん、西さんもそうだし、川原さんもそうだし、木佐貫も久保とか内海とかもそうだし、はい、もう、うん、あのアマチュア球界の、はい、あのなんていうのエリート、俺エリートじゃないから、はい、そうです、そうだったんですね、うん、だからそこがドラフトうまいかどうかが、うん、ちょっとんってなるね。まあそうですね、だって浜間さんもしね、はい、学生青学の時に、はい、じゃあフジテレビだ、はい、浜間さんうちにどうすか、試験とかもう受けないで、うん、お互い相思相談やったら、はい、うんって言ってくれたら決まるから、はい、契約金これと年俸これ、はい、うち来へんかって言われたら行くでしょ行きますよ。でだからそういう感じですよ。はい、そうですね、みんな行きますね、うん、だからそれをもってドラフト戦略がうまいかどうかは、はい、うん、んってやるね。いや確かにそうですね確かに、はい、2005年、はい、辻内、うん、高校無印、はい、門脇、門脇、うん、無印です。珍しい。で辻内はね怪我しちゃってもありますけど、はい、一軍未出場です。未出場か、はい、大学社会人福田 B、 戸賀野、戸賀野って言うんだ、うん、無印です、はい、で2006年、はい、坂本来ます、はい、お2SS、 ここで来ましたか、田中無印、はい、大学社会人は金と B、うん、上野無印です、はい、で2007年、藤村 S、 中井無印で、大学社会人は村田古川両方無印です。はい、ちょっと大学社会人ドラフトがちょっとうまくいってないですね。うん、そうですね、全体的に、はい、2008年、太田、はい、BB、 BB、まあ、これも日本ハム行ってからランク付け、はい、多分巨人にいてる間は無印だね。頑張ってますもんね、今すごく。で宮本、斎藤、無印、はい、だ巨人がね育てられなかったとか言う人いるんですけど、うん、違うんですよね、うん、出れるとこがないんですよね、はい、他もすごいんで、うん、FA とかも取ったりするし、はい、であとはそのチャンスが少ないんで我慢してくれないんですよね。うん、だそういったところでの伸び悩みっていうのがあるんですよ、はい、だから日本ハムの方が比較的そういうところが緩かったっていうのもあって、うん、結果出しやすかったっていうのも大谷取ったらってのかも分かんないですね、うん、そうですね。2009年、はい、来ます、長野、お辞退して辞退して長野来ます、おお、何でもしかに、うん、はい、SS プラスです。SSそれなのに広島に人的保障って、ちょっとなんかお気持ち察しますみたいなね。いや本当そうでしたね。そこを組んであげないんだと思ってね。はい。わで2回も拒否して、はい、ね、そうジャイアンツもねいろいろあっただろうし、うん、ジャイアンツ来たら、はい、で結果も残して、うん、なったのに、はい、でなんかねちょっと寂しい気持ちにはなりましたよね。そう、入り口がそうだっただけにね。うん、そこはなんか超のかわいそうやなっていうね、まあ、本人のね球団愛がすごいあったでしょうから、うん、でもそれは巨人もそうやってねうちに来てくれたらってなんかあったかもわかんないじゃないですか、はい、分かんない、これは妄想で喋ってますけど、うん、だってねそこでまで待ってだって取ってくれる保証がないと拒否できないわけじゃないですか、はい、ね、まあいろいろありましたね、うん、で木屋敷、はい、土本無印です。2010年沢村、うん、S プラス、はい、で宮国田中無印、あ、宮国投手とかも無印なんだ。で11年、松本、今村、無印で松本は一軍未出場、ああそうなんですね。一岡が BB、うん、まあ、これもあの広島行ってからのご活躍ですけど、はい、12年、菅野、はい、1SS、 1、はい、こう菅野も浪人してますからね。そうでしたね、ああ日本ハムに、はい、なって拒否、ああで、はい、ジャイアンツっていうね、うん、これがね、ジャイアンツパワーですよ、うん、そうですね、うん、拒否してジャイアンツ愛ですからね、はい、うん、まあでもね原さんのお姉さんの息子じゃないですか、はい、それ巨人ですよね、まあ、まあそこはね、うん、まあルールだから別に日本ハムが悪いわけでもないし、はい、そんなの逆に言ったら当たり前だけど、はい、それ巨人ですよね。いやでも巨人じゃないですか。でもそのイチロー、まあ、言えばまあ大学受験とかで言ったらイチローじゃないですか、うん、そのイチローってなんですか、大学にいるわけでもなく結構大変な1年じゃないですか。自分だから多分東海大のグラウンドでは練習してたんだと思うんだけど、はい、試合に出れないから、はい、公式戦と か、うん、だかそこのが難しいですよね。でもそれでですよ、もしちょっと大怪我しちゃったとか、うん、なったら次指名されるっていう保証、そこは指名するよね。します。そんで別にチームに入ってから直させればいいじゃん。あ、まあそっか。だって怪我してても指名してから、はい、直す期間待ってからっていう人もあるしね。
あ、まあ確かに、まあ、拒否するってことはもう来年取るよっていう話は大体聞いてるってことですよね。だ長男の時は、はい、取るよって言ってるのに1位で行かなかったから、うん、あのこういう2年半だって太田とか太田行っちゃってるから、はい、前年に、うん、そこで1位長野行ってたら話は良かったんだけど、うん、そうですね。で、オール辻が無印です。はい。で13年、はい、小林お 1S 和田無印、はい、田口 AA だからここら辺見ててもやっぱり1位の人の活躍具合は多いですね、うん、だ多分12球団で一番1位の活躍具合多いと思う。なんかパッまだちゃんと見てないけどパッと見、いやもうパーって見た感じ1位はちゃんと名の知れてる選手になってますね。まあ、その代わり拒否してきた人が宇都宮、長野、菅野って3人いるけど3人なかなか珍しい。で沢村もね中央でジャイアンツ以外は行きませんみたいなこと言ってたような記憶があるけど、はい、そういうパワーがあるねジャイアンツにはすごい、うん、行きたいっていうね、はい、それもだってチーム作りだから、はい、ブランドだから、うん、否定はしちゃダメだよね、うん、それはそうですよ、うん、それだけ魅力ある球団ってことですよね。行きたいよね、はい、俺もそれは吉本さんぐらいの能力があったら、はい、篠崎ぐらいの能力があったら、はい、それジャイアンツ行きたかったよね。でも俺そこまでなかったからそんな能力ないのに行ったら潰れるだけだから危ない。まあでも佐藤さんこれ出られるところに行きたいっていうのはもう一番いい選択ですよね。強いところでね、はい、強いところで出れるところ、それは何かっていうと俺の能力が低いからね、うん、能力高い人は強いところで出れるところですって言わないから、はい、まあ確かに能力高い人は強いところで出るだから、はい、俺もその立ち位置行きたかったねでもいいじゃないですか、スターに上り詰めたんですから。そうっすね、大スターになりたかったっすね大スターじゃないんですか。大スターじゃないし、スターですか。俺はね、一流なの、はい、超一流じゃないと。おー、そうなんですか。14年、はい、岡本、カズマ、AA なんだ。トネ BB、 BB 高木 B、 高木 B だから3人ついたの初めてですよね。あ、そうかもしれない。ジャイアンツもね。そうですね。15年、桜井無印、重信 B、米原無印。で、16年、吉川畑、谷岡無印。はい。で、17年、桑原岸田が無印、大城 B。18年が高橋松田直江全員無印。まあまあ、この辺は。うん。こんな感じですね。はい。まあ、そうすると、そうなんですよ、10人なんですよ、うん、無印多いね。多いです、結構。この理由もすごい簡単に分かる。何ですか。まずジャイアンツは我慢してくれないから頑張り続けないと定着できないので、ね、はい、だから B とかに簡単になれないチームなの、はい、で、何かあったら他から取ってくるから、うん、はい、一気に抜けなかったら全部それに潰されるよね、はい、だって前回横浜の時でも言ったけど、うん、村田来てるじゃんね、はい、山口とかも来てるし、うん、もっと昔言えば小笠原さんとか、はい、あと江藤さんとか増えてきてたりとか、うん、陽大館も来てるし、はい、丸も最近来てる、うん、で、そうですね、で住谷も来たわけでしょ、うん、でそうなると行く人の頭打ちされるから、はい、ここの人たちが増えないから、うん、結局 FA で取りすぎてるからこの無印の人が多くなるのはもう必然だね。いや、そうですね。だからこれドラフトで巨人の生え抜きで入った選手って結構ビクビクしますね。そう、だから見て上の人しか活躍してないじゃん。いや、本当にそうですね。だから要はジャイアンツの1位は、うん、アマ球界のトップのトップ中の人だから、はい、活躍する確率をが、まあ、高かったね、はい、でその人たちは活躍するけど、うん、その下位の人たちっていうのは、はい、チャンスがやっぱ上位の人は多少我慢してくれたりとか、うん、育てなきゃいけないっていうところもあって使ってくれるけど、はい、下位の人たちは我慢してくれないからそこ来ないから、はい、来れない、うんうん、で来てもすぐ活躍しないとダメだから、はい、でそこを FA 取ってこられて外国に来て頭打ちされるから、うんうん、多分無印が増えるんだと思う。そうですね、傾向全然違いますね、うん、だからチーム作りのやり方だね、うん、だからそういったところでだから B と BB も少ないんだよね。はい、いやなんか全部が少なくて、まあ、SS は安定的に10人いるかなって、うん、行ったらトップ立つんだよね、はい、もうジャイアンツに出たら頂点見るね。はい固定されたら頂点見えるみたいな、うん、岡本とかも多分 S になるだろうし、なりますね、うん、ちょっと。いやでもやっぱり巨人に入ってこう無印でこうなっていく選手はやっぱ多いじゃないですか。ハイリスクハイリターンだね、ジャイアンツ。そうですね、うん、真ん中がいないもんね。いない、上行くか下かみたいな。はい、いや本当そんな感じ。上行かないと他の選手が来ちゃうからっていう、うんうん、いや大変な魅力があるってことで、レギュラーになると頂点見るね、うん、はい。だから多分
強さは維持できてるんだと思うよね。だからレギュラーにはもう頂点の人しかなれないみたいな感じになって、うんうん、でもドラフトで言うと物足りないんだよね、はい、この数字はドラフトだけの数字で言うと、うんうん、だから FA で補強したり外国人補強しなきゃいけないんだけど、はい、それが失敗した時になかなか優勝が続かないのがそこなんだよね、うん、ああなるほどな。で巨人から出ていく人っていうのはほぼいないから、はい、あのメジャーとかじゃない限り、うん、だから担保できるけど、うん、これ西武みたいに出ていかれてたら、はい、多分もう強さ保てないと思う。そうですね。いやなんかこうやって比べていくとやっぱなんか西武すごいなっていうのがすごい際立つんですよね、うん、あとジャイアンツはやっぱその94年から9あの2004年にかけての逆指名とか自由獲得枠制度のドラフト1位で取った人たちがエグすぎるっていう、うんはい、そうですね。1位の名前がやっぱもうビッグネームすぎて、うんうん、あとはねそのジャイアンツしか嫌やって言ってね、はい、北朝の菅野、はい、で沢村、うん、宇都宮とかね、はい、の頑張りもだやっぱりジャイアンツだなっていうのがよくわかる。そうです、ね、これがジャイアンツみたいなよくわかるドラフトですね、うん、はい。いやでももうジャイアンツしか嫌だって言ってでも本当にジャイアンツって活躍するから、そうそうそう、だからジャイアンツじゃないと嫌やって言ってジャイアンツ入った人はちゃんと活躍してるからすごいと思うんですよ。それはすごいです、ね、これで活躍できなかったらクソじゃないですか、それこそね、はいはい、それで超一流になってるから、うん、そこはやっぱすごいなと思うんですね。いや本当に、ね、うん、さあ最終回ですね、はい、長かったですね。さすがに同じ企画で12本は今までなかったです ね、うん、かったですね。でもまだこれ終わってからトータルが最終回、おチームとしては最終回ですけど総評が待ってる、総評が待ってるんで、はい、じゃあ最後オリックス、はい、行きましょう、はい、ということで、まあ、あのオリックスブルーウェーブからオリックスバファローズになって、はい、でもオリックスのボタンが変わってないんで、はい、ここはもうスムーズにいけると思うんですよ、はい、じゃあ94年加瀬、はい、でこうあのすごかったですよ高校の時、うーん、多分元祖二刀流じゃないですか。あ、そうなんですか。ああ北陽高校、ああ元祖二刀流だと思うんですよ。へえ、まあうまく回らなかったからね、ま、あの注目度が低かったかもわかんないですけど、うん、B です。 B だってこの資料になんか投手成績、打席成績ってこう分かれてる人の初めて、だからもう本当の二刀流だったんですよ大谷の前に。へえ、皆さん昔もいたんですよ。いたんですね、うん、で丸尾さん、五島さん、無印です。はい、95年、はい、今村、川崎さん、無印、日高が BB です。日高も今の時代いたら日本代表入ってると思うんですね。うーん、96年、はい、杉本さん、無印、はい、国立大からドラフト1位っていうね、筑波大学だった。筑波なんですね。大学2本目のホームランが杉本さんです。へー、あの今も伝説になってる、はい、あの日体大のグラウンドの剣士台っていうグラウンドがあって、左中間にめっちゃ高い照明があるんですけど、はい、その照明の一番上にガーンと、へえ、すごい。これはあの首都大学野球リーグを卒業した皆さんとね、今学生の人は聞いたことあるんじゃないですか。へえ、伝説ですね。じゃあ、はい、はい、谷さん 1SS です。GSS、谷さんも本当すごかったですね。全力で振らなへんのになんであんなに飛距離出るんやろって、あの柔らかいの本当真似したかったけど全然できなかったです。へー、しかも谷さんめっちゃいい人なんですよ。あ、そうなんですか。はい、最近も会いましたけどめっちゃいい人です。私にとっては柔らちゃんの旦那さんってこうイメージ。柔らちゃんは僕の先輩ですからね、大学の時の帝京でしたっけ、はい、一つ上の、はい、あ、そうなんですね。柔らちゃんがいつも帝京スポーツっていう、はい、一面飾るんで僕はもう裏一面にしか行けなかった、はい。どんなに頑張っても。いやでもいいじゃないですか、帝京スポーツに乗るんですよね。まあまあそうですね、はい、塩崎さん、はい、BB、 BB、 97年、はい、川口、前田和幸さん、前田博次さん、はい、全員無重視です、はい、川口もね平安高校からっていう、うーん、有名だったんですけどね、伸びなかったですね。98年、はい、新垣拒否入団、拒否、はい、はい、で川越さんが A、 A で相川無重視です。99年、はい、山口さん B、桂木九郎 BB、 向井無印です。山口さんも150キロの速球、頭当たったっすかね、僕頭でツバに、ツバに当たって鼻かすめていったっす。うわ、いった、うん、と150何キロが怪我しなかったですか。でも次の打席思いっきり踏み込んでいったっす。そういうのでビビらないタイプなんですよ。当たったってことで逆に燃えそうですよね。そうそうそう、俺もう勝ったら行くぞみたいな思いっきり踏み込んでいっちゃうから、はい、で2000年、はい、宇都宮拒否です。はい、3年で1位2回拒否されるのマジきついで、つらい、本当に本当ですね。で大久保、はい、BB プラス、 BB プラス、はい、いいピッチャーでね、抑えでやってて、うん、フォークばっかり狙ってね、はい、打ってやりました。フォーク、へえ、打ったんですね。で1回スライダー打ってサヨナラヒット打ちました。
ほう、やっぱそういうのって覚えてるもんなんですね。いいことだけ刻まれるっていう。いい性格です。上村無印です。はい、2001年、小川無印、平野 SS、うん、これ平野健一ね、はい、僕が大学4年生の時の1年生だったんですよ、はい、東海大学に入ってきて、で1年からショートのレギュラーだったんですけど、はい、1年からめちゃくちゃうまかったです。へー、これもう絶対プロ行くなと思ったです。あ、1年の時にそう思うもんなんですね。動きも良かったし、待ってこれ1年でみたいな。だから僕らは22歳だから彼19歳ですよね、はい、1年で、うん、やばくないっていうぐらいすごかったですけど、プロ入ってもやっぱすごかったですね。いや、そうなん、それが継続したんですね、うん、で阪神に向いてね活躍して、はい、うんうん、で島脇無印です。で2002年、加藤 S、 で鈴木前田無印、はい、2003年、はい、加藤 B、 柴田島村無印です。で2004年、金子千尋、お SS です。で三原町無印です。はい、で次2005年、はい、 T 岡田来ます。あ、高校生ドラフトで名前見ても、あ、高広 T 岡田、はい、SS、 SS、はい、はい、で柴田無印、はい、でここでも、中継ぎ最強夫人が来ます。平野メジャーリーガー、はい、SS です、うん、いやクイックも速くてね、はい、タイミングめっちゃ取りづらかったです、うん、先発の時は全然大したことなかったんですけど、はい、長継ぎになってからすごくなったんですね。いやだからこの起用をね、こう決めた人はすごかったですね。そうですね、はい、で岸田来ます。岸田、おお、ここで A、 A、 コントロール抜群だったですね。切れ前にしね、うん、はい、もう平野の岸田とかやばかったですね、長継ぎで。そうですね、はい、ここ本当最強ですね、はい、長継ぎで。ここ約10年見てると SS もしっかり引いてるけど、この巨位2人がね痛いんですよ。痛いです。これがやっぱりチームの強化に大きなマイナスになって、あの強さを維持できなかったっていうところはあるですね、はい、そうですね、まあ、SS は5人はいるっていう。そうですね、うん、でもあの谷さんも平野もオリックスいなくなってますから、ね、そうですね。だそこもやっぱり強さが限りがあるところなんですよね、うん、はい。でこの中でもだから谷さん、平野、金子千尋、はい、平野、もういないですからね。そうですね、 T 岡田だけですから、ね、あー、ほんとだ。しかもチームに残ったの T さんもね、頑張って、今 ね、 ね、頑張ってくれればっていう、うん、で、次、2006年、はい、信江、はい、梅村、両方無印、はい、で信江に至っては一軍無出場です。あー、そうですか。で大学社会人は小松、はい、1A プラス、大引き、BB、うん、BB。 で、2007年、無印、しかも一軍出場なし。なし。ああ、じゃあこれ2年続いて。もうそれですよね。うん、痛いですね。いや2年、あの、まあダメなのは仕方ないですけど、うん、2年連続一軍未出場は、はい、それはもうスカウトとか編成とか、うん、そのドラフト戦略としては、うん、もう大責任問題ですね。そうですね。でも伊藤が、はい、SS、 あ、まあまあここでちょっとカバーっていう感じですね。でももういないですけど、はい、チームにいない。SS の人みんないない。 DNA、 はい。で大学社会人小林大勢無印です。はい、2008年、甲斐無印です。しかも 一軍無出場です。でも3年連続ドラフト1位無出場ですよ。そうですね、ここはもうクビっすよね。いや本当、これはもう、それはもう責任取った方がいいですよね。そう、もうあれ無理だもん、そんなの。いやでもどうなってるんですかね、やっぱそういうのって責任問題あるんですかね。うん、多分ないんちゃう。ないんですかね、よくわかんないけど。いやこれはもうこんなのもう現場はどうしようもない。一軍出場なしっていうことは、うん、もう相当怪我したか、はい、相当能力ないかしかないから、うん、それがドラフト1。そうですね、結果的にね。しかも3年連続、うん、それはダメだね。はい、2位井原、はい、無印、うん、おで次西、はい、S、SS じゃないんだ、もう今 SS に印つけようと思っちゃった。 S、 はい。でももうチームにいません。そうだー。関心だー。 DNA 見てるようだね、これ。そうですね。みんないなくなっちゃってる、うん、2009年、はい、古川無印、はい。だから要は4年連続、うん、だから2006年から2009年までドラフト1位で戦力になったら小松だけってことだよ。うん、そうですね。あと全部ダメなんだよ、うん、それはやばいですよね。いや、そうですね。比嘉 BB、 山田 B、 2010年、はい、後藤 BB、 三俣
無印、宮崎無印、無印で11年足立 BB、 BB か、島田無印、佐藤 SS。 こいつも球めちゃくちゃ速かったですけどね。ああそうなんですか。長すぎで、へえ。ドーンみたいな感じで佐藤達也と、うん、めちゃくちゃ、もう今は多分引退してると思うんですけど、はい、あのめちゃくちゃ球速かったですね。12年、はい、松葉佐藤伏見全員無印、はい、13年吉田 BB、 BB か、東明 A、 A、 はい、若月 BB。 あでもやっと3人、やっと3人、やっと3人ついた、うん、14年、はい、山崎宗佐野全員無印、で15年吉田正尚、おお、ここで来ました、今もいますねチームに、うん、いいですね。で近藤大城が BB、 両方、はい、2人とも、あここもじゃあ良かったですね。で16年、はい、山岡 S、 お、はい、黒木 B、 岡崎無印、あのこの辺ちゃんとランクがついてますね、うん、ずっと。しかも16年なんてあのドラフト4位に山本由伸いるからね。いやそうなんですよね、ここにの4位だったんですね、うん、他のチームが見つけれなかったんだろうね、もっと上位でね、ことですね、うん、17年、はい、田島、鈴木無印の福田 A、 で18年、はい、太田、頓宮、荒西は全員無印、はい、でオリックスも比較的ここ最近のドラフトがいい感じですね、うん、いいですね、うん、そこがうまくはまれば、だから田島とかも A とかに普通になってくる選手だし、うん、はい、でこうね、あの山本も多分 SS に、今多分 S1 個ぐらいかな、はい、SS になる存在でもあるし、うん、まあ、宗とか頑張ったりとか、ほんで太田、頓宮、はい、頑張ったり、近藤とかも多分 A になれる存在だから、うん、そういった選手たちが頑張っていけばオリックスも上位にいけると思うんですけど、まあ、全体的に見るとドラフトはうまくはないね、うん、特にあの2006年から、はい、2005年まではね比較的いい感じなんですよ、はい、あの比較的ね、うん、絶対いいかって言われるとそうでもないですけど、はい、でも新垣と内海の拒否が痛いね、うん、そこがやっぱり ね、 チームがマイナスになっているところと、うん、で2006年から2010年、13年にあんまりやっぱりいいドラフトができてないんですよね、うん、ドラフト1位の活躍頻度も弱いし、はい、だからそういったところが、まあ、若干低迷期招いてるかなっていう、うん、であとやっぱりね SS が出ていっちゃうんですよね、みんないなくなっちゃう、みんないなくなっちゃう、本当に、はい、だからそこがいなくなった時に西武みたいにいなくなれ次行くよっていうのができてればいいけど、はい、うん、それができてないから、あのちょっと DeNA に似てるところからですね、はい、だから DeNA も最後14年以降結構良かったです、ね、で、 でオリックスもいいから、うん、ここがうまく育っていって出られないようにしないとね、そうですね、魅力ある球団に、はい、チームで固めていかないとそうしないとやっぱどんどん供給していかなきゃいけなくなるから、はい、そういったところですね、うん、でも DeNA の時もそうでしたけど、この最近のドラフト見るとやっぱり未来のチーム、未来に向けてはいいです、うん、だから2006年からあのまあ6年ぐらいだっただけではい、 いやいやちょっとここあんのだって、俺が言ってないよ、出た、出てんだよ、出てんの、こうあのデータとして出てる、データとして出てるんだ、はい、だから別に俺が言ってるわけじゃない、だってこの赤丸3つってなかなかないですよね、なかなかない、しかも3年連続だもん、はい、3年連続ドラフト1位が1軍出場 1試合なしっていう、うんうん、まあそれはきついよね、うん、やっぱ SS になった人たちもいるんだけど出ていっちゃうのと、はい、あとレギュラーはいるんだけど12球団のトップレベルが少ないっていうね、そうですね、うん、そういったところだね、うん、でもまあ14年以降は面白い存在がドラフトされてるし、はい、あの楽しみだから今後どうなっていくかは、まあ、未来に向けてはいいですね、はい、面白みがあるですね、最近の編成のスカウトはいいと、そうですね、はい、最近はね、最近はいいということですね、うん、です、はい、さあ、はい、やっとです、はい、やっとドラフトの基準を発表する時が来ました、はい、おー待ってましたもうめっちゃ大変だった、またいやなんかそうらしいですね、さらに資料増えてますね、いろいろ、そうそうそう、これでももっと詳しく読み解けば面白い数字とか確率とかが出るなと思ったんで、うん、はい、これねちょっと動画続きます、あ、まだやりますか、細かくやると、はい、もっと面白いものが見つかるんちゃうかと思って、はい、今細かい資料をさすがに一人できついんで、はい、今作ってもらってますまあ自分の手作業はちょっときついですね、全部机に向かうのはね、はい、向いてないんですよ昨日もだってこれあのその全部まとめるだけで2時間ぐらいかかってますからね、あすごい、夜中に、あといっぱい間違えてまして、すいません
コメント欄もしくはテロップで訂正されてます。あとコメント欄の皆さん教えていただいてありがとうございますなぜか間違えてるっていうね、申し訳ない。あと名前間違った人申し訳ないです。あのそこはもうあの YouTube っすから頑張って調べますけど、笑って許してください。すみません、私も全然気がつかないよということで、はい、じゃあ皆さんお待ちかねの基準、はい、基準まず基準を発表して、はい、なぜその理由にしたかはその後発表します、はい、結構コメント欄でもうこれは何だろうって結構当たってる、結構当たってる人いますよ、はい、まあまあでもまあね、ずっと見ていったら大体わかるやろうっていうところで、一番最初に言わなきゃいけないことは、はい、これ選手の評価じゃないって何回も言ってるんですよ。あ、そうですね、はい、あのスカウトとか編成の評価であって、はい、選手の評価じゃないから、うん、なんで誰それがと里崎が一緒の評価なんだよって、だから選手の評価じゃないって言ってるんですよ。そうです、ね、そんなこと言い出したら 86SS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 S
と思ってください。選手の評価じゃない、ね、はい、はい、そうですね。ということで、まあ、一番分かりやすいところで言うと、はい、前についている数字、はい、1とか2とか最大が4ですかね、4ですね、松坂杉内がね、はい、あれはですねオリンピック、うん、WBC の出場回数です、日本代表の、はい、ああそういうことか。そうそうそう、だからそこにはプレミア12とかは、うん、あとはその親善試合とか、はい、あの侍ジャパンのユニフォーム着ただけじゃ入んないです、うん、あ、まあ、WBC とオリンピックは断る選手がいないやろうと、はい、あとはオリンピックはオリンピック WBC は WBC で、まあ、頂点を決める大会っていうところの区別をつけて、うん、オリンピックと WBC だけっていうね、里崎理論です、はい、だからあの数字はだから僕はね 2SS だったと思うんですけど、うん、その2は北京オリンピックと2006年の第1回 WBC 出るんで2、はい、で松坂がシドニー、うん、アテネで2006年の WBC と2009年の WBC 出てるんですよね、うんうん、だから今4。ああ、なるほど。だからこう大谷翔平選手とかって数が少なかったわけですね。そうそうそう、だからそれまだ若いし、え、はあ、でもし選ばれてない選手はゼロなんですよね、はい、だからあの1とか2とか3とか4で選手のグレードが上がるわけじゃないんですよ、はい、なるほど。あとはやっぱり日本代表に選ばれてるっていうことは、はい、いや、まあそのポジションでいうと日本のトップなわけですか、うん、そうです。だからそこを、あとはそのスカウト編成のチェックだから、はい、スカウト編成が日本代表に選ばれるような選手を取ってこれたかっていうね、うん、ここなわけですよ、はいはい、これが大事なわけですよ、うん、だから選ばれたのを1だけにしてても面白くないから何回選ばれたかを調べて数字にしてて結構そこを間違えてた数字あの選ばれたやつだけでよかったのに、あの、はい、もうあ詳しくやってみようと思ったら、はい、あのボケ取ってあの数字を間違えるまあ数字はそれです、はい、あの日本 WBC とオリンピックに何回選ばれたか、はい、でオリンピックの場合は2008年が北京が最後だったんで、はい、だから結局プロに入ってからだからアマチュア時代、ね、杉内とかあとはあのシドニーとかアマチュアで選ばれた選手とかね、はい、いますけど、アマチュアプロに入ってから選ばれた選手です、はい、であの北京までだからオリンピックはシドニー、アテネ、北京、はい、で WBC は2006、2009、2013、2017、うん、だから全部で7っすね、はい、7のうち4回出てるってすごいですよね。すごいですねすごいであとプラス、はい、あそれ結構みんなの予想で、あ、まあ、大体そうかと思いました。プラスは新人王です。あ、ですね、はいはい、新人王を取った人がプラスなんですよ、はい、ということは何が言いたいか、スカウト編成が新人王を取れるような選手を取れたかどうかですね、はい、まあ、即戦力になるような選手、そうそう、本当に即戦力なんか、いつも大体ドラフトでいいじゃないですか、うん、即戦力って言って、はい、どんだけ即戦力になってんねんっていうので調べた結果ですなるほどだから翔太選手なんかはね、即戦力にならなくても3年目で取って、まあ、新人王を取ってるんですけど、うん、まあ、高卒で3年目で取れたらまあ十分かなっていうところもあって、ね、はい、まあ、新人王を取れるような選手を取れたかどうかっていう基準です。はい、まあ、でもそれはなんとなくこうふわっと分かったんですけど、うん、やっぱ BB とか A とかの基準は結構難しいんですよ、うん、そうですね、じゃあ、まあ、一番簡単な SS からいきましょうか、はい、まあ、SS から BB 最後にし、 B を最後にするんですか。そっちの方が難しいです。だって難しかったですはい、まあ、S はですね、はい、打者だと首位打者、ホームラン王、打点王、盗塁王、最高出塁率っていう、まあ、1年間通したタイトル、ピッチャーだと最優秀防御率、最多勝、最高勝率、ホールド、中継ぎ王でセーブ王のタイトル。いや、それ結構厳しいですね。
だから言ったじゃないですか、はい、頂点見てる。いやそうですね、相当厳しいですね、はい、頂点見てるでしょ、はい、でプラスアルファ、はい、頂点見てるってことはそのポジションで頂点見てれば、はい、もうありじゃないですか、はい、だからベストナインゴールデングラブをどれか一つでも取ったことある人は S1 個、で2個以上、はい、もう2個でも3個でも4個でも5個でも6個でも10個でも100個でも、はい、もう小笠原さんとかめっちゃ取ってるんですよ、はい、1年間通しての個人タイトルを取ったことをが2個以上ある人は SS。 あーなるほど。だからもう2個でも100個でも、はい、もう SS なんですよ。あ、じゃあまあ中継ぎ投手とかってちょっと SS 取るのは意外と難しかったりします。難しいです。そうですね、はい、だから S でまあ十分っていうことではあるんですかね。そうそうそう、まあ、人にも聞いたんですけど、はい、これぐらいのレベルでいいんちゃうかっていう、はい、その解説者の人も聞いて、はい、で自分の意見も取り入れながら、まあ、これぐらいかなっていうのを取ったんで、うん、そのポジションによってはそれ厳しいよっていう声が数字的にはね、はい、出てくると思うんですけど、はい、まあ、総合的な判断で決めていったんで、はい、もしね今から言うことで異論反論ある人は、はい、僕に向けないで、はい、自分でやってください。自分で基準決めて、はい、でこれ基準ね、はい、最初に決めたんで1個足りなかったらもう乗らないんですよ。うーん、で多くの皆さんがね、なんでこいつが入らへんのやって言うかもわかんないですけど、はい、もうこう基準を曖昧にしたら主観になっちゃうんで、うんうん、そうしたらもうなんでこいつがこいつになるじゃないですか、はい、だからもう基準決めたら1点でも足りなかったらテストも赤出んじゃないですか、はい、だからもうそこはもう厳しく最初に決めて、だから思いますよつけてて、あーこいつ入んないんだ、いや無印、そうですね。意外と頑張ってたけど BB なんないのかみたいな、あ結構長く頑張ってるけど無印みたいななっちゃうんですけど、もうこれは仕方ないですよ。 そこを主観入れちゃうと、うん、なんでこいつがこいつがってなっちゃうんで、はい、でしかもハードル下げちゃうとあなたの推しの選手は入るかもわかんないですけど全体的に入るんですよ。ああそっか、12球団が無印がもうほとんどいなくなっちゃうようなとか、そのぼやけちゃうんですよ、はい、だからもうそこのラインは厳しく、でも逆にそれを超えた選手っていうのはすごいっていうところを見てほしいんですよね。そうですね。でそれを取れたスカウト編成はすごいっていう風な見方をしてほしいんですよ、はい、ピッチャーはきついかもわかんないですよ全体的に。ピッチャーはそうですね、だって最優秀防御率、はい、ね、脱三最高勝率、奪三振もそうね、はい、ホールド、セーブ、はい、最多勝、はい、だからピッチャーはきついですよ。だって競ってる相手が多いから、はい、だからピッチャーで、まあ、SS2、うん、回取ってる人はすごいですよ。すごいですね。だから2回以上ね、はい、2個以上取ってる人は、うんうん、もしくは1個でも取ってたらピッチャーは、はい、でもバッターもですけどね、首位打者ホームランを打点を、いや相当ですよ、まあ、ベストで盗塁を、だからベストナインゴールデングラブがあるところが、はい、野手は、はい、ピッチャーに比べるとちょっと入りやすい。そうそう、そのポジションで1位でいいんで、うん、まあいわば6分の1でいいわけですよね、はい、だからまあセーブ王と一緒ですね。うん、そうですね、大体セーブ、ね、6人なんで、はいはい、だからまあ厳しいところもあれば難しいところもあるんですけど、うん、もっと厳しくしたら入る人がどんどん少なくなるし、はい、緩くしたらなるんで、まあ、ここら辺ぐらいが、まあ、頂点見てると考えたらいいんちゃうかっていう、うん、そうですね、はい、だからそれが SS です。 S、はいはい、SS ですね。 SS、 次、はい、A が投手、はい、10勝35ホールドポイント、はい、30セーブス。うわ、結構高いですね、ハードル。10勝で A ですか。はい、でもまあそうですね、まあ、だってピッチャー2桁って言うじゃないですか、はい、で、中継ぎはホールドと、はい、勝利数を足した数が35以上、はい、で、セーブはセーブだけで30。だからちょっと前の人とかは、はい、そのホールド王ができたのが近年なんですよ。うん、90年代に入った人たちっていうのはなんか複雑な形式だったので調べられなかったんで、はい、ちょ中継ぎの人は全体的にその入ってくるところが A とか難しいかもかです。 A も、なるほど、だ A に入ってる人は基本 S に行く可能性も高いので、そうそうそう、 A が比較的少なかったっ、そう、だから中継ぎの A は本当にすごいと思うんです。そうですね、でも下げちゃうといっぱい入るんですよ。うん、でもいろんな人と話して、まあまあそれぐらいが、だから10勝と比較できるのってどれぐらいなんやろうなるんですよ。うわ、そうですね、はい、はい、ってなった時に、うん、そのいろんななるんですよね。うんうん、でも確かに A もハードル高いよって言ってましたけど、本当その通りですね。だから A だと、はい、だから要は球界の、まあ、トップですね。トップクラスです、はい、トップクラス、はい、だから天井、ね、頂点見てる人は S ですから、はい、あれ打者は、打者は、はい、打率が3割、はい、あー結構高いな、はい、ホームラン25本、うん、おーで打点70、はい、で盗塁30盗塁以上、お1回でもしたら A、うん、で2シーズンしたことあったら AA、はい、3シーズン、だから2シーズン以上はもう全部 AA です。うん、
ピッチャーも10勝を複数年したことある人はもうええ、うん、で要はそのローテーション回って結果も出して球界のトップクラスに行ったことがある人じゃないですか、はい、うん、でそれここから継続するのは怪我するかもわかんないし、はい、でもそれを達成できるっていうことは、うん、その能力を見抜いて取ってきてるんで、はい、スカウト編成としたらもう超合格ですよね。いやそうですね。だからそこから怪我とか、はい、あとはその他の選手の台頭とかもあって、うん、その出番が減るとかのね、うん、そのチーム内の力関係がここで争うチームもあればここで争うチームもあるんですと、はい、でもここで争うチームであったけど他の人も押し上げられて台頭で負けちゃった、でも取ったことあるよっていうのは全体的に言うとレベルは高いと思います。高いですね。そのチームが強すぎるから落ちていくだけで、はい、うん、レベルは高い人は取れてるっていうところは僕はいいと思うんですよね。そうです。でも A の人ってだから相当活躍はしてる、もうトップじゃないですか、うん、だけど、まあ、ゴールデングラブだったりとかそういうタイトルがまだ取ったことがない人ってことですよね。そう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 。でもその、ね、10勝したら球界のトップクラスで、はい、大体、うん、まあ、その打者3割ホームラン25本打点70なんでかっていうと、はい、大体これをクリアすると10決入るんですよ。はい、打点も、はい、まあ、年によって違いますけど、はい、大体打点も70取れば、うん、そのセリーグ、リーグのトップ10入る、はい、ホームランも25本ぐらいで、まあ、平均的に言ったら大体トップ10、うん、で打率も3割が大体トップ10、はいはい、要はトップ10入る数字なんですよ。あ、なるほど、はい、あ、分かりやすい。そしたら、まあ、球界のトップクラスです、はい、だからその3割25本70でピッチャーの10勝っていうのも、はい、まあ、大体トップ10、はい、に入るんですよね。10人ぐらいは10勝いるんで、だいたい1球団1人ずつぐらい。そう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 、はい、でもホールドとセーブっていうのは、はい、そもそも競い合う人が少ないんで、うん、まあ、ある程度ここら辺ぐらいは欲しいなっていうところを取ったんですよね、はい、で盗塁も、まあ、40、50ってやるとなかなかいないんで、うん、でもまあその走るスペシャリストで3割と匹敵するんだったら、はいはい、25投は少ないよねみたいな。うん、でも40じゃ高すぎるかなみたいな、ね、だからまあ30ぐらいにすると足で走る選手っていうのは超えられるノルマちゃうかなっていうところで30にしてます。あ、なるほど。だから30で言えばロッテの石峰選手とか、はい、あとはオリックスの福田選手なんかはこう30をクリアしてるんで A が1個ついてるんですよね。周東選手とかってどのぐらいだったんでしたっけ。盗塁周東はでもあのしてるとは思いますけど、はい、ドラフト3位じゃないんで。あ、そうだった。あいつ多分育成なんで。そうだ、はい、そこをクリアした選手が A、うん、はい、で2回以上クリアしたことがある人が A なんですよね、はい、だからまあいわば球界のトップクラスでしょ。トップですね、はい、A に行けばトップですね、はい、だからそれを1回でも行ったことあるってことはそれの能力ある人を取れたってことだから、うん、そこから継続するのはその本人の問題であり、はい、監督コーチの問題でもあるから、はい、編成スカウトとしてはやるべきことはやってるんですね、うん、だからそれを長く継続させれるかどうかは、はい、本人と監督コーチの問題なんですよ。そうですね、もしくはコンディショニングトレーナーとかの問題だから、取る方の問題としては能力ある選手を取ってくることが大事であって、でそれを結果として見せられて長く続けられるかどうかも編成スカウトの責任されちゃうと困るじゃん。 そこはもう編成スカウトは関係ないですよね。そうそうそう。だからその能力、その中の足、長打、アベレージとか、うん、の勝ちとか、あとは中継ぎ抑えの適性とか、うん、そういった適性取れてきて1回でも結果残したことあるってことは、はい、取ってくる人は僕は合格だと思うんですよ、はい、その後怪我とかはもう現場の責任であって、うん、だからここの責任は所在ははっきり分けたいっていうのが、はい、このドラフトのあれなわけですよ。はい、わかりました。はい、でじゃあ次 B ですね。 B は野手は規定打席、はい、だと思った、はいはい、に達してるか、うん、100試合以上出場。だから要はレギュラーじゃなくてもダイソー、守備固めとか代打でも100試合出場ってありえるんですよ、はい、だからそういった選手はレギュラーじゃなくてももう100試合出るチームにいなくてはいけないってなった場合 B、はい、この2つです。 B はでもほぼほぼ、まあ、シーズン1軍にいるよっていう選手、ね、そうそうそう。だから言ったんですか、うん、チームの中では戦力が B です、はい、でもどの球団にも B はいるってことですよね。そう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 、はい、だから B はそこなんですね、うん、でピッチャーで言うと規定投球回数、あ、だからまあ試合数ですね、はい、今年だったら120イニングですね、はい、でもしくは40試合登板、はい、これは先発と中継ぎ、はい、中継ぎも40試合以上登板してたら、うん、まあもうレギュラーみたいなもんだよねみたいな。だからいわば規定投球回に達してない9勝無印です、はい、うん、あ、それきつい。そうか、そういうことか、はい、でもそれを入れちゃうと、はい、じゃあ9と8の違いは何なんやとかってなるじゃないですか、はい、だからもうそこは3分の1回でも1イニングでも、うん、1勝でも、うん、足りなかったら、はい、無印です。
なるほど。だから中にはあれなんか8勝9勝ぐらいしてて、うん、結構ローテーション入ってたけどなんで無印なんだろうっていう人がいて、そうそうそう、それはもうあの2桁勝ってないのと、まず規定投球回に行ってない、もしくは40試合投げてないからなんです。そういうことか、はい、中継ぎっていうのは、うん、A に行きづらいんですよ、はい、でも B は行きやすいんですよ、うん、40試合投げるんで、はい、40試合っていうことは、まあ、言い方悪いですけど配膳処理とかでも40試合投げれるんで、まあ、1年通して中継ぎとして機能すれば、まあ、B には入りやすいです、はい、でも A は行きづらいんですよ。行きづらいですね。でも先発っていうのは B に行きづらいんですよ、うん、規定投球回投げれないんで、はい、そうですね。でも投げたら A 行きやすいんですよ。うん、確かに。投げたら10でも10勝しないといけないんですよね。そうです。でも投げるってことはほぼほぼ10勝ラインいけるから、はい、打ってくれたりしたら防御率悪くても10勝いけたりするじゃないですか。あ、まあ確かに。だから要はあの中継ぎより A に行くチャンスは多いんですよ、はい、でも中継ぎっていうのは B に行くチャンスは多いけど A に行くチャンスが難しいんですよ。難しいですね。だからまあ大学みたいなもんですね、うん、日本の大学は入り口厳しいけど入ったら卒業しやすい、はい、アメリカの大学はあの入るの楽だけど卒業するの厳しいからねあ、まあ、例えが合ってるかどうか分かんないですけどの感じで、はい、まあでもそこはもう仕方ないですよ。全員一律は難しいんで。みんなポジション違うので仕方ないですね。そうです。で、そこをもう主観で、いやこいつはってね、そのまあファンの皆さんのね気持ちになんでこいつが入んないんやとか、自分が応援した選手とかありますけど、はい、もうこの一定の基準から一つでも足りなかったらもう無印になったり B になったりするんで、はい、まあこれはもう仕方ないっていう、うん、もうそれに異論あるんだったら、はい、もう自分で勝手にやってください。もう主観で選んでほしいみたいな。これがもう里崎チャンネルの里崎指数のもう基準、はいはい、うん、もうこれを変えることはないです、うん、その中で、まあ、どんだけ、ね、うん、出てきたかっていうね。だからその今のも規定投球回、規定投球、あ、規定出す、はい、で40試合100試合っていうのを1回でもクリアしてたら B、はい、で2年以上クリアしてたら BB、うん、で3年以上はもう全部 BB、はい、であとこの数字に到達してないけど新人王を取った選手がいるんですよ。あ、でもその選手は新人を取ったらもう B は無条件です。あ、なるほど。でその、ね、ピッチャーでも規定投球回行ってない、はい、10勝も行ってない、はい、40試合登板もしてない、うん、打者だったら規定打席行ってない、はい、あの100試合出てない、うん、けど新人を取ったら無条件で B はつきます。なるほど。じゃあ B プラスっていう人もいるわけです、ね、そうそうそう、これ全部もし新人王じゃなかったら無印なんだけど、はい、新人王取ってるから B っていう、ま、プラスだけだとねちょっと味気ないんで、はい、もう新人王取ったら B っていう、はい、要は B は1軍の、まあ、レギュラーとしての戦力になってるってことですよね、はい、途中から行く選手としても、まあ、レギュラーとしてチームの戦力になってるのが B、はい、でこれは、まあ、なんでこの基準かっていうと、ドラフト1位2位3位で取るような選手で、はい、よしこういうね、ドラフト1位こいつ取ったよ、まあ、配線処理ね、はい、とか守備固め要員でこいつはドラフト1位守備固め要員として未来に取りました、はい、とかダイソーのみで取りましたとか、はい、もしくは、まあ、誰かがこういうメンバー怪我した時の谷間として取りましたっていう人いますかっていう。ドラ1はそうはいかない。でもドラ2もいないでしょ。ドラ2で守備固めで取りましたとか、ね、いないですね。いないですよね、はい、だから僕の個人的な意見としては、うん、1位、2位、3位はチームの主力になると思って取ってるはずなんですよ、はい、ね、ピッチャーだったらエース、もしくはローテーション絶対入る、もしくは勝ちゲームの7、8、9、はい、抑えになるような選手、野手だったらレギュラーになる選手、もしくはこの選手が年齢的に落ちていくから落ちていく時にうまく入っていける選手と思って、はい、1位、2位、3位っていうのはチームの主力として活躍すると思って取ってるはずなんですよね、うん、っていうことはこの数字はチームの主力としてできたかどうかの数字なんですよ、はい、だからそれができてなかったら1位、2位、3位はダメですよね、うん、もし4位以下の場合は、はい、まあうまく育ったら、はい、とか、うん、あのどっかの穴埋めようとか、はい、っていう絶対主力じゃないと思うんですよ。そうですね。どっちかっていうとね、育ってくれたらいいなとかね、うんうん、あのいい選手余ってたから取っとこうみたいなね、はい、とかっていうところの判断だと思うんで、うん、この温度差って結構大きいと思うんですよね、はい、だからこの1位、2位、3位っていうのは最低でもこれぐらいにできたかどうかが勝負やと、はい、っていうのがあっての指数なんですよ、うん、なるほど。あ、でもその基準ってすごい分かりやすかったです。分かりやすかったでしょ。意外とハードルも高いし、うん、でもこれぐらいはっていう、やっぱこれぐらいはやってる。だって、はい、ね、ドラフト1位で取って100試合出えへんって、はい、きっとそんなのでいいですかっていうそうですね。それでランクもらってもっていう感じもしますね、うん、ドラフト1位で取ってローテーション回らないで、うん、はい、あの規定投球回行かなくてもいいですかって話なんですよ、はい、そうですね、うん、中継ぎと思って入って40試合投げなくてもいいですかってなったら、はい、そんな期待値で入ってる時と思ってないでしょっていう、は
なんで入って年数経てばハードルどんどん下げていってんだよって思うんですよ。ハードルはもう一緒する期待値は、その中で超えれるか超えれないかだけであって、はい、だからそれです。はい、それで、はい、もう20分以上経ちました。いや、そうですね。あれ、こっからなんか総評するんじゃなかったでしたっけ。総評は明日です。基準発表でこんなにいくんだ。これに照らし合わせて、はい、明日、どのチームが素晴らしくて、はい、どのチームがダメで、はい、しかも、優勝するために必要なことが見えてきました。おー、え、このドラフトで。ドラフトで。数値化して統計取ったら、はい、優勝するために必要なこと。はい、まあね、あのコメント欄でもそんなもんまあ結果論やないかっていう人いるんですけど、はい、結果から見てんだからそれ結果論だよっていう、データが出てるってことですね。結果から見てんだもん、はい、でもね、世の中は結果でしか判断されないわけですよ、はい、でそれをじゃあスカウトでも編成でも、うん、それはね、まあ、先物取引みたいなもんだから、はい、それ未来を見て、まあ、取ってくるわけでしょ。でそれが うまくいかなかった時に、そのうまくいかなかった結果を見て批判されるのは当たり前じゃないですか、はい、結果なんやろって、当たり前やろって逆に、はい、そうですね。結果からでしか判断してないから、はい、でそれをどうね、あのダメだったら切り捨てて、うん、新しい人を取ってきて、はい、その目のある人を養っていって人材を入れ替えていい方に結びつけていけるようにすることがあの全てであって、はい、ダメなのにずっと一緒の人がいたら、うん、それはもうくじ引きと一緒ですからね。狙ってないもんね、はい、たまたま引くだけみたいな。それじゃあかんやろっていうところでね、はい、あのこのドラフト編成の調査チェックっていうのをしてるんで、はい、結果論当たり前です、はいはい、ということで、この次の動画で優勝するための秘密お伝えします、はい。